平林初之助「悪魔の戯れ」第1章愛よる魂1午後7時東京駅発の一二等急行列車は40マイルの時速をもって闇の中を疾走していた。 だが窓のシェードを下ろしパセージに面したカーテンを引いて二等寝台車の中に行儀しているマチ子にはただ緩やかな車体の振動が体に感じられるだけで列車がどの方向へどのくらいな速度で走っているのか少しもわからなかった前へ走っているようでもあり後ろへ走っているようでもありまたどちらへも走らずにただ上下左右へかすかに振動しているだけのようでもあった マチコは心持ち状態をねじらしちょっと左の腕を上げて腕時計を見た時刻は真夜中の12時少し前であったもうすぐ静岡に着く自分だ彼女は列車が東京駅を発車してからまだ一睡もしなかった寝台車の伝統は薄暗いので新聞や雑誌を読むこともできなかったしまた読むことができたにしたところで そんなものを読む落ち着きが彼女の心にはなかった考えることが山のようにあってさて何一つ考えがまとまらないので彼女はベッドの上で一人転々していた結婚ということは遠くから眺めている時はただ美しい楽しいものとしか見えないものだが自分の前に現実の問題となって出し抜けに現れてくると全く途方に暮れてしまって 嬉しいようでもあり悲しいようでもあり全くどうしてよいか分からなくなってしまうものだ真知子は無論結婚ということの意味は知っていたそして自分もいつか結婚しなければならぬことも知っていたのみならず彼女はやがて来るべき結婚のことを考えてあてもなしに甘い希望に胸をときめかしたこともないではなかった それにもかかわらずいよいよ現実の問題となると彼女はすっかり面食らってしまったまだおとといのことである夕食後彼女は父の肖像の居間へ呼ばれて彼の口から簡単に京都の羽鳥磁石家から縁談のあったことを聞かされたのであったあまりとっさの話なので彼女はこの縁談にどう答えていいか判断する時間がなかった 拒絶する理由もなかったと同時にすぐに承諾の意思をほのめかすだけの理由もなかったというのは当の羽鳥死爵の零束について彼女は何も知らなかったからであるそれに第一彼女の父親の話があまりに簡単で娘の一生に関わる重大事を相談するというような態度ではなくまるで道端に起こった出来事を報告するような よそ事を話すような態度であったので彼女はなおさら返事に困ったどうだねお前を嫁にくれんかちゅう人があるんだが行くかね京都の家族の息子でな家柄は申し分ないんだ何でも23年前に赤門を出た方角氏だということだよその気があるならすぐ見合いをすることに決めたいんだが 父親の話はざっっとこんな具合だった。彼女は父親からこの話を聞いた時に少し顔を赤からめただけで何とも返事をしなかった何かもっと求婚者のことについて聞き出してみたいと思ったがいざとなると何を聞いてよいかわからずただいろいろな考えが一時に頭へのぼってきてカッとなるだけで一言も口へは出てこなかったでは あさっての晩立つことにしよう。これから電報を打っとくからなそうそう写真があったはずだったなこう言いながら正蔵は立ち上がってカバンの中から一葉の写真を取り出して彼女に渡した今度の縁談について彼女の知っていることはそれだけだったそれから2日間彼女は一人でいろいろな考えにふけった 結婚というももののは不思議なものである。ほんの今しがたまで全くその存在すらも知らなかった人が急に世界中で一番重要な人になって彼女の心をすっかり占領してしまったのであった彼女は一人になると父から渡された写真を幾度も取り出してそっと眺めたそれは背広を着て髪をきれいに分けた 美目秀麗な278歳の青年であった初めて見た時はただの他人としか思われなかったが見るたびに写真の主はだんだん彼女に親しみを増してきてしまいにはまるで10年も前から知っている人のような気がしてきただがこの2日の間に彼女は今度の縁談について何一つ考えをまとめることはできなかった こういう時に母が生きていればいろいろ相談相手になれるのだが朝早く出て夜は12時頃にならねば帰ったことのない父親にはゆっくり話をする機会もなかったし機会があったところで彼女は自分の方からこんな問題について父に相談を求める気にはなれなかった元来彼女は子供の時分から父には親しみを持っていなかったが特に去年の冬 母が急性肺炎で亡くなってからは父親との間に一種のよそよそしい組閣を感じていたのであるそれでもクラスメートのうちで一人でいるものはだんだん減っていって今では彼女の周囲にはほとんど親身の友達はいなくなっていたので彼女も時とすると何とも言いようのない寂しさを感じることであったそれに「死者」という求婚者の肩書は なんといっても彼女にとって相当な魅力を持っていた「死者夫人」という華やかな名称と聡明らしい気候自然たる求婚者の写真とは2日の間に彼女の心をほぼ決定的にしていたのであった支度ははでできたね。では出かけよう。父の肖像は2日目の夕方家へ帰ってくるとちゃんと支度をして。 イイライラする心を抑えて待っていた娘の真知子を見てこう言った中学の制服を着けている長男の幸男と初生の浜崎と小間遣いの富子と家政婦の吉江とそれから2人の女中に玄関で見送られて父と娘とは秘書の山田を連れて自動車で雑司ヶ谷の家を出た肖像は自動車の中でも東京駅の待合室でも マチとは一言も口をきかないで秘書の山田とばかり話していた時々マチ子の方を見ながらひそひそとささやくように声を潜めることもあったしかしチ子は他のことで胸がいっぱいで2人の様子は気にも留めなかった正像親子がプラットホームで山田に分かれて車上の人となった時はもう日はとっぷり暮れていた 汽車が静岡に着いた時売り子の呼び声やわさび漬けや弁当や鯛めしを買う乗客の声でひとしきり構内がガヤガヤ騒がしくなったがやがて発車合図のベルが鳴り終わると巨大な生き物のように列車はまたノロノロと進行を始めたちょうどその時でっぷり太ったあから顔の50歳前後の紳士が 浴衣の上から不格好にバンドを締めてビールの匂いをプンプンさせながらくわえようじでマチ子の寝ているベッドのそばへ来て立ち止まった就寝前に食堂車へ行って一杯傾けてきたマチ子の父船木正三が寝台車へ帰ってきたのであるまだ起きているのかいもう十二時回ったから眠らんといけないぜよく眠っておかんと 明日は忙しいしからなこう言いながら正蔵は危なっかしい手つきではしごにつかまって彼女の信頼の真上にあたる上段の信頼へ上がっていった「ええ」と答えたものの彼女は容易に眠れはしなかったそれに「明日は忙しいからな」といった父の言葉が妙に彼女の神経に触った 忙しいという言葉が彼女の頭にはひどく事務的に響いたのであった結婚ということは女の身にとっては一生に一度の重大事である女の女の身にとっては一生に一度の重大事であるそれを忙しいという商売の取引のような言葉で言い表すのは彼女には冒涜のような気がするのであったことによると父は 一人娘の結婚後も実際何か品物の取引のように考えているのかもしれない父の日常を知っている彼女にはそうした考えが浮かぶのも当然だったしかし彼女はそんなことを長く考えているわけにはゆかなかった何もかもが一緒になって彼女の頭に押し寄せてきたのであった初めて会った時どう挨拶したものだろう 相手に一目見て嫌われたらどうだろう2日の間幾度となく考え抜いたこうした不安な疑問はまだ未解決のままで記者の中まで持ち越されてきていたのだ彼女は女としての教養の点においても要望の点においても平成から密かに自信を持っていた実際 特に彼女のぽっちりとした黒目がちの大きな2つの目は非常にチャーミングであったし彼女自身もそのことには気がついていたしかし今の場合そんなことが何になろう女学校を出てからただ今日のためにのみせっせと稽古をした茶の湯も生け花もピアノもフランス語もいざ今日になってみると皆むな虚しい努力であったような気がした それらのものは何一つ彼女に自信を与え彼女を勇気づける足にはならなかった列車は彼女の不安を乗せたまま刻々目的地へ近づいていった彼女は考えれば考えるほど明日の見合いが不安になったいっそもう見合いなどはしないですぐに東京へ引き返したいような気さえした 夜明け前に記者が琵琶湖の辺りへ差し掛かった頃には彼女は気遣いのために体中がこわばって楽しい見合いに行くのではなくて法廷へ出廷する被告のような重苦しい気持ちになっていた羽鳥ししゃくの次男近行が 木真知子との縁談を聞かされたのはそれより45日前のことであったあなたももうそろそろ家庭を持ってよい自分ですねという切り出しで母親からルルと書きくどかれた時初めはひと事のように聞いていたがだんだん真面目な話であることが分かってくると彼は慌てて母の言葉を遮った彼は慌てて母の言葉を遮っただって僕は 相手の女をちっとも知らないんだもの何とも返事はできませんよお母さんですから見合いをするのじゃありませんか見合いをしたところでぜひマチコさんをもらわねばならんというわけじゃなし気に入らねば気に入らないでそれまでなんですからでもね先方は随分熱心でお母さんはもう先方の女を知っているんですかいいえ まだちこさんは見たことはないのですけれど世話をしていただいた方のお話によるとここに写真もありますが彼女は一枚の写真を懐から取り出して息子に渡しながら言葉を続けたこのとおり器量もよし女の心得は何でもできるということだしそれに兄さんが先方のお父さんには随分お世話になっているので。 ナコードの話ですか。ナコードの話と売約の広告とは、うっかり信じられませんからね。それに。と彼は、やや皮肉な口調で続けた。兄が世話になっていることと僕の結婚とを一緒にされちゃたまりません。とにかく、僕はまだ結婚なんて考えてみたこともないんですから、もう少し考えさせてください。あまり突然で、どうも。 こんな具合で彼はそこそこに話を切り上げたのであった母から渡された写真は彼には全く興味がなかったので彼はそれを一目見たきりでテーブルの引き出しへぽいと投げ込んでしまった結婚ということは一般に若い女にとって重大事であるほどには若い男にとっては重大事ではない女は初めから結婚を目的に男を愛することもできるが 男は愛する女ができてからでなければ結婚を考えない近花はまだ見たこともない真子に対して真面目に結婚の問題を考えることはできなかった翌日には母から聞いた縁談のことなどはケロリと忘れてしまって朝から書斎に閉じこもって陪審制度に関する研究論文の続行に取り掛かっていたそこへコンコンとノックが聞こえて 26の痩せ型の背の高いどこか寂しい感じのする女が入ってきた「ずいぶん早くからお勉強ねでもほんの23分じ邪魔してもいいでしょ」こう言いながら兄嫁の美奈子はべたりと灯椅子に腰をかけた「さあどうぞ」と言いながら彼は快活に回転椅子を回して彼女の方へ向き直った。 秋になってから随分暑いですね、今年は。でも、姉さんはもう寝るだな。僕はまだこれで、この通りですよ。彼は、上夫の人への袖をめぐって、二の腕に滲んでいる汗を見せた。時に、おめでたいんですってね、近行さん。私、お礼を申し上げに来たのよ。彼女は、 そっと近い。雪の顔を盗むように見ながら言った。何がです。あんなに空とぼけて。嬉しいでしょう。私ももう一度近い。ゆきさんのような気持ちになりたいわ。ああ、見合いの話ですか？すっかり忘れていましたよ。美奈子の言葉を聞いて。 突然彼の頭に昨日の記憶がよみがえってきたちっともおめでたくなんかありませんよどうしたらいいでしょうね姉さん僕本当にあの話には弱っているんです彼は心持ち額を曇らした本当に弱っている様子だった弱るもないじゃありませんか一生に二度とない楽しい時期じゃありませんか 本当の結婚よりも見合いの方が楽しいものよ。胸がワクワクして、うれしいうちにも不安が混じって、そこが何とも言えない気持ちでしょう。冗談はよしてください。本当に僕はちっともうれしくなんかないんです。非常に迷惑なんです。あなたこそ冗談をよしなさい。 どんな方なんななです。写真を見せてちょうだいなそうそうどっかへしまったっけと言いながら彼はテーブルの引き出しから昨夜母から渡されたマチ子の写真を取り出して黙って兄嫁に渡した美奈子はそれを受け取ると無言でじっと眺めいった彼女の顔には一瞬間思いがけない妙な表情が浮かんだ それはまるで恋の競争者の顔に浮かぶような嫉妬とも羨望とも絶望ともつかないそれらを一緒にしたような表情であったきれいな方ですことやっとこれだけ言って彼女はかすかに吐息をつきながら写真を返してうつむいてしまったそこへ母の徳子が入ってきたおや 皆さんもおいでたねまあお母さんですかさあどうぞ私ちょっと近きさんにお祝いにあがりましたところですの彼女は立ち上がって徳子に別の椅子をすすめたまあおかけなさいあんたも母の徳子は腰掛けたまま近きの方へ椅子をすり寄せて急に改まった調子でいった 時に近行さんあの話はもう考えが決まったのでしょう。とにかく見合いの日取りだけはこの土曜日と決めましたからその日は開けといておくれでないと困りますよこの土曜日だってとゆきはいつから飛び上がらんばかりにびっくりして聞き返した僕はそんな急な話だとは夢にも考えていなかったのですそれは困りますだってお前 結婚の日取りを決めたというわけじゃないし見合いだけなんだもの一応あんたにも相談すればよかったのですけれど何しろ中井さんの方でせくもんだからそれに土曜日すぎると近尾も東京へ行かねばならぬ用事があるというのでねえでは兄さんはまた東京へ行くんですか昨日帰ってきたばかりでまだろくろく家にも落ち着かないのに 彼は額にしわを寄せてちらりとミナ子の方を見ながら言った彼女の顔はさっと曇ったそれを見ると彼も胸が痛くなったそれに今度の仲人というのは中イなんですかずいぶんいろいろなことに世話を焼く男ですねあの男は彼は母の方を向いて質問するように尋ねた 本当に親切な方ですよお父さんが亡くなられてもこうしてこの家が維持してゆけるのもあの人が親身に尽くしてくれてるおかげですあの人のためにも今度の縁談はまとめておくれてなくちゃ私だって困りますよでは土曜日の午後都ホテルで先方と会うことになっていますからねこう言いながら徳子は立ち上がってちょっと兄嫁に会釈をして出て行った 美奈子は丁寧におじぎをして後を見送った「姉さん」と近行は母親の後ろ姿を見送りながら言った「僕はどうしたらよいのでしょう」「僕は全くのところ結婚をする気はないのです」「いつか姉さんにだけはお話ししようと思っているのですけれど今は言えませんが」「とにかく今のところ 僕は誰とも結婚する意思がないんです結婚する意思がなくて見合いをするのは虚偽でしょうねえ姉さん美奈子はしばらくの間何とも答えなかったそれに僕は中井というやつが嫌で仕方がないのですあいつは羽鳥家を腐らすバチルスですお母さんも兄さんもあいつを信用していますが僕は あいつの顔を見ても胸が悪くなりますでも見合いだけはなさらなきゃいけませんわお母さんがあんなにご心配してくださるんですもの彼女は顔を上げてじっと近いきを見ながら言った彼女の目は涙で潤んでいたそうです見合いだけは ななさらなくちゃ。彼女はこの言葉を言い終わらないうちに右手で顔を隠すようにして近行きの書斎から出ていった京都から北へ向けて5時間ほど旧式な客車にガタガタ揺られながら 三十いくつのトンネルを通り抜けると丹後ちりめんの本場の峰山という田舎町にしては割合に落ち着いたこじんまりした町へ着く昭和二年春の震災で文字通り全町灰になってしまったがそれから一年半もたったその頃にはもうほとんど新しい建築で軒並みは揃っていた峰山駅からタキシーで北へ三四十分道のりにすれば四里そこそこのところに 日本海に面した大沙という漁師町がある「間に人」と書いて「泰座と発音させるのが妙である上にこの町の住民は近所界隈の村落の住民と全く変わった気風を持ち言葉の鉛までがらりと変わっていた多分いつの時代にかどこか遠くの国から潮に流されてこの浜辺へ漂流した者の子孫が現在の泰座の住人となっているのであろう。 台座の町外れに白島という周囲10丁ばかりの島がある今ではつり橋で町との間を自由に往復ができるようになっている外面に面した島の突端は大小さまざまな形をした断続した黒い岩の岬となって山頂も海の中へ突出している島には一面に松が生えていて松の木陰に ちょうど稲毛の海岸にある海帰館のような造りの旅館兼料理屋の2部屋くらいの座敷が4つ5つ点在しているこの旅館は普通に炭兵と呼ばれているどうでしした？たたくさん取れましたか？岩の岬からニコニコ笑いながら海水着を着てタオルを首に巻いてザルをぶら下げて上がってくる青年を見ながらこう呼びかけたのは。 おきぬさんという炭兵の女中であったああ随分い,いるもんだね1時間もたたぬうちにこんなにとれたよまあほんまにお上手どすなおきぬはざるの中をのぞき込みながら言った中には二重余りのサザエが入っていたそのかわり随分手を傷だらけにしちゃったよ狭い岩の中にいるものだね でも、これで見ると海の底がよく見えるね。実に綺麗だな、海の底というものは。彼は耳にぶら下げていた潜水メガネを刺しながら言った。そうですか。私なんかまだ見たことありゃしめへんが、みんなはんそう言わはります。あの栗の伊賀みたいなものは何かねちょうどサザエのいるようなところには、大抵あいつが頑張っているんだね。 痛くて始末が悪いよそれはウニどすやろたくさんいますほどすなあのー、お昼を離れの方へ持って行っときましたさかいあちらへおいでやすな今日はビールを持ってきてくれんか一人だと寂しくてしょうがないから一杯飲もう彼は濡れた海水着を脱いで洗面器に用意してあった真水で体を洗いながら話し続けた 旦那んいけますやろこの本はおきぬは青年が肩から浴衣を引っ掛けて座るとアサヒビールの瓶を取り上げて彼の差し出すコップにつぎながら言ったそうでもないね一本がせいぜいだしかし海から上がってものを食べるとおいしいねおなかがすいててどうですべっぴんはんをお呼びやすんだ 美人も見ときやした方がよっせ芸者かいダメだね芸者なんて呼んだことがないから決まりが悪いよそれよりもまあ君も飲みたまえ私いただけまへんわこう言いながらもおきぬもコップを受け取って飲んだ松の梢を渡ってくる風は開け放した座敷を吹き抜けるので 夏の真っ盛りとはいえサバサバと涼しかった青年が飲みつけないコップを重ねて当然としている時にチヂミの一重の上から博多の帯を締めて三味線を片手に持った21人の女が古ぼけた友禅ちりめんの一重の裾をはしょって赤い桔斑をつけ重そうなポッコリを履いた2人の娘を連れて島へ上がってきた娘は歳で。 唇には真っ赤な紅をつけていた「旦那はん」「呼んどくれやすな」2人の娘は青年がビールを傾けている座敷の縁側へメのように走ってきて先代萩の千末のような声をそろえてこう言った「なんだい君あれは」彼はお絹を顧みて通った「崩壊屋さんどすがな」 お絹は声を低めて耳打ちするように答えた。2人の娘は不安そうに、じっとそれを見つめていた。踊るのかい？では踊らせてみよう。おい君たちこちらへ上がりたまえ。おおきに姉、ね、さんおいでやす。少し離れて立っていた三味線を持った女もしとやかにお辞儀をしながらやってきた。 さあ、上がりたまえと青年は気さくに言った上がらしておもらいやすなおきぬもそばから口を添えた3人の女は着物の裾のほこりを払い足袋を脱いで踏みんの横に履物と一緒に片づけてから女はつつましやかに2人の娘は危機としてふすまを外して 二部屋続きにした座敷の外れに上がってすぐ支度に取り掛か,かった女は三味線のねじめを直し調子を調べ二人の娘は後ろ向きになって着物を着替えた三味線の音に連れて女はややさびのかかった豊かな声量を張り上げて歌い出し二人の娘は踊り始めた楽器の音と肉声とは 何とも名乗しがたい一種の愛嬌を帯びていた2人の可憐な娘の手足首胴全身の筋肉はまるでこの見えない音に自由自在に操られているもののように滑らかな曲線を描いて動いていったみすぼらしい3人の服装を、いかにもつつましやかでありながら またそれと同時に大胆な三人の態度上流な家庭の中に育ってお上品な取りすました形式一点張りな女ばかりに接してきたこの青年の目に全く新しい怪奇な孤悪的な世界を展開した分けても二人の少女を連れて三味線一本を生活の資本として町から町へ 村から村へとさすらい歩いてゆくこの若い女のけなげな姿その哀愁を帯びた肉声は哀れっぽいようなそれでいて賛美したいような怪しい思いを彼の心の中でそそり立てた踊りが一つ済むと二人の少女はまた後ろ向きになってちょっとなりを直して今度は豆絞りの手ぬぐいを肩にかけて深川を踊りだした それからカッポレ春雨、五段返しと次々に歌と三味線とは呼吸を合わして踊っていった青年はそれを見かつ聴いているうちに全く恍惚として溶け入るような気持ちになってしまったどんな名舞踏家の踊りだってこれほど完全に観客の魂を奪うことはできないであろういや どうもご苦労だったね。素敵だった。これからどこへ行くねまだお昼前だろここで食べて行きたまえ。青年は手記を帯びて上舌に言った。ねえ、君。三人前食事をこしらえてくれたまえ。彼はお絹の方を見て付け足した。かしこまりました。と言いながらお絹は庭履きを履いて母屋の方へ行った。 ままあみんなこっちへ来たまえ。そんな隅っこにいないで二人の少女は思いがけない簡単にうれしそうに顔を見合わしてそれから二人顔をそろえて姉さんの方を見た三味線の女はただおじぎをしたばかりだったほんとにこっちへ来たまえこれからどこへ行くんだねこの町のお茶屋さんを回ってきます 女は低い声で答えながら少し前へにじり出た歌を歌う時の女王のような大胆な声と今のつつましやかなほとんどはにかむような声とは何という相違であろうこの思いがけない対象は青年の心をますます怪しく浮き立たせた食事が済んだ頃には2人の少女はもう慣れてしまって 庭を飛び回って誘導演目に乗っかったり離れのすぐ下にある浜へ降りて貝を拾ったりして倒れていたお絹は食事の残骸を母屋の方へ運んでいたその間に青年は突然抑えがたい衝動に駆られてずかずかと女のそばへ進み寄って無言でしっかりと彼女の手を握りしめた彼女はハッと驚嘆したが 少しも抵抗しないのみか青年が手を離そうとした時かえって今度は彼女の方から青年の手を固く握り返した青年の燃えるような唇と女の唇とは吸い寄せられるように密着した2人の間には長い長い抱擁が交わされたのであったまた呼んでちょうだいね忘れないでちょうだいね やっとのことで女はこう言って涙に潤んだ目で青年の顔を見上げた青年は返事をする代わりにその目にそれから唇に幾度もキスをしたこの青年こそ羽鳥近行きだったのであるこれが彼の初恋であったこの初恋の女が忘れられぬために 彼は船木町子との今度の縁談に全く気乗りがしなかったのである見合いの前の晩になっても彼は相手の女性のことなどは全く考えないでついひとばかり前松の木陰の道を名残惜しそうに後ろを振り返りながら二人の少女を連れて三味線を片手に帰っていった旅芸人の寂しい姿ばかりを思い出していたああ 彼女は今どうう。しているだろぜひもう一度会って何もかも語らねばならぬそして彼女の心の中をすっかり聞き出さねばならぬと彼は固く決心しただが彼の決心には頓着なく船木真知子との見合いの時刻は刻々に近づきつつあった 第2章第一印象1都ホテルの2階中央のホールにはさまざまな大きさと形との椅子が庭石のように並んでいてその間に23人固まって談笑したりただ1人安楽椅子にふんぞり返って無念無双の京を楽しんでいる内外の客が 三人人散らばっっていたたもその一人だった彼は一般の客からできるだけ遠く離れてベランダの片隅の椅子を占領して京都日の出新聞からジャパンアドバイザーに至る東京大阪京都のありとあらゆる新聞をテーブルの上へ積み上げて次から次へと機械的に目を通していた。 平成工場のエンジンのような多忙な生活に慣れていた彼には何もしないでいることが何よりの苦痛なのである中身は一行も読まなくてただ新聞のページをめくっているだけでもいくらかこの本能を満足させることができるのだものの5分とたたぬうちに彼はせっかく持ち出した一かかえの新聞の閉じ込みをまた新聞かけへ運んでいってそれから武作法に大きなあくびを一つして のそのそ歩き出した彼は自分の部屋の前まで来るとちょっと眉をひそめて立ち止まったドアの上の欄間に打ちつけてある白い瀬戸物にナンバー44と黒く部屋の番号が記してあった「これは忌々いましい番号だわい」と彼は思った元来彼は極端な常識家で というものは彼の頭には取りつく足場がなかったのであるがどうしたはずみにごくくだらんことが妙に気になってしょうがないこともあった彼はこのいまいましい考えを何か目に見えるゴミでも払うように振り落とそうとして乱暴に頭を振ってからコンと一つノックしてうちからの返事も待たずにドアを開けた真知子は着物を着替えて髪を直して 今鏡に向かって最後の髪の仕上げをしているところであったどうだいもうすんだかいと正蔵は後ろを振り向いたちこに言ったえと彼女はまた鏡の方へ向き直って答えただけど昨夜髪に癖がついちゃってちっとも直らないのよほらここのとこがおかしいでしょ それにこの半襟の色も変だわ。真っ白の方が良かったと私思うわ。着物もロチリメンなんかおかしくないでしょうか。赤紙の方が良かったのじゃないかしら。今日は何もかも変だわ。実際、マチコは昨夜の睡眠不足のせいと、嫌が王でも刻々に切迫してくる見合いの時刻とに、すっかり落ち着きを失ってしまって、不意に火事にあって泡を食った人のように、 自分の体が自分のものでないような気がしていたのであるだが肖像には髪や着物のどこがどうおかしいのかどう変なのか一向わからなかったので「そんなことはどうでもいいさ」とめんどくさそうに言いながら窓際の椅子にどかりと腰をかけて葉巻に火をつけてぼんやり窓の外を眺めだしたすぐ目の下には 毛上行きの電車が疲労した労働者のように喘ぎながらノロノロ走っていた斜め左手には上行一体のくすんだまちまちが9月の炎天のもとに鈍色な瓦の光を放っていたこうした平静な環境はすぐに彼を退屈にした自分の娘がしかも一生の大事を前にした自分の娘がすぐそばにいても 彼の退屈を癒すことはできないのだ小敵を前にしての火の出るような戦い敵の虚に乗じ裏の裏をかく戦略を凝らすことそういうことのほかに彼にとっては人生はないのであったそのほかのことはみんな彼には退屈だったのでその退屈を紛らすためには絶えざる酒と女とが必要であった酒もなしに 結婚のような問題のために半日も一日も時間を過ごすことは我慢のできないことであった彼はイライラしながら立って床の上を歩き出したかと思うとまた椅子に腰をかけ腰をかけたかと思うとまた立ち上がって文字通り時間を殺すことに努力していたしかしそんなに長く彼は立ったり座ったりしている必要はなかったというのは 間もなく防衛に案内されて40前後の紳士が入ってきたからであるそれは中井寛一だった彼は牽制者と牽制者との間を渡り歩いて行く先々で蚊のように血を吸って回る高頭奉還に特有の表面は羊のように温順で少しにやけたところさえあるにかかわらず内心は一部の隙もないように武装して 敵の隙を見ていていつ何時でも飛びかかる用意をしているといったふうな男であったこういう人間は生理状態までが普通の人と違っていると見えて29度の暑さに折り目正しいモーニングを着てそれで汗一つかいていなかったことによるとそれを見せるためにわざわざモーニングを着てきたのかもしれない それくらいに洗練された人身操縦術を彼らは心得ているのだ肖像との間に簡単な窮屈な挨拶が交わされマチ子との初対面の挨拶が済むと初めて中井は真っ白なハンカチを出してちょっと顔を拭いてから言った写真で拝見したのよりずっとおきれいですないや近行さんも閣下も大奥様も定めしご満足でしょう。 <laughs> 時にちょっとお耳をと2人の顔を当分に見ていってから彼は肖像の耳に二言三言何か低い声でささやいたじゃあ屋上へ行きましょうまだあまり客はあるまいから話をするにはちょうどよいですよさようですなではお嬢様ちょっと上へ行ってまいります 彼はこう言いながら肖像の後ろから出て行った。屋上に設けられた下記の臨時食堂には、実際客は1人もいなかった。昼間から酒を飲むわけにもいかんから、レモンスカッシュでも取りましょう。レモンスカッシュを2つ。2人が席に着くとすぐそばへやってきた。ウェイトレスに向かって、肖像はこう言った。 実は少し出かけに取り込みがございましてねお約束の時間が3四4 0分遅れるかもしれないのでそのお断り方々私が一足先へ参ったようなわけです何か故障でもい,いえ何ちょっと病人ができましたもんでそりゃあいけないどなたが奥様ですよ 何持病ですから心配はいらんのですがちょうど準備をして出ようとする間際だったもんですからつい慌くっちまいましたね何しろ奥様も彼はちょっと間を置いてから続けたそれよりも例の方はうまくいっとりましょうか大丈夫閣下さえ承諾してくださりゃ私の方はもういつでも実行できるようになっていますよ 衆書のほうもうまくできますから。やっと佐藤博士を抱き込んじゃいましたよ学者というやつはどうも飲み込みが悪いので酔ったが案外たやすく落城しましたよ5000円のチェッキで日本一の栄養科学の大価の首を縦に振らせたんですから安いもんだ近頃は 学者も昔と違ってなかなか話せるようになりましたなで法律の方のことも心配はいりますまいな犯罪になりっこはないじゃありませんか佐藤博士の実験の結果はもう学会に発表されているんだし博士は確かに営利事業として採算が成り立つということを信じているんですからあとは 資金と世間に脅しの利く人との問題だけですよで閣下はどういう意見ですな閣下は非常に乗り気なんです何しろ出資者はいくらでもあるからお嫌なれば別の心当たりへ当たってみるというようなそぶりを見せたら一も二もなく犬が牛肉に飛びつくように飛びついてきましたよしかし 彼は声を落としてちらりと素早く辺りを見回してから語り続けた今度の話だけじゃありませんから磁爵をいつまでも仲間に引きずり込んでおくためにはできるだけ深い関係をつけとかなきゃなりませんでなそれでこの縁談はどうしても一つまとめておかなくちゃ時に令状は全くお美しいですなあれじゃ成功疑いなしです 女房子供のある私でもついみとれてしまいましたよははははは。<laughs> 女というものはこういう時には重宝なもんですわいこういう必要もあろうかと思って実はあれの教育には随分前々から骨を折ったのですよ中井はこの時急に時計を見ていったああ もう12時です。ぼつぼつやってくる自分ですから部屋へ帰りましょう試錯団の焦燥原員中でも腕利きとして貴族院に重きをなしている羽鳥千夫の一行弟の近行幸と 仙台磁石の未亡人徳子との3人を乗せた自動車が都ホテルの玄関に着いたのはちょうど船木正蔵と中井寛一とが屋上から下の部屋へ降りてくるのと同時刻だった双方の間にひとしきりかしましく挨拶が交わされる間中井は半生の間に鍛え上げた巧みな社交的手腕を発揮し要領よくその場をさばいていった未亡人と待ちことが紹介された時 未亡人が生まれつきの京都弁から努力の結果全治習得してきた東京弁に移った独特の爽やかな弁舌を振るっていろいろなことを話し立てている間マチ子はライオンの前へ出た子羊のようにただただ相手の異様に圧倒されてうつむいたきりで時々口の中で聞き取れないくらいな小声で返事をしていた近香幸とマチ子が紹介された時は 2人とも一度も相手の顔を見ないで互いにうつむいたまま「僕近行きです。どうぞよろしく」「私マチ子と申します」と言ったきりで済んだだがこの30秒ほどの間にマチ子は全身にひどい不安を感じた何かしらいつの間にか自分の髪がバラバラに乱れ 襟がぶさ法に広がっているような気がしてしょうがなかったもう一度鏡の前へ行って自分の姿を見直していきたいと彼女は思った時刻が遅れたので一同はすぐに食卓に着くことになった食事は大食堂ではなくて別に宴会用のパーラーを借りてそこですることになっていた食卓の中央には温室で咲かした菊の鉢が置いてあった 幸と真知ことはそれを挟んで向かい合って座りその左右に磁石と中井と未亡人と正蔵とが互いに向かい合って座った本当にお嬢さんはお美しくておとなしくてお幸せですね学校はどちらをお出になりました双葉女学校へやりましたどうもいつまでもねんねで困ります あああの四谷見けのところにあるそうなんですかそれはそれはそれでフランス語がお上手なんですね学校を出てから2年ばかりアテネ・フランセとかいう学校へも通ったのでちょっとした話くらいはどうやらこうやらそりゃあお偉いですねその他に何かお稽古でもはい 音楽の方はピアノと琴と少しばかり、それに茶の湯、いけばななども稽古はしているのですが、何分不器用な立ちでして、マチ子は隣で肖像と未亡人との間に、彼女についてこんな会話が交わされているのを聞かないようなふりをしながら、神経を針のように尖らしてきていた。左隣では、 なか中とが民政党の内紛問題について高い声で話し合っていた何しろまだまだ揉めるよ政権を持っている声優会が利権の餌を投げるんだもの野党の貧乏世帯じゃ防ぎきれたもんじゃない何しろ一党の総裁たる者容易に政権を投げ出しちゃいかんねえ国民の世論や新聞の論調にくよくよするようなこっちゃ 大政党の総裁にはなれん。死んだ腹はそこへ行くとえなかったな。田中も図太いところはちょっと似とる。民政党系の総裁級の人間は、加藤にしても若槻にしても、今の浜口にしても、どうも正直すぎていかん。政治家には正直という徳は必要ないんだ。この時、 今まで今までの政治家はそうだったのでしょうこれからはそれではいけませんこれからの政治家は民衆の世論を踏みにじるのが偉いんじゃなくて民衆の意思をバカを言っちゃいかんそれは諸政論というやつだ政治は議論と実際とじゃまるで違うのだ どおりにいかんところに政治の面白みがあるんだボーイは次々に皿を取り替えビールとシトロンとをつぎ分けていった大月の盃には白と赤とのブドウ酒が継がれていた磁石は赤をぐっと一息に飲み干しながらマチ子に向かって快活に言ったちこさんこの赤い方を召し上がってごらんなさい。 この家の自慢のぶどう酒です。アルコールはごく少ししか含まれていませんから、ご婦人にでも召し上がれますよ。ねえ、お母さん、おいしいでしょおいしいですよ。一口上がってごらんなさい、ちこさん。ええ、うん。と町子は答えたが、もじもじしていて、とうとうお杯に手を触れなかった。近雪さんは、 お酒は召し上がらないんですか。近行きのコップにシトロンがついであるのを見て肖像が訪ねたええ少しは飲めますけれども好きではありませんこう答えた時彼は不意にひとつき前丹後の城島でハンダースもビール瓶を空にしたことを思い出したそしてその時の崩壊節の女の姿が頭の中をかすめて通った 自責の念とたまらない懐かしさとがむらむらと彼の心にこみ上げてきた一瞬間彼の心はどこかへ飛んでいって自分が今どこへ何をしに来ているのかを忘れてしまったしばらくしてハッと我に返って顔を上げるとその時偶然彼の視線と真知子の視線とがばったりあった2人の視線は まるで形のある糸か何かのように途中でもつれ合って23秒間思わずピタリと顔を見合わせてしまった真知子は火のように顔を真っ赤にしてすぐにうつむいた頭の中には激しい旋風が起こり胸の動悸は100を超えたように思われた彼女はその時初めて彼の顔を見たのであった しかし何という偶然かやはりその時初めて彼女の顔を見た彼の視線とまるで合図がしてあったように会ってしまったのだ第一印象そうだこれこそ本当の第一印象である2人の頭の甲板には時を同じうして互いに相手のイメージが鮮やかに建造されてしまった 真知子はまごまごして思わず赤いブドウ酒の杯を取ったとどうだろう近行きもやはり無意識にブドウ酒の杯の絵を指でつまんでいた2人は同時に相手の動作を意識したそしてこの引き続く暗号にますます自分の心がいやなしに相手の心の方へ引き寄せられていくのを感じた 一旦手に取った杯をまた下へ置くわけにもいかないので2人はまた申し合わせたようにそれを唇へ持っていったそしてすぐにそれに気がついて2人の顔は同時にパッと赤く染まった真知子は不器用に一口酒を飲んで杯を下に置いた彼女には自分のすることが何もかも不器用に思われてしょうがなかった 若くて美しくて気品があって男らしくてそれでいて知性に輝いている近行の第一印象に比べると彼女の一挙一動は全てが不器用でぎこちなくて臭悪に感じられたのであったしかし近行にとっては全てがその逆であった彼女の純潔そのもののような姿こそ彼にとっては 地上における最も聖なるものであったのだそれに比べると彼自身の存在のごときは太陽の前のウジ虫にも等しいものであったこの間のわずか56秒間の小さな出来事は2人の心中に大きな渦を巻き起こしてそれから後の食事時間の全部を2人は一切を忘却し一切を超越して 全くの無心状態で過ごしてしてまった人間の心理作用というものは平成の極地に達した時にも無心状態を検出するものだが興奮と劇場の絶頂に達するとすべてが相殺され中和されてやはり一種の無心状態を検出するものらしいそのうちに食事は進行してデザートコースに入っていた司石と中井との話は いつの間にか日中問題に進んでいるらしかった「シデハラ外交」とか「国民政府」とかいう時々新聞で見る熟語がマチ子の耳にも時々聞こえた中井は全ての問題について何一つ意見を持たないことを主義としている男であったそれが彼にとっては諸世の要衝であった相手の議論に対して必ず一度は反対してみる そして結局は相手に屈服されてしまいには相手の議論に追記してしまうこのコツが彼のような人間にとっては何よりの社交の秘訣なのだこの反対は強すぎても弱すぎてもいけないものである貴族や富豪の自負心を傷つけてはならぬと同時に十分にこれを満足させねばならぬからである今も中井は 紫釈に対してこの定跡通りに会話を運んでいったものと見えて「なーるほど」と心の底から出たような簡単な声を放って相手を交渉させていたところであった徳子未亡人は主として肖像の話し相手になっていたが60近い社交の場数を踏んできた女に特有の神経と直感と理性との全部を傾けてそれとはなしに真知子の観察を怠らなかった。 こういう女にかかっては若い女はどんなに防御したって用心したってファーブルの虫眼鏡に照らされた昆虫のようにその全秘密全真相をそこの底まで見抜かれてしまうよりほかはなかったことに未亡人は近行と町子との視線のあった56秒間の2人の様子を司祭に観察していたそして満足の表情を浮かべながら 以前よりもますます常設になって肖像に世間話を仕掛けていたでは皆さんどうぞ臨室へ適度の潮時を見計らって中井が一同に会釈をすると6人の者はぞろぞろ立ち上がって休憩室の方へ出て行った3 それかかからら、時間ばかり経ってから羽鳥ャクと中井と船井正蔵とは溶弾があるというのでホテルを出かけていった近く設立されるはずのアジア製党会社のことについて打ち合わせのためであったついでにちょっと言っておくとこの製党会社は佐藤博士の発見によって一時新聞で騒がれた木材から砂糖を生成しようとするもので佐藤博士によると 十分営利事業として引き合うのみならず、大規模にやれば砂糖の値段を現在の3分の1くらいに低落させて日本のみならず全世界の製党業を根底から覆すに足るものであった発案者は現在東亜製糖会社の重役をしている船木肖像で中井寛一を仲介として羽鳥磁石の援助を求め 試着を通じて大阪方面から有力な出資者を求めるために、今度二人が会見する段取りになり、二人の関係を切っても切れぬものにするために、副産物として近行きと町子との縁談が中井の口から持ち上がったのである。もちろん近行きも町子もそんな事情は知らなかったし、未亡人も何か事業関係が背後にあることはうすうす勘づいてはいたが、詳しいことは何も知らなかった。 それに3人の当事者もこの政党会社の設立については命々違った目的を腹の中に畳んで互いに相手を犠牲にして利益を独占することを念がけていたのであるとにかく3人を乗せた自動車は四条木屋町の鶴の家という怪しげな旅館の前に泊まった一方でタヌキとムジナとイタチとの忌まわしい会合が行われている間に他方ではそれと独立に 世にも美しい青春のロマンスが進行していたのである一同が休憩室へ退いた時近行と町子との興奮のために固くなって萎縮した心持ちはだんだんほぐれていった分けても近行は町子に向かって何か話しかけたい欲望を激しく感じてきた町子も時々顔を上げてはちらっと近行の方を見るだけの大胆さを回復してきた もちろんその度に顔がほてってすぐに目を伏せてしまわなければならなかったけれどとうとう近行きは何か話しかけようと思って町子のそばへ寄っていったがそばまで来ると目に見えない電気のようなものに全身を打たれるような気がしてまた急に硬くなって何を話していいかわからなくなってしまった町子さん今日私たちがお目にかかったのは何のためか ご存知ですかと彼は途中で少し緊張しながら言ってしまったそしてすぐに穴の中へ入りたいようなひどい周知を感じた「なんという無作法ななんという切烈な問い方をしたものだろう」と彼は考えて自分で自分の体を吐きだめでも捨ててしまいたいような自己嫌悪に陥った「ええ」とマチコは答えて ちらりと美しい目を上げて相手を見たしかし近きはもうその時はひどい恥ずかしさのために真っ赤な顔をして下を向いているところだったので彼女もすぐうなだれてしまったそれっきり二人はまた沈黙してしまった近きは今のぶしつけな問いのために後悔と恥ずかしさとで頭が混乱して二の句が告げなかったのである こはただもうおどおどしてもちろん自分から話しかける勇気などは絶対になかったただ2人は半メートルばかり隔てたお互いの体と体心と心とから無数の電気が放射して中途でもつれ合い衝突しつつあるのを感じただけだった近行幸にとっては今日の見合いの結果は実に意外だった 彼は冷静な心でこの会見を事務的に終わってしまうつもりでいたところが真知子の第一印象が彼の冷静を一瞬間のうちにかく乱してしまった彼はその瞬間から何もかも忘れてしまって彼女の姿がみるみる大きくなって彼の意識の全体に広がり全世界が彼女そのものになってくるのを感じたのであった真知子も同じであった 彼女の心は二人の視線がばったり合うその刹那まで恐ろしい不安と一刻も早くこの解剖台のような気味の悪い窮屈な部屋を逃れて一人になりたいという欲望とでいっぱいだったのだ真っ白な越後帳符と真っ黒な炉の紋付との上にくっきりと浮き上がっている鶴のような高貴な近行きの顔を一目見てから 永久にそのそばを離れたくないような怪しい引力を感じて酔ったような気持ちになっていたのだ3人が出かけた後で近行きと町子と未亡人の徳子とは3人で丸山高原を散歩することに話が決まった町子を真ん中にして近行きと徳子とが左右に座を占めて自動車で3人がホテルを出たのは午後4時ごろであった 車体の振動するたびに若い2人の男女は薄い衣を通してお互いの体がすれ合うのを感じたマチ子の髪が近行きの方へさらさらと触れることもあったその度に近行きにはそのむずがゆいような感触が1分間も消えずに残っているような気がした街を通る人々屋内に整形を営んでいる人々 全ての人々が2人の心には無生物のように思われた何もかも惨めで不幸で無感激でただ彼ら2人だけが全宇宙に君臨している王者であるかのように幸福であった彼らを乗せてゆく自動車はアポロとヴィーナスを乗せて翼のある天馬に引かれて雲の上をかけてゆく日輪の馬車のように思われた 3人は公園のしだれ桜のそばで車を降りて車をそこに待たせておいてブラブラ散歩することにしたこちらの公園なんてつまりませんでしょ丸山公園の夜桜って名高い桜なのですよでも花どきでなくちゃつまりませんけれど本当にこちらはおよろしいですわマチコは、 午後の日差しを青治色のパラソルでよけながら未亡人と並んで歩いた実際彼女には初めて来た京都の全てが美しく古典的に映ずるのであった分けても彼ら2人の幸福の舞台としてこの上なくふさわしいような気がした本当に京都というところは夏は暑いばかりでつまらないのですよ晩にでもなればまだいくらかよろしいのですけれど あの池のそばへ行って少し休みましょうねえ近行きさん返事がなかったので特穂は後ろを振り向いたそして彼らから20歩ばかり離れたところに棒立ちになってじっとある方角を見つめている彼の姿を見出した彼が見つめている方角にはみすぼらしい女が2人の可憐な娘を連れて 片手に色の合わせた日傘を差し片手に三味線を下げてこの世に全ての希望を失ってしまった廃山者のように力なくとぼとぼ歩いていくのであったそれは1か月前丹後の白島の松の木陰を後ろを振り返り振り返り帰っていった3人の崩壊節の女の姿であった 近雪は母の呼ぶ声も耳には入らなかったのだ息が止まって足が地べたに吸いつけられて動くこともどうすることもできなかったのだ足元からもうもうともやが立ち上って彼の全意識を包んでかき消してしまったそしてちょうど舞台のダークチェンジのように彼の意識には 一瞬間前とは全く変わった光景が展開されていた夢から覚めた人のように彼は辺りを見回したそうだもう少しでこの俺は彼は容易ならぬ決心を自由に表して声を出して独り言を言ったまああなたは何をぼんやりしているんです

茶舞台を前にして胸足に肩肘を乗せて女中お房を相手にちびりちびり飲んでいたのは船木正三の秘書の山田清太郎という三十前後の青年であった開け放した窓は隅田川に面して真正面には国技館の大鉄線のイルミネーションが夕闇の空にちらちら輝いていた出羽海部屋の左手の三ツ矢サイダーの広告灯は水に映って 上と下とで忙しそうに旋回していた。おなぎになったらいかがです、ヤサ。本当に今年はどうしたというんでしょう。今頃になってこのやつだったら。よかたにおき上えりになったらおフサは扇風機の向きを直しながら言った。うん。俺はそれほど暑くないよ。もう扇風機は止めてくれ。 今日は川からいい風が入ってくるじゃないか今頃になるといくらか楽になりますけれどおふさは扇風機を止めて少し横へ片づけながら言葉を続けた今日は誰をおかけしましょう松葉さんそれともおしめやっこさんまあ待ってくれ今に大将が来るから来てからだ今日はちょっと話があるのでね まあ一杯飲めありがとうございます恋の分かり輝く真っ赤な色にか夏は川端に限るなところでうちは区画整理はいつだいこの頃の柳橋はまるで地震のあとみたいな騒ぎだねそうでございますよ 本当にお客様にお気の毒なんですよゴミゴミして道が悪くてそれでもおひいきにしてくださるんですからまったくおなじみ様ってありがとうござんすわうちも来月いっぱいで引っ越しなんですよ時に姉さんどうだい締めやっこのやつは大将に気があるよ怪。かい大将もないじゃありませんか ヤーさんヤーさんで大変ですわ早く言うことを聞いてあげなくちゃ罪ですよ昨日も遊びに来ましてね冗談言っちゃ困る俺はあんな甘ったるい声を出すやつは大嫌いだそれに今どき30やそこらのかばん持ちに惚れる芸者があってたまるかい今の芸者は50を越して頭がはげて腹がビール樽のようにでっぷりして 太い金鎖でもピカピカ見せていなくちゃ相手にもしないんだくらいは俺だって知ってるよまったくうちの大将に惚れんような芸者は芸者の資格がないよ俺が女だったらその時下からよく通るばいの声が聞こえたおふささんお疲れさまあーいただいま お房は急いで杯を干して配線ですすいで山田に刺してから立ち上がって下へ降りていった「ようやってるな」こう言いながら正蔵は床の間の前の麻の座布団の上にどかりとあぐらをかいた後からついてきたおふさはパナマ帽子とかばんとを違い棚の上へ置いてから改まって「いらっしゃいまし」 とバカ丁寧に挨拶をした。正蔵はしばらくたっておふさが持ってきたぬれ手ぬぐいで顔から胸の方まで拭いて扇風機の前へ行って胸を広げながら行った用事があったら呼ぶからね下へ行っててもいいよ少し話があるんだからさようでございますかまあ一つお酌をさせていただいてでは ご用があったたらベルを押していただきます。こう言って彼女が出ていくと正蔵は山田に向かって行った「いや、ご苦労だったな君今日はとにかく明日の策略をよく相談しとこうと思ったな何しろ相手の磁石は若造にも似合わずカミソリのように切れる男だわいそれに中行ったやつがまた」 一筋縄でいけるやつじゃないこちらはこちらでよっぽどふんどしを締めてかからなくちゃ資金の方は話が決まったのでしょうそりゃ200万円だけは試着が出すって言うんだそれに大阪方面のことも引き受けるとは言うんだその点は安心なんだがね資金の方さえ安心できりゃ 今度の話は大丈夫ですよ。ところが仲行いってやろうがただものじゃないてどうも俺はあいつはこちらの腹を裏の裏まで見抜いているんじゃないかと思うそうかもしれませんねあの男のことだからそこでだと正蔵は声を落としていったこちらが 中井とどこまでグルになるか問題なんだというのは中井と紫爵との間にどれだけ了解ができていて中井がこちらにどれだけ腹を割っているかが分からんからねいっそのこと中井にも紫爵にもすっかりぶちまけてしまったらどうでしょうそれじゃあこれまでの努力が水泡になるさ 娘の縁談まで持ち出して打った大芝居が何にもならなくなるさ考えてみたまえ資金を出すのは私尺なんだろう。我々は無一文で仕事を始めるんだ甘い汁はすっかり向こうへ吸い取られてこちらはほんのお裾分けを商売するっていうことになるに決まってるじゃないかそれもそうですなしかし カミソリのように切れる磁石がたった一度の会見で200万投げ出すというのも眉唾のですあの年で貴族院の惑星だなんていわれているくらいの男がところがその点は大丈夫と思うんだいくら切れるようでもやっぱりわがいさ。それに今度の話は相手がもののわかる人間だからこそ都合がいいんだ 旧式な分からず屋だったら木材から砂糖が取れるなんたら点で相手にはなりゃしないそこへ行くと頭が新しいだけに試着は飲み込みもいいさ佐藤博士の説にすっかり感心しちまってるんだからねそれはそうと君の方はうまくいっているだろうね私の方も大丈夫です 土地も多摩川に1万坪を契約してありますし、工場の方は大倉組とすぐ手打ちができる段取りまで進んでいます。機械設備の方は佐藤博士の紹介で井上工学博士の方へ話を進めてありますから、すぐに見積書ができるわけです。それに、いざという時の新聞の広告の文案まですっかり出来上がっていますし、工業クラブの講演会の方も 佐藤博士と井上博士とにはもう承諾を得てありますそうかいや君の手回しの良いことには俺も感心しとるとにかく全てを一時に発表するんだねそして全ての話を今一息で手打ちにするというところまで進めておくんだそうすりゃどの方面から調べるものがあったって大丈夫だからねそして 政党業の革命が目前に迫ったということをできるだけ強く経済界に印象させておいてアジア政党の旗揚げを発表するんだいいかね1時間か2時間が大切なんだよ政党会社の諸株がとめどなく暴落した時刻を正確に見計らって一挙に買い方に回ると同時に現物を買い占めるんだ ことは分で落着するんだチャンスを甘く握りさえすりゃ日本の政党会社は全部俺たちのものになろうてんだ無論半日も経てばアジア政党の正体が分かってしまって諸株はすぐに跳ね返すに決まってるんだから大切なのは2時間か1時間なんだ痛快ですなで明日は こちらの木んをどの程度まで向こうに打ち明けるかが問題なんですね「そうだ」と太い声で言って正蔵はしばらく二の苦を継がずにいたとにかく明日は黙っていて相手の腹をもっとよく確かめた方がよくはないですか「そうだその場で臨機応変に出るよりしょうがあるまい原則的には打ち明けないと決めておいて」 向こうが察しているようだったらその口ぶりを見てぶちまけるとしとこうそう決まったら大いに飲もうそして英気を養っておくんだそのライがベルを押してくれたまえ勝利の前の祝杯ですな一つ愉快に騒ぎましょうと山田はベルを押しながら言った「えい、ー、ただいま!」 と花で大ずる声が聞こえたかと思うとバタンバタンと足音が聞こえておさが入ってきたもうおすみめになりましてうん何かうまいものを45人前注文してくれ平野家の京都料理でもとってもらうかそれからしめやっこと松葉とほかに景気のいい豊島を23人かけてくれ 2近雪は11時ごろになって手記を帯びてぼんやり下川の自宅の玄関でタクシーを降りた今日で3日彼は毎晩夕方になるとぶらりと表へ出て11時ごろに帰ってくるのであった丸山公園の桜の木の下で 40日ぶりで図らずも巡り合った崩壊節の娘を探しに出かけているのである名前も知らなければ氏も素性ももちろん知らないあの時よっぽどそばへ寄って聞きただそうと思ったが母の手前分けてもついその刹那まで彼にとってこの世の全てであった真知子の手前とうとう彼は澄兵の離れ座敷で彼に唇を許した。 そして唇とともに心をも許したらしい女がすぐそばには彼が立っているのも知らずに通り過ぎていくのをそのまま見送ってしまったのであるその晩彼は母と兄と3人でち子と正蔵とを京都駅まで送っていった彼は彼女に別れ際に是非何か言いたかった初めて会って宗師の中になった人が別れる時にふさわしい ロマンチックな言葉を彼女の耳に浴びせたかった。かっ彼女もまた彼にそうしたかった互いに何か言いたい何か言ってほしいと思ったそれでも2人は記者が動き出すまで黙っていたそしていよいよ記者が動き出した時互いに口の中で「さようなら」を言ってお辞儀を交わしただけだった 彼は彼女の目が涙で潤んでいるのを見たそして彼自身の目も涙で濡れているのに気がついた記者が構内を出て闇の中に消えていった時彼は自分の体が記者と一緒に闇の中を飛んでいくように思った何か小中の宝を取り逃がしたような未練とも開墾とも憧れとも名のつかない それらを一緒にしたような感じを抱いて彼はしばらくプラットホームにぼんやり立っていた23秒のあと現実に帰った彼は落馬くたる停車場の構内にいる事故を見いだした一人になった寂しさと空虚の感じとが今らのようにしみじみと感じられただが改札口を出ると彼はすぐに母と兄とに別れて ににタキシーに乗って丸山公園へ走らせた。彼はその時自分で何をしているか意識していなかったただ彼の意思とは無関係な機械的な力が彼を押して動かしていたのだたった今恋人に別れたその足で彼は第二の恋人を探しに行こうとしていたのだそのことに気がついた時 彼は自分の脳天をおのか何かで打ち砕いてしまいたいような気がしたなんという背徳な人手なしの行為だと彼は厳しく自己批判しただが彼には自制力はもうなかった一体一人の男が同時に二人の女を愛することは許されぬだろうか同時に二人の女に注がれる愛は 少なくもそのうちの一つは偽りの愛なのだろうかと彼は考えたそしてこんなことを考えることそのことがすでに卑怯を極まることをすぐに意識した彼の頭の中には二人の女の顔がクローズアップになって浮かび出した彼の両親はかすかな声でそのうちの一人を選ぶことを命令しただが 両親よりももっと強い力がすぐにその命令を取り消してしまったそれから3日間彼は毎晩丸山公園を中心としてもしかしたらもう一度彼女に巡り合うかもしれぬという心細い希望を抱いて行きどころのない不老人のように近所をふらふらと歩き回っていたのであるそして今日は 裏のお客の一人もいない小料理屋を物色してそこの女中に彼は冗談半分のように聞いてみたのであったこの近所へいつか子供二人を連れた崩壊節の娘が来たねと彼はのけのけと嘘をついたええお客さんですやろよく消えはりますせめっぴんはんどすなその子はどこにいるか 知らないかね、君。その間こと聞いてどうしようはるのあんたはん。彼は急に真面目になって、返事に詰まってしまった。五条とか言ってはりましたけど、あて詳しいことは知りまへん。よく前を通らはるさかい、今度聞いときましょうかなんでも月の半分くらいは田舎周りに出かけなはるってことですぜひ今度聞いておいてくれたまえ。 頼むよ真面目な話なんだからこれは彼は宇宙店でビールを2本飲んで五円札を置いて出た彼は案外早く訪ねることが分かったのに驚いたくらいだったと同時にこんなにすぐに分かるくらいではきっとこの界隈でよく顔を知られた女にそういない今まで名もない頼る人とでもない 寂しいさすらいの女とばかり思っていた彼はここの女中の話を聞いて急に妙な感じにとらわれたことによると彼女の手はこれまでに何百人の男に握られているのかもしれない彼女の唇は何十人の男の唇に触れているのかもしれないそれからしかし不思議にもこうした想像は 近雪の情熱を冷却させるどころかかえってそれを煽ったくらいであった彼は善良な貴族に特有の一種のプライドを持っていた彼は今度の事件の起こる前から善良な貴族階級に特有の一つの奇妙な女性感ないしは結婚感を持っていたのであったそれはこの世で最も貧しい 最も哀れな女と結婚するのが一番道徳的だというのであったもっともその女は彼にとっては虫の良いことには肉体も心も美しくなければならなかったそれでも彼はこの結婚観を何か非常に高い道徳的な人道的なものであるかのように考えていた彼が崩壊節の大くを一目見た時から惚れてしまったのは 彼女が無意識のうちに彼の探し求めていた理想の女性だったからにほかならんのだ彼はお菊を愛することによって彼のパッションと同時に彼の道徳観音を満足させていたのであるだからお菊がどうにもこうにも遠やしがたいあばずれ女であることが実証されない限り彼女が その生活の環境のためにさもしいどん底の生活に堕落しているという想像はいわば彼の注文にぴったりハマっていたくらいなのだ彼はくぐり戸を開けて出迎えの書生にはひと言も言わずに玄関からまっすぐに書斎へ入ったするとすぐ後から足音が聞こえて兄嫁の美奈子が入ってきたまだ起きていらっしゃったのですか と彼は振り返って事務的に聞いた。彼には今の場合誰とも話をする興味がなかったのであるあなたこそどこへ行っていらしたのですこの頃は毎晩遅いじゃありませんかあなたは今晩はお酒を召し上がっていらっしゃるわそうでしょう何か ごがさあ聞かしてちょうだい近雪は顔を上げたその顔には一種の決心の色が見えた初めからすっかり話しましょうそして姉さんに僕がどうしたらいいか教えていただきたいんです家のためとか僕自身のためとか名誉とか 義理とか世間体とかそんなことは一切抜きにして僕がどうしなければならんかそれをきっぱり言ってください僕にはもう判断する力がないのです姉さんの命令どおりにします彼はこの夏の城島の一件からつい1時間ばかり前の京極裏の出来事まですっかり自分でも驚くほど雄弁に話した 彼が話し終わるとしばらくしてから実那子は何かひどく感動したような沈んだしかも一種の軽蔑を帯びたような声で言ったやっぱりあなたも御前様と同じですわね近行はこの簡単な意外な答えに少しムッとした僕が兄と同じですって 兄のようなわがままな、冷酷な人間と。現に姉さんは、兄の背徳の犠牲者じゃありませんか。兄の体には、腐った貴族の血が流れているんです。兄は親父のおかげで、いや、親父というよりも、今の世の不合理な家族制度のおかげで、社会的にも政治的にも出世しています。兄は悪い人間ではありませんが、 兄の体に流れている貴族の血が悪いのです。兄は貴族の富と特権等を利用して愛も家庭もその他人間らしい全てのものを踏みにじっているのです。僕は姉さんがかわいそうでしょうがないのです。あなたがやっぱりそれと同じことをしようとしてらっしゃるのです。 と美子は急に言葉の調子を変えて暴風に逆らって貝を操ってゆく水夫のように勇敢に答えた「あなたのお兄さんもやはりあなたと同じようでしたあの方はそのころ惨めな貧しい職業婦人であった私に同情して私を救ってくださろうとしたのです」 この卑しい私の前にひざまずくばかりにして、あなたは僕の全世界だ、なんておっしゃいました。心からそうおっしゃったのですよ。私にはよくわかっていました。私は、もったいないような、申し訳ないような、それでいて夢を見ているような楽しい気持ちで、一もにもなく、 ごぜんさまののにほだされてしまったのです。その私をあなたは今かわいそうだとおっしゃいましたねところがあなたはお菊さんという方に同じことをしようとしていらっしゃるんですあなたはその方を憐れんでいらっしゃる愛してもいらっしゃるそしてその方を救うことによって あなたの愛を満たそうとしていらっしゃる。そこです。そこに不純なものがあるのです。不純と言って悪ければ、虫が良いと言っても構いませんわ。もっと嫌な言葉で言えば、あなたは恩を売ろうとしていらっしゃるのだわ。相手の女を絶対服従させておいて、いつかあなたが わがままのし放題をなさるために、すっかり私の場合と同じですわ。あなたは、私をかわいそうだと思ってくださりながら、私のような犠牲者をもう一人増やそうとしていなさるのです。それは、あなたにも御前様にも共通の、そうです。貴族という階級に共通の、 手の良い。しかし、抱きすべき悪徳じゃありませんか彼女は、興奮のためにちょっと言葉を切った。近きは、最後の審判を受け入れている罪人のように、動きもせずに聞いていた。あなたは、私の命令に従うとおっしゃいましたが、と、彼女は続けていった。私は、 二人の方を同じくらい愛していらっしゃる人に、どちらか決めてしまいなさいと命令する権利はありませんわ。でも、強いて申し上げれば、あなたは、どなたとも結婚する資格はないのですわ。近雪はいつの間にかデスクの上に顔を伏せて、かすかにすすり泣いていた。それを見ると、奈子は急に興奮が覚めて、 その代わりに哀れっぽくなって胸が迫ってきたごめんなさいついつまらないことを申し上げて今のはみんな私の思いすぎなんですわあなたには何も関係のないことですわつい私のわがままから私の胸の内をあなたに申し上げてしまったのですわあなたとは何のかかわりもないことなんです 彼女は実際そう思ったらしかったそして今の情絶を思い返してひどく後悔したその夜床の中へ入ってから結婚後六年間の不平が一時に込み上げてきたもののように彼女は枕が濡れるまで泣いた三あなた 今度政務時間におなりですってね朝日新聞の夕刊に出ててよ女は塔の寝椅子に寝そべって悠然と葉巻の煙を吐き出しながら言ったそんんなががあるようだが僕は知らん男は女のそばの椅子に腰をかけながら答えた女はついこの間まで日本橋時キクラブのダンサーをしていた松井清子で 男は貴族院議員の死者羽鳥千香である時は昭和3年9月下旬ちょうど柳橋の町屋一鳥で船木正蔵と山田清太郎とが忌まわしい策略をこしらえていた時刻ところは下屋池の旗に死者が清子のために女中を一人つけて借りていた和洋折衷の住居の客間である政治家が嘘をつくのは 猫がネズミを取るのと同じように一種の本能なのね陰でせっせと運動しときながらいよいよ事例が下るとまるで思いがけないような顔をして新聞記者にそりゃ初耳だねなんて空飛ばけるのは悪趣味だわ第一男らしくないじゃないのあなたのようなモダン政治家までがそれじゃあ心細いわだから私政治家は大嫌いなの いや、全く知らないんだほらまだ知らばっくれて私は新聞記者じゃありませんよプライベートな生活にまで嘘を延長されちゃやりきれないわ第一あなた方が東京へいらっしゃる目的は利権運動か領館運動のほかにないじゃありませんか随分今日は風向きが悪いねもう一つあるじゃないか かわいいキヨちゃんに会うっていう大目的がねえちょっと手を貸してちょうだい彼女は彼が差し出した手を握りながら言葉を続けたではかわいいキヨちゃんのために明日お願いを聞いてくださらない何でも聞いてあげるよダイヤの指輪かい指輪なんかじゃないわ あなたにつけるもの。なんか私ちっとも欲しくないのよ。この洋服はこれで11円で買ったのよ。頭の先から靴のかかとまで探したって。私の体には40円と金はかかっていないわ。でもこれでたくさんだわ。これで外務政務時間をこんな風にできるんですも。もの。こう言いながら、彼女は彼の手をぐいっと引っ張った。 彼は引っ張られるままに彼女のそばへ寄って彼女の豊満な肉体を奴隷のように抱擁した彼女はだだっこのように笑いながら言葉を続けた「私ね明日外苑へ野球に連れて行っていただきたいの2時から三田東門の2回戦があるのよ」ね、いいでしょ試写はちょっと顔をしかめた。 野球か。野球は僕にはわからんので。分からなくたっていいじゃないの。私のためですもの。かわいい清子のためですもの。それもそうだが。それとも、私と一緒に外へ出ては、貴族院議員施設の対面に関わるとでもおっしゃるの私ね。私の大好きな近尾さんと、 大手をを振ってて外を歩いいみたいの。私たちの中を別に恥ずかしい中だとは私思わないわそりゃああなたに美しい奥様がおありになることは知ってるわ私奥様の地位を奪おうなんて気は毛頭ないわそれに磁爵夫人になんてなりたくでもないわだけど奥様に地位があると同じに私にだって地位があるはずでしょ 私は永久に世間から隠れて日陰者として過ごさなくちゃならないの月500円であなたは一人の女を奴隷にしようとなさるのそんなことはないでしょう私の人格だって認めてくださるでしょう何もこそこそ隠れている必要なんかないわ。今度私の家へ出入りなさるときは公然と大祝りで来てちょうだいね。 でなければもう来ないでちょうだい。私のお願いっていうのは、そのことなの。彼女はこう言って、はまきを大きく吸って悠々ゆうゆうと吐き出した。近王は女王の前へ出た侍従のように小さくなってしまった。彼にとっては彼女は全能の女神であった。彼女の言葉は、 彼にとっては絶対に逆らうことのできない信託のような威力を持っていた貴族院議員、試錯、政務次官それらのいかめしい肩書きを持った彼もこの一用婦の前にはまるで子供と同じように無力であった彼女のつま先にキスしたその口で外へ出れば物々しく日中問題を論じたり 次の議会には議事堂で反対党の議員に答弁もしなければならんのだ彼はそれを意識して滑稽を感じたしかしそれは決して笑えない滑稽だったというよりも非常に真面目なことだったよく分かったと彼は言っただが明日はちょっと困るね ぜひ会わなければならぬ約束がしてあるので取引のことでね人傘を集めて政府に売って時間の椅子を買うなんて取引はおよしなさいな。それよりものんびり野球でも見物なさらないこと明日は政治の話じゃないんだ商売の方の話でねそれに弟の縁談もあるんでね 縁談と商売の取引とは取り合わせがふるってますわね当政の政治家らしいわそういうわけでもないんだがではあさっていいでしょそう決まったらこれからあちらの部屋へ行って踊らないチャールストンが教えてあげるわそれから何かお飲み物はウイスキーでももらおうか今日は少し用を。 ちゃんに介抱がしてもらえるからそうよと言いながら彼女は立ち上がってこうしてあげればいいでしょと言って彼の首をギュッと抱いて唇に接吻したそしてポンポンと手を振った女中のめ子が扉を開けて入ってきたあのね ウイスキーとアイスウォーター等を十畳の部屋へ持って行ってちょうだいそして蓄音機をかけてちょうだいねこれからチカさんと踊るんですからかしこまりましたとめ子が出て行った後で彼女は懐中鏡を取り出して忙しそうに汗を吸い取りながらチカに向かって行った弟さんはどなたと結婚なさるんですやはり家族さんですかこちらの方 家族じゃない。こちらの仕事の方で知り合いとなっている船木って男の娘でね。船木ああ、東和政党の重役をやっているゴーツクバリな男だ。それはあの、本当なのですかなんだね、びっくりして。では、あんたは船木の娘を知っているのかい 清子は真っ青な顔をしてまたソファーにどさりと腰をかけてしまった第4章清子1お嬢様速達でございます。こう言って女中が差し出した封書の裏には。 下屋池ノ畑奈松井清子と差出人の住所・氏名が記してあったマチ子には松井清子という名前はちょっと考え出せなかった池ノ畑の辺りに心当たりの知人もなかった「誰だろう」と眉根にしわを寄せながら彼女は封を切って急いで呼び下した 突然お手紙を差し上げる比例をお許しくださいませ実は参上して申し上げようと存じましたのですがお宅へ参りましてはつい申しそびれるようなこともあってはと存じまして失礼ながらこのお手紙を差し上げることにいたしました私は今では性が変わっておりますが双葉女学校で同じ教室で学んだ春田清子でございます 実はあなた様と羽鳥様との今度のご縁談についてぜひともお耳に入れておきたいことがございますので甚だ勝手ながら明日午後4時接濯までおいでくださいませお父上はその時刻にご夫妻のことと存じますからこのことはどなたにも秘密にして何かのご用事にかこつけておいでくだされたくお待ち申し上げます イイはお目文字ののせせに譲りりままます。すごご一だいいでざから、ぜひお送り合わせくわさるた清子という名前を見て彼女の頭にはすぐに数年前の記憶がよみがえってきたはるたという女はクラスの中でもずぬけた秀才でふだんはおとなしい立ちでろくろく仲間のものと口もきかないくらいだったが いざという時には非常に雄弁でおまけに友達に対しては心から親切で自分の身を犠牲にしても友達のために尽くすといった美しい性格を持った女だったしかも彼女は在学中真知子の一番親しい友達だったのであるそれにしてもあの人はどうして私の縁談を知ったのだろうしかも私自身さえ知らない秘密を どううしててあのの人が知っているのだろうと彼女は考えたまだ誰にも打ち明けたことのない縁談を知っているばかりでなく明日父が不在のことまでも知っているということは彼女の手紙が容易ならぬ性質のものであることを示していた彼女の頭にひとしきり不安と恐怖とが渦を巻いて起こったがやがて不思議なほど落ち着いた気持ちが彼女を捉えた 卒業前のある寒い日2人が市ヶ谷見附の堀端の道を散歩しながら将来を語り合ったことを彼女はふと思い出したどんなことがあっても私たち2人はいつまでも友達でいましょうねお嫁に行っても子どもができてもそして手紙の往復だけは欠かさないようにしましょう何か変わったことがあったらすぐ知らせ合うことにしましょう 親兄弟に話せないようなことでも2人の間だけでは打ち明けて相談することにしましょうねこんなことを語り合いながら2人は涙ぐんで泣き笑いしたのであったそれが卒業後半年とたたぬうちに突然清子の行方がわからなくなって幾度手紙を出しても付箋がついて帰ってくるようになってしまったのだ ご一心情の一大事というのは何だろうと再び現実の問題に帰った名乗しがたい恐ろしさが彼女の胸を暗くした何ともなしにこう高い崖のてっぺんへ立たされたような空恐ろしさが彼女の全身を捉えたその翌日真知子は一晩考え抜いても晴れない暗い心を抱いて ちょっとと市にに出てくると家の,のに言いいお五国寺前から上野行きの電車に乗った池の旗七軒町で降りて博覧会の横を通り抜けた辺たりでしばらく探すとすぐに清子の家は見つかった訪ねる家が見つかると彼女はまるで思いがけないものにぶつかったようにしばらく門前で孫ついていたがやがて気を取り直して思い切った ってベルを押した。まあ、よくいらっしゃいましたさあどうぞ当の清子がこう言いながらいかにも懐かしそうにマチ子を迎えた本当によくいらしてくださいましたわねあんな失礼な手紙を差し上げてお呼びつけしてきっと怒っていらっしゃるだろうと思ってすぐに後悔していましたのよでも おににかかれて本当にうれしいわ。家はすぐにわかりましてええすぐにわかりましたわこう言いながら真知子は座敷へ通された在学中は人もうらやむほど親しい仲だったとはいえ頼り一つしない月日が丸3年続いた今では2人の間は初めのうちはなんとなく他人行儀になっていた とりわけマチ子の方は相手の今の境遇がはっきりわからないのでなおさらへんてこで口から出る言葉がいちいち喉で使えるような気がした性が変わっているところを見るときっと結婚されたのであろうとここへ来るまでは想像していたのであるが来てみると第一玄関の表札が彼女の名前になっているし家の中もなんとなく女性一人妻らしい様子である。 ながそれにしては性が変わっているのが仮点がゆかぬけれどもそんなことはいくら友達同士の間とはいえ年頃の女が口に出して問うてみるべき性質の事柄ではなかった分けても3年ぶりであった今の場合には昨日羽鳥試ししゃくと会った時とは別人のようであった身なりもさっぱりしたネルのふだん着で顔には おいや紅の跡すらも見えなかったそれにただ身なりや化粧が変わっているばかりでなく言葉つきも全身の素振りも昨日とはからりと変わっていたまるで心持ちが心の底まで一変しているのだとしか思われなかった一とおり挨拶が済むと2人はしばらく昔語りにふけったそのうちに いつしか二人の間の隔たりの互いの間の会話も学校時代のような親しみの言葉に変わっていった学校を出てからちょうど3年半になるのねまるで夢のようねあの時分は楽しかったわねあなた覚えていらっしゃる卒業式の帰りにみこさんと私たちと3人で神楽坂のカフェへ寄った時のことええ 覚えていますともあの時3人で話したことを私今でも一言残らず繰り返すことができるわあなたが一番求心派だったわねコロンタイの「ラムール・ルージュ」などあの自分から読んでらっしゃったのですもの私この間あの書物の翻訳を買って読んでみましたけれどとてもあなたの口からあの時伺ったような感激は得られませんでしたわあなたは またたプラトニックだったわねダンテとベアトリッチョとの愛が本当の愛だって聞かなかったことよ今でもそうマチコは少し顔をわからめてうつむいたふと近雪のことを思い出したからであるとみこさんはと清子は続けたあの自分から熱心な映画ファンだったわね コンスタンススタルマッチが大好きで。そうそうあの人がマウンテンガールに扮した時からだわそういえばトミコさんが今潮瀬プロダクションのスターになっているのをご存じいいえ本当なのそれは近頃大変な人気よ山の緑という名前で出てるのがあの方よ私も 3年の間に随分変わったでしょう。清子は感慨深そうに言ったあなたが千駄の家へお移りになった時私本当に心配したわ何べん手紙を出しても付箋がついて帰ってくるでしょう。そしてあなたからは何のお便りもないんですものあの時の話はよしてちょうだい」と清子は慌てて言った 私、全くあなたにも皆様にも申し訳ないわ。でも今は問わないでちょうだい。私、後で何もかも申し上げるかもしれないわ。私が今どうして名前を変えてるかってことも申し上げるわ。あなた、不思議に思われたでしょ私が結婚したとお考えになったでしょ普通には結婚以外に性の変わるわけはありませんからね。 そうじゃないのよ。でもそのことは後から申し上げるわ。私、あなたにだけは何もかも申し上げたいような気がするんですもの。あなたは、昔とちっとも変わっていらっしゃらないんですもの。清こさんだって昔と同じだわ。私実は、お宅のベルを押すときなんだかおっかないような気がしたのよ。でも、 あなたのお顔を見るとすっかり安心しちゃったわ。やっぱり昔と同じように気の置けないお友達だったんですもの。いいえ、私は変わったのよ。すっかり変わってしまったのよ。あなたに合わす顔なんてありゃしないことよ。それに私、つい昨日までは、一生あなたにもどなたにもお目にかかるまいと思っていたの。私が性を変えているのは、 はるたきよこはもう永久にこの世から消えて亡くなったと私自身で信じたかったからなのよ。松井きよこという全く別の人間になるつもりで名前を変えてみたの。そして私、本当に変わってしまったわ。でも今日だけははるたきよことしてあなたの親しいお友達としてお目にかかっているのよ。まあ、 本当に私無駄口ばかり聞いていてお茶も差し上げないでちょっと待ってねこう言いながら清子は急いで台所の方へ去った二 2, 2分ばかりたってから清子はアイスコーヒーのコップを二つニッケルメッキの盆にのせて引き返してきた どうもすみません。お構いくださらねばよいのに。マチコも立ち上がってコップを一つ受け取った。今日は女中を活動へやったもんですから一人きりなのよ。ちっともお構いできなくてごめんなさいね。でもお話をするには二人きりの方がよいと思ったものですから。さあ、どうぞおかけなすって。二人は、統椅子に腰をかけた。 実はね、私昨日偶然に全く思いがけない人からあなたのことを承りましたの」と清子は少し改まって語りだした「随分びっくりなすったでしょ?」「う。3年もご無沙汰していた私が突然あなたのことについて立ち入ったことを知っているので」「真知子は何気ないふうを装って聞いていたが」 心の中では嵐が吹き荒れていた今に相手の口からどんな恐ろしいこときっと恐ろしいことに違いないと彼女は信じていたのだが出てくるかと思うと気が気でなかった私こんな余計な差し出口を聞いちゃ失礼じゃないかと思ったのですけれど昔の2人の間柄を思い出すと黙っていてはかえって悪いと思いましたね それでわざわざざお呼び立てしたんでですよ。でも先に伺っておきますがあなた今度のご縁談のお返事をもう先方へしておしまいになっていいえでもあなたどうしてそんなことをご存じなんですのではまだなのまだおすすぎはしなかったのねマチ子の胸は早金のように動期した。 彼女のか弱い心はこうした生々しい重大問題を話したり聞いたりするに耐えられなかったのだで今度のご縁談はいつ始まったのです先方と元からお知り合いだったのいいえまだこないだなのよ父はその話をするとすぐもう一人で見合いの日取りなんか決めてしまったのよ私考えてみる暇なんかなかったわ それで、見合いの結果はどうだったのあなたのお気に入って真知子はどう答えてよいかわからなかった気に入ったどころの話ではなく彼女の心はもうすっかり決まってしまっていたのであるそれでも明けすけにそう答えるのはなんだか恐ろしいようでもあり清子の行為を無にするような気もするので答えに窮していたのだ あななたが近さんを愛ししていららっしゃるのならそして近きさんもあなたを愛していらっしゃるのなら問題はないのよただね後からあなたがいろいろなことを知って気を悪くされるようだと私のお友達としての義務が済まないと考えたもんですから私一度会ったきりですからまだ先方の心はよくわかりませんけれど愛していらっしゃるのね そりゃいいことですわでもねよく何もかも考えてからになさらないとあなたは正直一途な性質の方だから後で後悔しても追つかないわ私のようにでは清子さんはいいえ私のことは聞かないでちょうだい本当に私ったらまた口を滑らしてしまったわねところで 私これから失礼なことを申し上げるかもしれないけど、堪忍してちょうだい。悪い気で申し上げるんじゃないのよ。そりゃもうよくわかっていますわ。あなたのお父さんね、今、東和政党の社長の椅子を狙っていらっしゃることを、あなたご存知いいえ、父の仕事の方のことなんか、私ちっとも知らないわ。あまりな質問に。 彼女はあっけにとられて答えた。実はそうなんですよ。そりゃ父は欲深だから、そんな野心を持っていることはありかねないわ。だけど、そんなことが私たちの結婚に何か関係があるんですのマチコはもともと父が大嫌いではあったが、第三者に父のことを足様に言われてみるとさすがに良い気持ちがしないので、少しムッとして聞き返した。 ただの方法で社長になろうとするのなら何でもないのですけれどね。では、父が何か悪いことでも目論んでいるんですか別に悪いとは言えないかもしれないわ。出世する世間の実業家にはありがちなことだから。でもね、そのためにあなた方の結婚が利用されようとしているんですの。えそれはどういう意味です もっとはっきり聞かせてくださいマチコは急に真顔になって思わず膝を乗り出したこうなんですあなたのお父さんは今度ある政党会社を起こそうとしていらっしゃるのですそして東亜政党もそのほか現在日本にあるいろんな政党会社の株を暴落させてそれを買い占めようとしていなさるんですそうして 東亜政党を乗っ取る気なんですでもその政党会社がまともな会社ならよいのですけれどそれは名前だけのボロ会社でそこのところをうまく体裁を作るために羽鳥主尺に渡りをつけ主尺から京阪地方の財閥を抱き込もうとしていらっしゃるんですマチ子の興奮した頭には話の内容がすっかりは分からなかったけれどおぼろげに話の輪郭が分かってくるにつれて 徐々に暗い影が彼女を包んでくるのを感じた清子は言葉を続けていったそこであなたのお父さんが羽鳥ししゃくを抱き込む手段としてあなたとししゃくの弟さんのちかゆきさんとの結婚問題が持ち上がったのですママ私ちっともマチこは震え声でやっと半分だけ言った もちろんあなたがご存じないのは当たり前ですし近行さんだってきっとまだご存じないだろうと思うわところが世の中というものは裏には裏のあるもので試作はあなたのお父さんの計画を裏の裏まで見抜いているんですよそして話の模様によってはいつでも牛を馬にくら替えする決心なんですというのはあの人は あなたののお父さんに計画の底をはかせて、すっかりその秘密を東亜政党の方へ売り込むという手段も取りかねないですからねもちろん試錯が自分でそういうことをやるわけもないでしょうが試錯の周囲には巾着切りのような取り巻き連がうようよしていますからねそうなるとあなたのお父さんはもう立つ瀬がなくなるばかりでなく刑事問題になるかもしれないのよ ああいう人たちはそのくらいのことは何とも思っていないのです義理とか人情とかいうものは爪の赤ほども持ち合わせていないんですからねあなた方お二人は何も知らずに愛し合って結婚なさればそれでよいようなものですが先方の近行さんだってこのことをお知りになればそこは男のことですからたとえどんなにあなたを愛していらっしゃるにしたところですぐにはうんと言いなさるまいと思うのです これは私一人の考えですがああいう間違った計画はきっと中途で挫折して結局オタクと羽鳥家と仲違いになりゃしないかと思うのですそうなれば失礼ですが両家とも娘や弟を敵の家へやったりもらったりするわけにはいきませんからねここのところはよくお考えになった方がいいと思うのよ ちこは語り終わってすぐにコーヒーのおかわりを取りに立っていったマチ子には清子の話は何から何まで意外だった彼女の心の中にはもう近雪と2人連れの空想の過程がすっかり出来上がっていたのだ彼女には近雪が彼女を愛していることはよく分かっていた2人の結婚はこの上なくスムーズに 何の故障もなく実現されることをたった今まで信じきっていたそれが突然こんな思いがけない終わ極まる考えてもゾッとするようなやり方で妨害されるというよりもむしろ根底から覆されてしまおうとは彼女は今まで硬い地盤だと思っていた自分の立っている足元が急に底なしの泥沼になって 自分の体がその中へ徐々にぬめり込んでゆくような気がしたしかも清子の話は意外は意外であったが全て思い当たる節があったいちいち根拠があるように思われた少なくも彼女の父の性格からすると自分の娘を自分の野心の犠牲にすることくらいはありかねない今から考えると そそもそもこの演談の初めから父の肖像がこの問題に対してまるで品物を扱うように冷淡だったのはそういう事情があったからに相違ないと彼女は考えたすると胸の底から何とも名状しがたい憤怒と憎悪の念がムラムラと湧き起こってきたそしてこの憤怒と憎悪とはことごとく 父の肖像に向かって集中されたきっとこの恥知らずの仕打ちに対しては復讐しなければならぬと彼女はひそかに決心したまちこさん,さん気を悪くなされゃしなくって 私ずいぶん失礼なことを申し上げたような気がするわそれに私なんだかあなたの幸福に水を差したような気がするわでもあなた方の愛さえしっかりしていればこれくらいな故障は何でもないのよだけど私何も申し上げなかった方がよかったかしらいいえとちこはすっかり度胸を決めて冷静に答えた 私本当にありがたいと思ったわ感謝しますわ何も知らずに破滅の淵へ飛び込むところをあなたが抱き止めてくださったんだわいくら冷静を装おうと努めても真知子の両目にはつい大きな涙が浮かんでくるのであったそれを見ると清子も胸が迫ってきた彼女は大急ぎで、 友達の傷つけらじたこうなさるといいわ。と清子は急に様子を変えて晴れやかに言ったこのことを近きさんにあなたからお知らせして何もかも知りながら何も知らないような顔をしてお二人で改めて純粋な愛をなさるといいわお父様と先方の兄さんとの商売の話などは頓着なしに。 そんなことは、私にはできません。と、まちこは、ハンカチで涙を拭きながら言った。この縁談は、初めから汚れていたんです。いずれにしても、私たちが結婚すれば、あの人たちの思うつぼにはまるわけですから。私、もう結婚なんかしないの。今のうちなら思いきれるわ。きっと思いきれるわ。 彼女はとめどなく落ちる涙を拭きながら言っただけどあなたはどうして私のことをそんなに何から何まで詳しくご存じなの誰かにお聞きなすったの清子はしばらく答えなかったその間に彼女の表情は実に複雑に変化した打ち明けようか打ち明けまいかと彼女は心の中で考えあぐんでいたのだ 私、そのことは申し上げないつもりだったのだけれどなんだかあなたの幸福を踏みにじっておいて黙っているのは無責任なようだしそれにあなたのお顔を見たらせめてあなただけには何もかも申し上げてみたくてもう我慢ができなくなったからやっぱり申し上げることにするわでも私がこのことを申し上げたら きっとあなただって私に愛想を尽かしておしまいになるに違いないのよ。実はね、近きさんの兄の試着から、昨日、すっかり聞いていたんですの。え試着からではあなたはあの方をご存じそして、どこでお聞きになったのマチコはあまりのことについ語気を弾まして尋ねた。試着ばかりでなく、 わしかも昨夜ここで聞いたのよこの家でこの部屋でこの家は試写が私のためにこさえてくれた家なのよ真知子はあっけに取られて口もきかなかった清子は続けるほらあなたもう驚いていらっしゃるわ私が何も言わない先から でも私、何もかも申し上げるわ。3年前、私が行方不明になったことがあったでしょう。あの時私は行儀見習いのため、ある人の世話で駒使いに行ったのよ。それが、京都の羽鳥主尺の家だったの。私、その時、結婚問題が持ち上がっていたのよ。でも私、学校を出たばかりで家庭のことなんかちっとも知らないでしょ それで半年の約束で試着の家へ行儀見習いに行くことに決めたの清子はここでちょっと言葉を切った耐え難い感情のために言葉が続かなかったのだそれから3日目に私は黙って試着の家を飛び出してしまったのわずか3日目なんですよあなたにお知らせする暇もなかったわ試着は 隙間だったのですあの家へ行って2日目に私はあの獣のような試石に汚されてしまったんです私の結婚もそれっきりです私は一晩泣いて明くる日すぐに荷物も何もそのままにして飛び出してしまったんですでもそんな体になって父の家へ帰るわけには行きません よっぽど私は死のうかと思いました。けれど、こんなひどい目に遭って死ぬにも死にきれないじゃありませんか。と言って、死なずにいれば食っていかなければならないでしょう。私はあてもなしに大阪へ行って、道頓堀のダンスホールへ出ることに決めましたの。恋も希望も何もかも失ってしまったのですもの。 もう破れかぶれですわ。昔の清子はもう死んでしまったものと私諦めてしまったの。その自分の大阪のダンスホールなんてどうせいかがわしいところだって私よく知っていましたの。でも他にどうすることもできなかったのですもの。思いなしのせいか今までつつましやかな処女のようであった清子が 話しているうちに、死体はだんだん洋服型のモダンガールに変わっていくように思われたけれども私はこれだけは断っておきますがその間に一度だって男に肌を許すようなことはしなかったのよそして世間の男を思うままに翻弄する技巧を知らず知らずのうちに練習してしまったの思うままに男を引きつけて 最後に男を突っ放すコツをすっかり覚えてしまったのそれがまたダンスホールのマネージャーの気に入って私いつの間にかそこのスターになってしまったのよ私もう親のことも友達のことも私を汚した悪魔のことも何もかも忘れて新しい境遇にすっかり慣れてしまったの濁った泥のような世界で 私は土壌のように幸福に暮らすことができたのところがそのうち大阪では府の保安部からダンスホールハットのお達しが出たでしょで私と他に78人のダンさんはマネージャーに連られて東京へ来て日本橋のトキワクラブで開業することになったの東京へ来れば知った人に会うかもしれんとそれが心配でしたけれど 私はわざと並外れた厚化粧をして鏡で見ても私の顔だか他人の顔だか自分にもわからないくらいにしていたので誰にも見つからなかったのところがどうでしょう時はクラブが開業してから2日目ですよ私を相手に選んで踊った紳士にどこか見覚えがあると思ってよく見るとそれが悪魔なんです試写なんです 相手の方ではそれに気がつかず、何度も何度も。そうね。最初の晩におよそ二三十回も私ばかりめがけて相手にするのです。そして、それから一週間ほどというもの、毎晩私と特約で踊るのです。私はもうその時は、以前の私じゃありません。 憎い男だと思いながらついありったけの技巧をおろうして相手を翻弄してやろうと決心したのです磁石は踊っているうちに時々嫌なことを耳にささやきましたが私はわざと内気な娘のように黙っていましたとうとう一週間の終わりに磁石がマネージャーに申し込んで私を引き取ることに話が決まったのですが私は 死者の言うとおりになって引き取られましたそれがこの家なんですそれから月に一度か二度時によると三度も四度も死者は私のところへ来て一度に三日も四日も続けて泊まっていっては私を口説くのです初めのうちはまだ独身者だとかなんとかでたらめを言っていましたが私がどうしても言うことを聞かないのでそのうちに とうとう頭上を沸かしてしまいました。私爵だ、貴族院議員だなんて言えば、私が一もにもなくなびくかと思ったんでしょう。私その時大いまりで言ってやったの。私爵が一体なんですって。あなたはまるで骨肉をわさって歩く痩せ犬みたいな醜い育児なしだって。その時私爵は。 私の足のつま先に接吻していたんですからねだけどただ突っ放すだけじゃなかったのよ時々急に余ったれて肌を許さないという限りではできるだけの技巧を下ろしてやったのであの人はどうしても今では私を思い切ることができなくなっているのよ昨日もやってきたの 私もう御前様だとか死者だとかいう敬語は一切抜きにして一切平等でというよりもこちらの方がかえって女王のように威張っていることにしているの。で昨日ちょっとしたきっかけであなたのお父さんのお名前が出たので、ね、それから根掘り葉掘りすねたりカをかけたりしてすっかりあなたのご結婚のお話を聞いてしまったの。聞いてみるとそういうわけだもんですから。 幸い今日は留守なので女中にも暇をやってあんな速達を出してあなたに来ていただいたのよ。ところで私すっかり一人でおしゃべりしてしまったわね。あなた気を悪くなさらなくて私、こんな女なの。もうあなたにも誰にも顔を合わせることのできない堕落した女なの。清子は語り終わって。 わざと晴れやかに笑いながら椅子に沈み「ごめんなさい私こんな真似をするのよ」と言いながら引き出しから葉巻を取り出して火をつけたち子は千番無料の考えに打たれて一言も口をきかなかった「それで向こうはまだ私の素性を知らないのよ」「性だけ変えたところで名前からでも連想しそうなもんですのに」 それにいくら作り変えたってわずか3年しかたっていないんですから見覚えがありそうなもんですのにちっとも気がついていないのよきっとあんなことはたびたびやっているのでいちいち記憶しておられないんだろうと私は思うのと彼女は葉巻の煙を大きく吐き出してからつけ出した本当に本当に不幸な方だわ 私よりももっともっと不幸な方だわマチコは細い途切れ途切れの声で言ったでもあなたはよい方だわあなたのおからだは汚れてなんかいるのじゃないわ汚れているのとは違うわ彼女はとうとう顔を伏せて 泣き入ってしまった第五章兄と弟一近之は近頃自分の生活を内心広く恥じていた彼の友人の一人の青木はその頃ある秘密結社事件の嫌疑者として 未決に投じられていたその事件の詳しい内容は彼は知らなかったが大体の見当は彼にもついた青木が果たしてその事件に関係があるのかそれともただ巻き添えを食っているだけなのかは分からなかったが少なくも彼がそういう事件に関係する可能性があることは彼の日頃の思想から近行きにも分かった青木には京都に身寄りが一人もなかったので 近行きは友人の代表として時々刑務所へ面会に行った初めは容易に石見を許されなかったが係の上林判事に事情を話してやっと許可されたのだった今日も彼は2ヶ月ぶりで青木に面会に行った石見人待合室には56人の男女が黙りこくって新聞を見たり ただ何もせず粗末な板の腰掛けに腰をかけてうつむいたりしていたこの待合室にはこれまでに34度来たことがあるので彼には一種の親しみがあったがそれでもここへ入ると何とも言いようのない厳粛な気に打たれるのが常だったというのはそこには人生の最も真面目なものを考えさせるような雰囲気があったからだ 汚れた新聞を1枚拾い上げて普段なら見向きもしない無味乾燥な相場の記事を見ているうちに彼の順番は案外早く来た守衛に連れられて彼は石鹸室へ行った帝政時代のロシアの小説にでも出てきそうな太いひげの巡査がじろりと彼の風景を見回した向こう側の小さい窓が開いてそこから青木が だらけの顔を出したいやあしばらくしばらく2人はまるで街の中で偶然出会った時のように軽く挨拶したおまけに青木はいつものような快活な笑顔を見せていただが元気をつけてやるべきはずの近行の方はかえって顔面筋肉がこわばって 笑おうと思うと妙に顔がゆがむような気がした今度はずいぶん長いことご無沙汰しちゃったね体の方は変わりないかねおおこのとおり体は丈夫だが読むものに欠乏してねしかたがないから近頃中で健康法をやっとるがそれがまたよく効くので体の方は太る一方だこう言って彼は その場所に不いいな高い声で笑った実際彼は刑務所へ入る前よりずっと太って健康そうに見えた巡査がじろりと青木の方を見た今の笑いにびっくりしたのであろうことによるとこういうところでは笑いは禁じられているのではないかとも彼は思ったが巡査は別段注意もせずに黙って横を向いた。 今度はどんな本を入れるかね。近行は話が規定外の雑談に終わる恐れがあると思って急に用向きを話し出した青木と彼との間の用向きというのは差し入れをする書物の名前や種類を相談することだけだったのだそうだね何しろよっぽど難しい本がいいなカントの純粋理性批判はまだ出ないかね 数学の本を23冊入れてほしいねそれから力学の本とね小説はなるべく長いのを頼む長くさえありゃ何でもいい何しろ熱い円本でもどんなに楽しんで読んでも2日とは持たんからねまるで腹のすいた牛が草を食うような具合で一日中のべつ幕なしに本を読んでるんだ 他に何もすることがないのだね青木はこう言ってまた笑ったまるで彼は自分の境遇を全く知らない人のようであったしかし近雪には青木の心の中がすっかりわかるような気がした表面は笑っているがその笑いの裏に深刻な悩みが隠されていることは決まりきっていた 肉体的にも精神的にも最も欲望の多い30前の年頃で極度に欲望の充足を禁じられた現在の青木の心が平静であるはずはなかったもちろんある主義に準ずる殉教者の喜びと諦めとはあるかもしれないしかしこれからいつまで続くか知れない暗い生活を思うとどんな鉄の心の持ち主だって 深夜計り知れぬ幽門に打たれることがあるにそういない近行は青木の笑顔の裏に悲痛極まる表情が隠されているのを感じてつい涙がまぶたからこぼれ落ちそうになった彼はそれから簡単に書物の名前や著者や発行所などのことを話して別れた小窓の戸が閉まって青木の顔が見えなくなった時彼は 胸の中をフォークか何かでかき回されるような気がしてまぶたにたまっていた涙がポタポタと地上に落ちた刑務所の外は快晴だった書集の空気は澄み渡っていた刑務所の門を一歩くぐり抜けると世界は全く別であった彼の心もすぐに環境に適応して外へ出た瞬間から生成してきた 彼は電車や荷車などのひっきりなしに通る街路にしばらく立ち止まっていたタキシーの通るのを待っていたのであるこの辺りは車に乗る人が少ないせいかやっと1台の空車を呼び止めるまでに10分以上もかかった市場小橋まで彼は無意識に運転手に向かって行ったそして車が走り出す瞬間に 彼は今自分のしていることを意識して何とも言いようのない自責の念を覚えた俺の友人は今獄僧に侵入しているんだ乏しい不自由な生活をしてしかもいずれは3年か5年かの刑を待ちながら不平らしい顔をしないで笑っているのだところがこの俺はどうだ たたった今髭をボーボーと伸ばした青木の顔を見て涙を流してきたその足でつまらない女の後を追おうとしているではないかすると別の心が第一の心に反抗して彼にささやいたつまらない女だってあれは俺の恋人ではないか初恋の女ではないか若い人間が恋をするのは当然の権利だ 誰に恥じることがあるかしかも相手は貧しい頼る人もない物もらいの女だ。俺の恋によって救われるのだ。俺があの女を探し出すのは権利でもあると同時に義務でもあるのだ。第一の心はすぐに逆襲した。それは皆手の良い口実ではないか。そんなことを考えることが そそもそも俺の恋の不純さを証明している第一俺はマチコに会った時も純真な恋を経験したはずだ今でもマチコに会ったら俺の心はすぐに彼女の方へ向かうように用意ができているではないかそれは卑劣なそして何よりも過当極まる恋ではないかいや恋という名を付けることさえも不適当な 妖しい欲望に過ぎないのだ彼は数日前の兄嫁美奈子の言葉を思い出したそして自分の血管の中に汚れた終悪極まる宿命の血が流れているのを感じただが要するにと彼はあらゆる反逆を拒絶する先生君主のようにほとんど声を出さんばかりに口を動かして 自分の心に向かって言った。現在が全てだ。道徳俺は道徳を抱きする。良心俺の心の現在の最も強い欲望に従うこと以外に良心なんていうものがあるなら、それは虚偽の良心だ。俺のやり方は、世間の人間のやり方と違っているかもしれん。だが俺は、 一体世間の人間という奴を一人残らず、この上なく軽蔑する。それがどうしたんだ神様。あなたがもしどこかに実在するなら、一つ俺の行為を精一杯非難してみたらどうです。大きなお世話だ。俺は俺のしたいようにする。それが俺にとって唯一絶対の道徳だ。 たとい俺が今すぐあの女と手を取って駆け落ちしたって俺以外の他人が俺の行為に対して何を言う権利を持っているんだ青木は青木の好きなことをして今刑務所へ行っている俺は俺の意志のままに物もらいでもあり俺にとっては天使でもある女を追っている実に美しい調和じゃないかそれでいいのだ 兄は兄で放らに身を持ち崩してしかも表面では貴族院議員で済ましている兄嫁は兄嫁でそれからマチ子はマチ子でここまで考えた時彼のだだっこのような論理は行き詰まった彼は久しぶりでマチ子のことを思い出した彼女のことを忘れていたわけではないが いつも彼自身の立場から彼女を考えていたのが今ふと彼女自身の立場に立って彼女のことを思ってみたのだ彼に絶対の信頼を置いて彼のことばかりを思い詰めて日を送っているに相違ないマチ子の姿が非常にはっきりと彼の意識に浮かんだ彼は一瞬間大声を上げてわっと泣き出したいような気持ちになったやっぱり俺は。 大役人だ。と彼は我と我が心を目の前に置いて力いっぱい鞭打つように心の中でつぶやいたしかし今となってはもう仕方がない泥沼の中へでも火の中へでも落ちるに任せておくよりほかはない実際彼は自分が今自由に落下しつつある物体か何かのように 何者の力を持ってしても自分の進んでいくのを阻止することはできないように感じたこうした慌ただしい心の闘争を乗せたタクシーはちょうどその時四条小橋に着いたその瞬間に心の闘争もやんでしまった彼はまるで一日中帳簿とにらめっくらをしていた事務員のような無表情な顔をして。 車を降りた。<に>ちょうどええとこ着やはった。と京極裏の小料理屋梅月の女将は汚れたエプロンで手をふきふきいった今なお客さんがこの前を通らはったさかい声をかけてみたら。 ちょうど奥のお客さんが呼んでくれいうことで奥へ上がってはるとこどすのやじきにあきますやろさかい声をかけときますえええあんばいに隣の部屋が空いとりますであちらへ上がりえす近けにとってはこれは実に思いがけないことだった彼はおくを探すには探していたのだがこんなに出し抜けに巡り合う機会が来ようとは夢にも思っていなかった 彼はうれしいよりもむしろ気くれがした自分のほうでわいわい一生懸命になって大騒ぎをしていたのに向こうでは自分のことなどはとっくに忘れてしまっているかもしれぬという予想はますます彼を臆病にした会ったところでしょうがないんだがと彼はつい今しがたまでの気持ちとはまるで正反対な返事をしたしかもこの返事は 彼のの現在の気持ちを裏切った返事ではなくて、実際彼はどういうものかもうことさら彼女に会いたくも何ともないような気がしていたのだそれでも彼は今さら帰るわけにもゆかないので女中に案内されて上がっていった彼はビールと小魚とを注文しておいて女中が敷いてくれた汚い座布団の上にどっかりとあぐらをかいた 隣室との間はふすま一重なので話し声は聞こうと思えばよく聞こえた彼は無関心でいようと努力したがそうすればするほど一人でに隣室の話が耳につきまとうてしょうがなかった相手は若い学生らしかった初めての客ではないと見えて非常に親しそうに時々声を潜めたりそうかと思うと突然大声で笑ったりしていた 彼は急に強い嫉妬を感じた今までしっかりと握りしめていたと思ったものが突然指の間からぬるぬると滑り出てどうにも防ぎきれない時のような空気を感じただって君のような美しい女が今まで一人でいられるわけがないさ世間が許さんよアホらしい天狗言わんといてくれやす当てみたいな日陰者 誰かてかもうてくれはりますかいなでは僕が君をちょうどその時女中が注文の品を持ってきたのであとは聞き取れなかったもちろん近雪は今までだってお菊を正常な処女だとは思っていなかったどうせああいう商売をしていればたくさんの男につきまとわれているにそういないしそういう境遇によれば 自然いつまでも純潔を保ってゆくわけにはゆかないであろうことを彼は百も承知していたそれだからこそ彼女が虐げられ踏みにじられたのべの花であればこそ彼は彼女の心を惹かれたのであると自分で思い込んでいただが現在隣の部屋でその女がよその男となれなれしい口を聞いているのを聞くと彼は 胸の中が煮えくり返るような思いがしたそれに今まで少なくもいじらしいかれんなよるべのない女だとばかり思っていた女の口から今のような卑しい言葉を聞いて彼は嫉妬と同時に女に対する幻滅を感じたそれでも彼の注意は知らず知らず敏感に隣室へ向かった 吊くれのコップを唇のそばまで持っていってふと聞き耳を立てることがあったそないにお隣のことばかりやきもきしなはらんで当てにか一杯さしてくれやすな女中に図星をさされて彼はどぎまぎしてコップをすすいで相手にさした女中は一気に飲んで返拝した廃線ですすいでもコップの内側には小さい泡が密着していた 彼はなんだか不潔な感じがしたがそれでも黙って杯を重ねた僕はもう帰る会計はいくらだね彼は圧迫されるような重苦しいその場の空気から逃れたくなって女中に行った何言ってはるのあんたじきに余計くはんが来はるやないかではもうそのことを向こうへ知らしてあるのかい あんたはんが上がらはる前にちゃんと言うたりますぅ近きは仕方がないのでまた落ち着くことにした隣室の話し声はしばらく途絶えて不自然にひっそりしていたそのひっそりしていることが彼にはまた気が気でなかったことによると2人は手を握り合っているのかもしれないもしかしたら女は ひざに顔をうつぶせているのかもしれないそれから彼の頭には怪しい想像が次から次へと雲のように起こってきたその時彼の鋭敏になった耳に低いささやき声が聞こえたでは明晩の11時にねカッとなった彼の耳にはもうあとの文句は聞き取れなかった じゃあ、さようなら。男の快活な声が続いて聞こえてきた。そして二人は立ち上がった様子だった。女中はそれを聞きつけて、立ち上がって廊下へ出た。もうお帰りどすかああ、どうも失敬した。またお近いうちにお越しやすよ八番さんお帰りどす話し声と足音とは、 近ののの部屋の前から入り口の方へ動いていてった。近行は彼自身の立場が実に間の抜けたまるで散々愚弄された人のような立場であることを意識して誰も部屋の中にいないのを幸い思わず両手で頭を抱えて畳の上にしばらくごろりと仰向けになったしばらくすると引き返してくる足音が聞こえたので彼は座り直った。 こちらです女中の声と同時に廊下に面した障子が開いた近きの胸はドキドキと同期して全身が硬くなった「おおきに」この23か月の間近きの頭の中に鮮やかに現像されていて一日も消えたことのなかった女の姿が今しとやかに入り口でお辞儀をして 中へ入ってきたのだ彼女は全く処女のような初々しさを持っていたたった今隣室で想像した女とはにもつかぬいじらしさしとやかさが彼女の全挙動に見られた少なくもちらりと彼女の入ってくる姿を見た近行にはそう思われた「やっぱりあの時とそっくりだ」と彼は思った。 人間の心というものはこうも早くがらりと変わり得るものだろうか近香行はつい今しがた彼女に対して抱いた想像は全て誤っていたことに気がついた現在目の前で見たお菊は3か月前丹後の城島で見た時の彼女とちっとも変わっていなかったやっぱり会ってよかったと彼は思ったもっとこっちへ来たまえ。 そして一杯飲みたまえおおきに彼女は口数が少なかったばかりでなく物を言うのも恥ずかしそうだった君もっとビールを持ってきて何か魚を見繕って持ってきてくれたまえと彼女は女中に向かって行って女中が出て行った後でお菊にコップを刺して元気よくなみなみと継いだそして彼は うつむいたままコップを唇へ持っていく相手の女の顔をつくづく眺めた彼の心中には懐かしい追憶が泉のように湧いてきただがつくづく彼女の顔を見つめているうちに不思議にも彼の目はだんだん批判的になってきた彼女の顔はよく見ると案外美しくなかったつやもなく妙にガサガサした感じで その上表情になんとなくゲスな卑しいところがあるのが目についた今まで俺が天使のように思っていた女はこんな女だったのかと彼は漠然と考えたそして何よりも彼にとって不満でたまらなかったのは彼女が彼を一向記憶していないらしい様子であることだった忘れてしまっているのかな それとも決まりが悪くて言い出せないのかなもし向こうがケロリと忘れてしまっているとしたら今まで一生懸命に思い詰めていた自分は何という間抜けだろう大きにこう言いながら彼女は初めて顔を上げてコップを丁寧に配線ですすいで近行きに返した彼女が顔を上げた拍子に 二人の視線がぴったりとあったた。りとその時近行きが受けた感じはかつて都ホテルのパーラーでチ子と視線があった時に受けた感じとはまるで違っていたそれは「霊と「霊とが相打って火花を散るような感じではなくてなんだか粘着力のあるものがまつわりつくような感じであったただ がんていにいつまでも残って忘れられないという一点だけが同じだった3女の心は男にとっては永久に解けない謎である近いうきにはおきくの心がますますわからなくなったしとやかな生娘のようでもあり 手に負えない暴ずれ女のようでもあるなだ現在目の前にいる彼女が記事のままの彼女なのか猫をかぶっているのか皆目彼には見当がつかなかった君は僕を覚えているかね彼はとうとう思い切って訪ねてみた彼女ははっとして顔を上げて大胆に彼の顔を見直した その間、彼はわざとそっぽを向いてタバコをふかしていた。いつかお目にかかったことがありますな。花の屋さんと違いますか？この答えは近ゆきを失望させた。というよりもむしろ彼はあっけに取られてしまった。彼には彼女が口からでまかせに言ってるとしか思われなかった。彼が恐れていた通り。 てっきり彼女は彼のことなど忘れてしまっていたのだそれでも自分から言い出したことをそのまま話を切ってしまうのも具合が悪かったので彼は非常な屈辱をしのびながら言った「違うよ花の矢なんて僕は聞いたこともないいつか単語の台座で君に会ったじゃないかあの時の子供は今どうしたのかね今度は女の方が驚く番だった」 彼女はお客の顔を取り違えたという自分の職業的怠慢に気がついてひどく自責を覚えたらしかったがそれでもその場をうまく作ろうだけの起点を持ち合わせていたあらまあやっぱりそうでしたかよっぽどそうやろうと思いましたのやけどあんまり場所が離れとりますよってまさかと思うとりましたらあのときは本当にありがとうございました。 あのときの子供はまだ家にいませんあの当座旦那はんのことばっかり言うとりましたでもようわてだいうことがわかりましたなこないだこの家でふっと君の話が出たもんで一度呼んでみようと思っていたのさそうですかよう忘れんとってくれはりました近きの心には、 再びお菊に対する親しみがどうやら回復しかけただが親しみを覚えてくるにつれて宣告隣座敷へ来ていた客のことが気がかりになったそんなことを問うのは相手に兜の中を見透かされるようで決まりが悪かったがそれでも彼はそれとなく聞いてみずにはいられなかったまた時々来るよなかなか忙しそうだね いもなへよばれていたたうだったなおかげさまでどうやら口すぎだけはできますけどではひとつ旦那んの喉を聞かしてくれやすなこう言って彼女は立ち上がりかけたいや今日は歌はよそうそれよりもさっきのお客は前から知っている人かいあほらしい初めて呼ばれた学生班ですがな 彼女は少し不機嫌に答えた。それが彼の頭にはピンと答えたがそれでも彼は冗談に紛らして聞き返した「それにしては随分なれなれしい口の聞き方だったね」「隣で聞いていてすっかり当てられちゃったよ」「聞いてはったのあんたはん」「聞こうと思わなくったって聞こえるじゃないか」とは言ったものの 彼は隣座敷の若い男女の話を盗み聞きしていたことをついうかうかと口を滑らしたのを後悔した実を言えば近花由のお菊に対する同型はこの家へ入った時からそして隣室で彼女の話し声を聞いた瞬間から実質的にはだんだん冷却するばかりで今では彼にとっては彼女はほんの通りすがりのただの女になってしまっていたのだがただ彼の心には まだ過ぎた夢を覆おうとする未練は残っていたそれに情熱は冷めていても現在目の前にいる女がどこかの男と何かしら秘密の約束を結んだらしいという想像は彼の心に激しい嫉妬をあおり一切の分別を失わせるには十分だった明晩の11時にどっかへ行く約束をしたじゃないかあの男と彼は恥も外分も忘れて ずるい不良少年のように尋ねた女は答えなかった女が答えなかったことは彼の心をますます激光さした彼は女の無言の反駁に対して命じをしがたい屈辱を感じた一般に貴族階級にとっては命令ばかりがあって服従というものはないのである他人はただ自己の意思に従うために存在しているものであり 事故の意思が他人の意思によって障害されるということは彼らにはかつて経験されなかったためにありうべからざることのように見えるのだ聡明な近行きもこの特権階級の伝統的偏見を理性の上では脱却していなかった彼は彼女が無言でいることは彼女が戦国隣室にいた学生を彼の意思から庇護している犯行の印だと考えた 相手の男に対する嫉妬と女に対する噴劇と事故に対するいまいましさとで彼の鼻の中は煮えくり返ったけれども彼はそれを上辺へ出す代わりに心の中ですっかりこの女を諦めて忘れてしまおうと努力するだけの自制力を失ってはいなかっただから彼はそれ以上女を追求しないで黙っていた女もしばらく黙っていた なんという俺はバカの骨頂だったのだこんな女をこの3ヶ月の間まるで天使か何かのように思い詰めていたなんてこの色あせたゲスな男から男へ高顔無知に渡り歩いている女をいやそんな風に考えることすらも俺が内心でこの女を重んじていることになるいくら酔っていたとはいえ こんな女の手を握ったり唇に触れたりした自分は何という野良犬のような人間だろう彼はその場にいるのが甚ははだ苦痛になってきた怒ったようなそぶりはちっとも見せないでただの冗談を言って官庁の門営にでも別れる時のように大急ぎで別れてしまおうと彼は決心したさっき君は僕に花の屋で会ったって言ったが 木屋町の花の屋んですと女は顔を上げて当たり前な調子で答えた女は別段近行の態度に気を悪くしている様子は見えなかった「ほんまにあんたはんにそっくりなよう似た方やったもんで間違うてしまってえらをすみませんでした」と彼女はまるで自慢話でもするような調子で言葉を続けた 何でも下鴨の家族藩や言うことでしたけど何下鴨の家族だってあての聞き違いか知りまへんけど羽鳥班とか言うてはりましたみんなカッカカッカと言うとらはったさかいあたいもカッカ藩言うたら笑わはりましたその笑い方がほんまにあんたはんとうり二つとしたえ近行きは 電気に打たれたように真っ青になった。そしてその羽鳥って男は？君を呼んでどうしたんだ？歌を歌うためにわったんで歌いました。それだけか？きつい顔してミンと行ったな。あとはごわをすがな。近いは思わず、真顔になって膝を乗り出していた。自分に気がついて。 口を歪めて苦笑した。それから5分の後近行きは走るようにして四条通りへ出ていたつい昨日までいや23時間前まで彼にとって計り知れない魅力を持っていた京極裏の路地が今では急にゴミゴミした薄汚い街に見えた彼は四条通りへ出た時にプッと唾を吐いたほどだった 木屋町の花の屋でおくを呼んだ彼に似た男というのは兄の近カであることは確実だった兄貴のやつあんな女にまで手を伸ばしている実にひどいやつだと彼は思った兄弟二人で同じ女を相手にしていたのかと思うと彼は不愉快で気味が悪くなったしかも兄の近カは ほんの刹那の座京にあの女を呼んでそれっきり忘れてしまったにそういないのに彼自身は今の今までその女を世にも清らかな女かなんぞのように思いつめていたことを思うと穴へでも入りたかったしかしそれよりも何よりも彼にとって一番たまらなかったことは兄貴の不業績を心の中で軽蔑しきっている彼が自分では気のつかぬ間に 兄貴と同じ行為を繰り返していることであった。いつか兄さんそっくりですと言った兄嫁の言葉がひしひしと彼の胸を打った。俺の体には兄の体と同じ血が流れているんだ。これは兄嫁の言ったようにどうにもしようのない宿命ではあるまいか。俺は。 兄貴の歩いたとおりの道を歩いてゆくよりほかはないのではあるまいか近行きはそんなことを考えながらあてもなく気温の方へペーブメントを歩いていった街はまだ昼の明かりで明るかったけれど軒並みにはもう電統がついていた第六章 舟木正蔵の死。マチ子が池の端の春田清子を訪ねた翌朝の6時半頃のこと船木家の女中おときがいつものように玄関の戸を開けて表門の勘抜きを外しに行こうとするとちょうど玄関の右手のいちじくの木の根元に 主人船木正蔵が心臓の真上を担当で刺されたままあおむけに倒れて死んでいたあまりのことにおときはしばらく声も出なかったがやっとのことで気を取り直して震える声を張り上げて叫んだこの声を聞きつけて真っ先に飛び出してきたのは台所を受け持っている女中の青梅であったそれから12分遅れて 2階の座敷を掃除していた駒使いの富子と台所で歯を磨いていた所生の浜崎とが駆けつけてきたそれから少し経って長男の幸男が浴衣のままで起きてきた真知子はみんなが教皇の現場へそろってから10分も遅れて富子によこされてゆっくりと玄関へ現れたどうしたの彼女は玄関の間に立ったまま、 落ち着いて一同を見渡しながら、誰にともなく尋ねた。旦那様が、大変なことになっておしまいになりました。とみ子がおろおろ声で答えた。誰かの手にかかって、殺されておしまいになりました。浜崎が興奮していったお。お父さんお父さんきはで、 無残な最期を遂げた父の死骸の肩の辺りにすがりながら叫んでいた幸男さんとまち子は下駄を履いておりながら静かに言った触っちゃいけません警察の方が見えるまでそのままにしておくんですそれから浜崎さん彼女は処世の方を見ながら言ったあなたはすぐ警察へ電話をかけてください みんなお父さんの死骸に触っちゃいけませんよそのままにしておかなくちゃ所生はすぐ玄関へ上がってバツバツ署へ電話をかけたもしもしバツバツ署ですかこちらは雑司ヶ屋の船木ですああバツバツ番地の船木正蔵ですただいま、主人が何者かに殺されまして ああ、今朝起きてみたら、玄関先で殺されていましたので。ああ、そうです。ではどうぞ、すぐお願いします。ああ、そのままにしてあります。承知いたしました。ああ、ではお願いします。すぐに、所長と司法主任とに、電話で知らせるという返事です。と、 浜崎はじわきをかけながらチ子の方を見ていったついでに山田さんにも知らせてちょうだいすぐに来ていただくように彼女は浜崎に命令したから今度は弟の幸男の方を向いた幸男さんあんたはこの先の鈴木先生のところへ行ってすぐ来ていただくようにお願いしてきてちょうだいしばらく重苦しい沈黙が続いた。 ししか真知子の落ち着いた処置によってみんなの興奮は次第に静まってきた山田さんはすぐ来るそうですまだ寝ている様子でしたけれど電話を済ました浜崎が真知子に報告したしばらく経つと折り目正しい紺の愛服を着てよく磨いた靴を履いた若い医師の鈴木がカバンを抱えて意義を乱さぬ程度の速さでやってきた 一同は彼のために道を分けていたどうなさいました彼はわざとのように死体から目をそらして笑いながらマチ子に尋ねた父がこのとおり昨夜殺されましてははははははそれはそれは彼は初めて死体に目を移してその場にしゃがんだ 左の乳頭の少し下のほとんど心臓の真上セルのヒトエとガーゼの肌着とを通して柄から五分くらいのところまで中型の単頭が突き刺さったままになっていた出血は比較的少なかったがそれでも左の胸部一帯は肌着とヒトエと炉の羽織とが血のりで一塊にべったりと固まっておりその下の三寸平方ばかりの地面は 血のために黒い斑点になっていた。両目はまだ生きたように見開いていた。別段苦悶の表情は見られなかった。医師は無言のまま静かに手を伸ばして、死体のまぶたを返して見た。それから立ち上がってマチ子に向かって行った。大分時間が経っていますね。お父さんが何時頃お帰りになったかわかりませんか。 はあ今朝起きて初めて女中が見つけましたので血液の凝固の具合や死後硬直の模様では7時間ないし8時間前に絶命されたものらしいですね昨夜の11時から12時までに誰かに殺されなすったものと見えます真知子が何か答えようとした時突然幸男が低い声で言ったあそこに。 お父さんのカバンが落ちている。一同の視線は一斉に幸男の方に注がれた幸男は低く地面にかぶさったいちじくの墓穴の中へ潜り込んで死体の頭から一軒ばかり先に投げ捨ててある黒いものの方へ進んでいった今まで誰もこのカバンのことには気がつかなかったのである彼が手を伸ばしてそのカバンを拾い上げようとすると 後ろから急にマチコが止めた。そのままにしときなさい後で警察の方が調べる参考になるかもしれませんからこの時門の外で自動車の止まる音がしたやがてガチャガチャ拝見の鳴る音がして警官の一行が車を降りて艇内へ入ってきた2 罰署の司法主任の山崎警部補は紺の背広を着た五尺八寸くらいもありそうな黒い顔をした四十を少し出たばかりの頑丈な男であった彼は一名の部下を門の外に警戒させておき二人の部下を連れて死体のそばへ近づいてきた真っ先に医師の鈴木が検診の結果を報告した 警部補はポケットから朝日の箱を取り出して火をつけながら一応聞き終わってから言った昨夜の11時から12時までの間ですな傷は心臓の中心まで達してひとで致命傷となったわけですな彼は手帳を取り出して要領を書き留めてから上体を曲げて死体を覗ぞき込んだお父さんのお死いは元の通りにしてあるでしょうな はっ、真知子が答えたその時また門前で自動車が止まった抜々所からの電話で警視庁の捜査課から塚田警部の一行が到着したのだ一行についてきた警視庁好きの太田ドクトルは一応被害者の死体を調べ終わってから言った鈴木さんと同意見です 昨夜の11時から12時までの間に絶命したものと思われます12時以後ということは断じてありません鈴木医師は得意の色を隠して黙っていた他殺であることは確実ですね塚田警部は白の直旗のポケットから銀時計を出して見ながら念を押した 傷の深さと刃先の方向とから見て自殺とは思われません。それに加害者は相当力のある男だと思います。というのは傷の深さからです。あのナイフでひとつきに心臓の中心まで達する傷を負わせるには相当な力がいります。例えばか弱い女の手では。 あれだけの深さの傷を負わせることはできません女でも一心を込めて事に当たる場合には大抵の男に負けない力を出すこともできますがね警部は下を向いたまま少し皮肉に言った格闘をしたらしい様子は見えませんね山崎警部補が口を挟んだそうです着物もきちんとしていますし 体にはかすり傷一つありません。まったく不運に何者かに刺されてそれきりこと切れたものと見えます。それにしてはカバンがあんなところへ飛んでいっているんですけれど。マチコが一軸の墓影を指さしながら静かに言った。何？カバンが？ゲイブは驚いて腰をかがめて墓影をすかしてみた。 元かか。らああそこにあったのですかはあとマチこは答えた弟が今しがた見つけて取りに行こうとしたのですが私が止めてそのままにしておいたのでございます君あれを取ってきてくれたまえ警部は一人の巡査に向かっていったああ鍵がかかっているこれは妙だね 彼は巡査の取ってきたかばんを開けようとしながら誰にともなく言ってしばらくじっと考え込んでいた急に彼は死体のそばへしゃがんで死体の襟を注意深く開けて海中へ手を入れて何かを探していたがやがて鹿側のガマ口を取り出した彼はそれを手のひらの上へのせてじっと眺めていたが再び死体の懐を開いて がま口のあった位置とがま口とをしばらく見比べていた。これは血の跡ですね。ややあって、彼はがま口のニッケルの口金にかすかについた斑点を刺しながらドクトルに尋ねた。そうです。結婚です。太田ドクトルは一目見たきりで断定的に答えた。この中に誰かこのがま口に触った人はありませんか？ 警部は一堂をじろりと見渡しながら言った。いいえ、誰も触ったものはありません。今までそのがま口のあることは誰も気がつかなかったのですから。マチコが答えた。これはお父さんのがま口ですか。警部はマチコの目の前へがま口を差し出して尋ねた。ええ、うん、父の品です。彼はがま口を開けてみた。 中には10円紙幣が11枚と他に若干の銅貨と銀貨とがあり別のところにニッケルの鍵が1つ入っていたこれがあのカバンの鍵だなこう言いながら彼は小さい金属片をカバンの鍵穴に当ててみたカバンはすぐ開いた中には半分ばかり使った小切手帳が1冊と経済雑誌が1冊入っているだけだった 警部は再びピチンとかばんに鍵をかけてそれを黙って部下に渡してからくるりと後ろ向きになって勝手口や正門や正門側のくぐりのや塀の様子を調べて回ったその時にまた門前で自動車が止まって中から秘書の山田が降りてきた彼はひどく青い顔をして興奮していたどうしました 彼の声は震えていた。真知子が簡単に今朝からの出来事を説明して何か意味ありげに彼の顔を見た警部はバットに火をつける風をして2人の様子をじっと横から眺めていたそれから彼はまた後ろへ引き返して山崎司法主任の肩をポンと叩いた検事局や裁判所からやってくるにはまだ間があるでしょうな。 彼は時計を見ながら言った。いつでもゆっくり構えているからまだなかなかでしょうもう現場に調べることがないから尋問を始めましょうか彼は町子の方へ目を向けたお嬢さんどこか部屋を一つ貸してくださいませんか2人は町子に案内されて玄関の右手の応接室へ入っていった息がけに警部は、 部下の一人に向かってってた。尋問が済むまで遺族の方も雇い人もどこか一室へ連れていって出さないようにしてくれたまえ随分間の抜けた泥棒じゃありませんか懐にあるガマ口に気が付かないなんて。 山崎主任は椅子に腰をかけてポケットから朝日の袋を取り出しながら快活に行ったそれほど間が抜けているわけでもありませんね少なくもガ口のありかくらいは知っていたでしょうよ警部は少し皮肉に言ったガ口のありかを知ってて中身に手をつけなかったというのは妙なおつですなそれほど犯人が慌てていたとおっしゃるんですか そうとは限りませんこの犯人はおそらく慌てるどころではなく非常に落ち着いて仕事をしたのでしょう。と申しますとガマ口の中身よりももっと大事な目的物があったので札などには目もくれなかっただろうという意味ですその紙幣より大事な目的物というのは何ですかそれは分かりません。 それが分かればこの事件はすぐ解決するでしょうだがその目的物がカバンの中にあったことはほぼ確実ですよご冗談を司法主任は朝日の吸い殻を灰皿の中へ突っ込んで燃え口を押さえながら言ったカバンには鍵がかかってその鍵は釜口の中に入っていたじゃありませんかだから僕は 犯人が決して慌て者ではなくて落ち着いて仕事をしただろうと言ったのですよ。犯人は多分鍵がガマ口の中にあることを知っていて被害者を殺してからその懐を探ってガマ口を取り出し中から鍵を出してカバンを開けカバンの中にあった多分重要な書類か何かを奪ってカバンに鍵をかけて投げ捨て 鍵はまたガマ口の中へしまって被害者の懐へ入れておいたのでしょうそれはカバンの中のものは何も紛失していないと我々に思い込ませるための犯人のトリックに違いないですまるで探偵小説にでもありそうな想像ですなだが実際の捜査の場合には事実の証拠から出発しなくちゃなりませんからね もちろん。警部はめんどくさそうに言って、証拠のない想像を言ってるんじゃありませんよ。第一、カバンの落ちていた位置が少し不自然じゃありませんか。あれは、犯人が仕事を済まして、不用意にあそこへ投げたのだと推定しなくちゃなりません。それから、ガマ口は、 被害者の懐の右側の帯の下のところに入っていたのですよ傷口は心臓の真上でガマ口のとこは血で汚れてはいなかったのですところが汚れるはずのないガマ口の口金に血痕がついていたのですそれだけならまだしもガマ口の中にしまってある鍵の白いリボンにもほんのかすかではあるが血がついていました そしてご承知の通り、ガマ口の中の紙幣はそのままになっていたでしょう。この三つの証拠から引き出される結論はたった一つしかないはずです。犯人が血で汚れた手でガマ口を開けて中の鍵を取り出し、それでカバンを開けて中から何か重要なものを抜き取ったとしか考えられません。カバンには、 よく調べてみたが結婚は発見できなかったけれど検挙をすればことによると結婚が見つかるかもしれませんしかしこの時外にノックが聞こえて一人の警官が慌ててひどく興奮して入ってきた今家族の者を連れて霊場の今へ入りましたらと彼は息を切らしながら言った霊場が。 いきなりテーブルの上にあった紙切れを取って引き裂きましたので無理やりにそれを奪い取ってきました彼は4つに裂いてくちゃくちゃにしたレターペーパーを差し出した警部は少なからず驚いた様子だったが驚きを表面には出さないで静かに紙切れのシワを伸ばして4つの部分をつなぎ合わして熱心に眺めながら言ったそれはよかった だがあまり手荒なことはしないほうがいいぜこの家の人は今みんな興奮しているからねではその令状から尋問を始めることにしようすぐに来てもらってくれたまえその間に塚田警部と山崎警部補とは顔を寄せて紙切れを読んだお父上様私は あなたに欺かれていたことを知りました私は何もかも知りました今は何事も申し上げませんけれど私たちはこの上あなた方の汚らわしい計画の手段に使われているわけにはまいりません私は決心しましたあなたはあなたご自身のおまきになった種を当然 りり取らななければなりません。マチ子お父上様2人は黙って顔を見合わせたその時外にノックが聞こえたので警部は慌ててそれを畳んでポケットにしまった一人の警官がマチ子を連れてきたマチ子の心は心持ち青ざめていたが思いがけなく父を失った若い女としては 珍しいほど落ち着いていた。あなたがまちこさんですね。塚田警部はバットの煙の中からおとなしく尋ねた。ええ。昨夜お父さんがお帰りになったのを知らなかったのですか。ちったも気が付きませんでした。何時にお休みになりました。一時近くだったと思います。 昨日お父さんはどこへいらっしゃったかご存じですかよく存じませんがたぶん山田さんが知っていると思います父は山田さんと一緒に出ましたから山田というのは父の秘書のような仕事をしている人でございますけさ電話で知らせましたのでさっきこちらへまいって今私の部屋にいます召使いは何人いますか 女中が二人と、駒使いが一人と、所生が一人とでございます。最近に雇い人に異動はありませんでしたか昨年、母が亡くなったから家政婦を一人雇っていたのですが、一週間ばかり前に先方の都合で辞めました。ほう,う、先方の都合というのはどういうことかわかりませんか何でも再婚するとかいう話で、 郷里の広島へ帰ったのだそうです。お父さんは晩に遅くお帰りになることはよくあるのですか。たびたびございます。帰らないことも月に三四度はございます。警部の目には熱心の色がだんだん濃厚になってきた。そういうときにはとじまりはどうしてたのです。一晩おきに交代で、夜中が十二時まで起きていまして。 十二時に帰らなければとじまりをして寝てしまうことにしているのでございます。これは父の差し出でした。昨夜はとじまりはどうしました。やはりいつものように十二時に女中の欧目がしめに行きました。昨夜はみんな私の部屋へ集まってブリッジをしていましたので、私は欧目がとじまりをしに行ったのをよく覚えています。そのときみんなめいめいの部屋へ帰って寝たのでございます。 父は帰らないいものと思いまして。それからあなたは1時近くまで起きていたのですねええその間に何をしていましたその間に何をしていました警部の声は優しかったけれど底力を持っていた真知子はしばらく答えをちゅうちょした少し書き物をしていました その間に庭へは出なかったのですね。庭へは出なかったのですね。ええ、うん。ずっと私の部屋にいました。何を書いていたのですさっき先捨てようとした手紙ですかマチコは答えなかった。あの手紙の文句はどういう意味ですかお話しくださるわけにはいきませんか 警部は微笑を浮かべながら言った。それだけは申し上げられません彼女は低い声でキレキレに答えた司法主任は塚田警部の顔を横目で見ながら何か言い出そうとしたが警部はそれを制して問いを進めたで12時から1時までの間に何も物音は聞かなかったのですねえうん 何も聞きませんでした。どうですか？いや、ありがとうございました。ではこれでお引き取りください。そして女中のおうめさんとかをよこしてください。まちこは目連してジュンさに連れられて部屋を出て行った。二人が出て行くのを待ちかねていたようにして山崎司法主任は体を乗り出した。 あの紙切れのことをもっと追求してほしかったですね彼はいかにもじれったそうに言った追求しても今は無駄でしょう彼は相手の顔も見ずに言った決して話す気遣いはありませんよそれにあの紙切れはあまり重大視する必要はないと思いますねでも破って捨てようとしたというじゃありませんか 我々に見られれるのを恐れたんでしょう人に見られたくないものはいろいろありますからねそれをいちいち犯罪に結びつける必要はありませんよ彼は急に言葉の調子を変えて付け出したそれよりも医師の方では教行の行われたのは11時から12時までの間だと意見が一致しているのに 家のものが十二時まで起きていても何の物音も聞かず十二時に戸締まりをして寝たと言っている点が一番不思議じゃありませんか司法主任が返事をしないうちに警官がお梅を連れて入ってきた四。お梅は 警官の前へ呼び出されたのは生まれて初めてなので部屋へ入った時からガタガタ震えていたお梅さんというのはお前だね警部は相手の様子を注意深く見ながらできるだけ優しく尋ねたはいお梅はいくらか安心したものと見えてこの時少し顔を上げた昨夜表門の戸締まりをしたのはお前だそうだね はいそれは何時だった12時でございました正門は毎日6時に閉めて旦那様がお帰りにならない晩にはくぐり戸は12時に閉めることになっています門を閉めるのを忘れたようなことはあるまいね彼女はまた震え出した確かに閉めましたね？ 今朝起きた時は門のの戸はは閉まっていたのか今朝はおときさんが門を開けたのですけれどちゃんと正門もくぐり戸も閉まっていたと言っていました昨夜くぐり戸を閉めに出た時に何か変わったことに気がつかなかったか別に変わったことには気がつきませんでしたいつもの通りでした11時から12時までの間に 何も物音を聞かなかったのだねはいトランプに夢中になっていましたのでよしでは今度はおときさんにこちらへ来るように言ってくれ尋問はこんな具合で次々におと喜富子幸雄という順序で行われたが幸男が11時ごろ便所へ行って帰りがけに表の戸が開くような小さい音がしたが 別に気にも留めずに姉の部屋へ帰ってきたということ以外には何らの手がかりも得られなかったそれ以外には一晩中物音を聞いたものはなく12時に戸締まりをして翌朝ときが門を開けた時にはいつものように厳重に戸締まりがしてあったことが確かめられた犯人は柵を越えて押し入ったものと見えますね司法主任はこともなさそうに言った あの鉄柵は高さが人だけ以上もありますよあれを超えることは人間技ではできますまいやはり犯人は正門脇のくぐり戸から入ったものですでもくぐり戸は今朝閉まっていたというではありませんかそうですだからこの事件は実に簡単なのですというのは可能な場合はただ一つしかないからです 可能な場合がたくさんあれば、そのうちのどれだったかを決めるのがなかなか困難ですが、可能な場合が一つであれば、つまりそれが事実だということになります。と申しますと昨夜殺害の行われたのは11時から12時までの間でしょう。そしてその時間にはまだ表のくぐりでは空いていたのです。してみれば、 この時間に犯人が邸内に待ち伏せしていたかもしくはここの主人と一緒に帰るかして玄関で不意にひとつき刺し殺して目的を果たして悠々と正面のくぐり戸から出て行ったに違いありません強行がとっさの間に行われたので家の者は何の物音も聞きつけなかったのですそれに霊場の部屋は玄関からだいぶ離れていますし みんな勝負事に夢中になっていたので少々ばかりの物音は聞こえなかったのです勝負事に熱中している時はよくこういうことがあるものでバクトが23件先に火事のあったのを知らなかったというような例はよくあることですしかし可能な場合はもう一つありますよそれは犯人が家の中にいる場合です 主人の帰りを待ち伏せしていて玄関先で凶行を遂げて何食わぬ顔をしていることができるじゃありませんかだがそれはもう一つの証拠で打ち消されていますよ家中の者があの時刻にはみんな礼場の部屋に集まってブリッジをしていたはずですからね警部は退屈そうにあくびをしてセルロイドのシガレットホルダーにバットを刺したあなたは 令嬢がさっき引き裂いた紙切れを無視しておられるようだが無視はしていませんこれも何か重要な証拠になるかもしれませんからちゃんと保存してありますよ何かの証拠というのは曖昧ですあの手紙の最後の文句を覚えていますかあなたはあなたご自身のおまきになった種を当然刈り取らなければなりませんという文句をどうお考えですか あの文句には容易ならぬ決心が含まれていますよそれに慌ててあの手紙を破いて捨てようとした行為とを考え合わせてごらんなさいするとあなたはあの文句には殺意が含まれているとおっしゃるんですか警部はパイプを口から離してキッとなっていったまあそうです少なくも今までのところ令状だけがただ一人の容疑者です 無論一応疑ってみる必要はありますしかしあの文句を殺意の表示と見るのは即断ですよ昨夜殺そうと思っている党の相手になぜあんな手紙を書く必要があるんですあれではまるで自分を疑われたいためにわざわざ書いたとしか思われんじゃありませんかではなぜ我々に隠すんです文句の意味を尋ねても答えなかったじゃありませんか さっきも言ったとおり人間には人に言えないことがいろいろあるもんですよまして若い女にはねそれよりも今一人秘書の何とかいう男が残っていましたね昨日主人と一緒に出たという男がその男を呼んで尋問してみましょう解決を急いではとかくしくじるものですよ まず十分に材料を集めてからでなければ推理はできませんからね警部はバットを吹かしながら卓上のベルを押した第七章別離一 山田は応接室へ入った時真っ青な顔をしてひどくビクビクしている様子だった4つの視線はじっと彼の上に注がれた約1分間ほど不気味な沈黙が続いた塚田警部はセルロイドのパイプに差し込んだバットを灰皿にのせて急に砕けた態度になって尋ねたあなたが山田さんですな。 はい生命は山田清太郎住所はふ化東中野233警部が手帳に筆記する時間を加減して山田はゆっくりと答えた年齢は34歳です ごかはありますか妻の幸恵と長男の淳一と女中が一人とです警部は鉛筆を手帳の横に刺して内ポケットへしまってから顔を上げて真正面から相手をジロジロと見つめたなさん彼は相手の顔を見つめたままで尋ねた この春からです正月かららでですす正月どうしてこちらへ来るようになったのです去年の冬こちらの奥様がお亡くなりになってからご主人が一人で寂しいから家へ来てくれないかというお話だったのでいろいろ考えてみた末ご0回になることに決めたのです去年までは東亜政党の宣伝部に勤めていたのです その会社でこちらのご主人の目に留まって抜擢されたというわけですなはあ手当も社に勤めている時よりたくさんくださるし仕事もしがいがあるしそれに第一こちらのご主人が私は好きだったものですからこちらへ来てからはどういう仕事をしていたんですかどういう仕事って 別に決まった仕事があるわけじゃありませんが手紙を書いたり帳簿の整理をしたりいろいろご相談の相手になったり外出の時のお供を仰せ使ったりするくらいなもんでした昨日はご主人と一緒に出かけたんだそうですな警部は相手の顔を穴の枠をどみながらそれでいてまるでどうでもいいことを尋ねるように無造作に言った 山田はちょっと顔を上げてちらりと相手の様子を見たがすぐに目を伏せたはあと彼は押しつぶされたような低い声で答えたどこへ行ったのです柳橋の千鳥という町へ行きましたご主人の行きつけの家ですここを出かけたのは何時ごろですか ちょうどお昼ごろだったと思いますそれからまっすぐに向こうへ行ったのですねそうです山田はポケットからハンカチを出して額の汗を拭いた何か相談でもあったのですかはあ彼の態度はだんだんそわそわしてきた警部は全く事務的に 第三者から見るとまるで上の空で物を言っているように見える調子で質問を続けていった何ののご相談でで。でししたたちょっと、会う人がありましたのでお,うおうそれは誰です山田はしばらく無言で考え込んでいたが不意に何か決心したもののようにまっすぐに顔を上げて答えた。 京都の羽です。こちらのお嬢さんと試薬の御礼艇との間に縁談が起こっておりましたのでその話で試薬が今度上京されましたのです警部はパイプにバットを差し替えて火をつけて開始色の煙の渦を大きく吐き出したその時の話の模様を少し話してくださいませんかお差し支えがなければ。 私はだいぶ酔っておりましたのでと山田はもじもじしながら答えた詳しい話は聞き取れませんでしたが何でも話はうまくまとまった様子でした試写とご主人とは始終小声で話しておられましたし私は女中を相手に酒ばかり飲んで冗談を言っていましたのでよく聞き取れませんでした 話はどのくらいかかりました。かれこれ夕方までかかりましたがそれからみんなで酒をあつらえたり芸者を呼んだりして10時過ぎまで騒いでいましたそれから、みんな家へ帰ったのですかはあ、私とご主人とは1つタクシーで万世橋まで来てそこから私は商船に乗り換えました。ご主人は、 まっすぐにお帰りになるように言っておられましたそれは何時頃です多分ん11時少し前だったと思いますあなたはそれからすぐに商船に乗ったのですね再び沈黙が続いた酔っていたのでよく覚えませんがなんでも駅の前のあたりのカフェへ寄ってソーダ水かカなりかを飲んだような気がします 山田は昨夜のことを思い出そうとするかのように、小首を傾けながら。ぽつりぽつり、切れ切れに答えた。羽鳥子爵も一緒に立たれたのですな。あ、はあ。私どもの車より先にお立ちになりました。子爵はどこへ帰られたか宿はわかっていますか?。実は。それがわからないのです。 との打ち合わせは全て千鳥を仲介にしていましたので別邸は麹町の三番町にあるのですが今度は政治方面の来客がうるさいからその方へはいかないとおっしゃっていましたそれは困ったな行方がわからないと今まで黙って警部の尋問ぶりを聞いていた山崎主任がこの時初めて口を出したことによると と、山田は何か急に思い出したように言った。中居くんが知っているかもしれません。中居というと。塚田警部は退屈そうにあくびをしながら訪ねた。試着と一緒についてきた希釈の秘書です。中居くんは確か昨晩酔っ払って千鳥に泊まる様子でしたから、まだあちらにいるかもしれません。1つ。 電話で聞いてみましょうか。それがいいではすぐにあなたから電話をかけてみてください山田は軽く目礼して出て行った実に嫌な奴だねと警部は警部補を帰り見ながら言った何か隠しているに違いないあいつの答えぶりを私はじっと見ていましたが 急所へ来ると考え考え用心深くものを言っていますよことに万世橋でここの主人と別れたからの挙動がどうも怪しいと思いますね怪しいことはそのほかにもたくさんある例えば待合の同じ部屋で主人が半日も話をしているのに何を話していたかよく聞いていなかったなんていうこともそのまま事実と受け取れんからね すする必要がありますねとにかく降印の必要はあるがまあ検事局の意向も確かめてからでないとね今にやってくるだろうその時ノックが聞こえた山田が警官と一緒にぼんやり入ってきた中井には試錯の縮小はわからんということです中井はホテルに泊まっているのだそうですが試錯は 上京しときちょっとホテルへ寄ったきり行き先を言わないで出て行ったきり帰ってこないというのですあの男にもわからんようだと彼が言葉を終わらぬうちにまたノックが聞こえて一人の警官がドアを半ば開いて日に焼けた顔を出したお嬢さんがちょっとお目にかかりたいということですがではすぐ通してくれと警部は言った すぐ後からまちこが入ってきた。ざおかけなさい。警部は傍らの椅子を勧めた。警官は扉の外へ姿を消した。お話の中、東を失礼いたしました。まちこは低い声で、しかし、はっきりと言いながら腰をかけた。ただいま山田さんのお電話が耳に入りましたので、別に聞くともなく聞いていますと。 羽し,しゃくの男がわからないようなご様子ですが彼女は2人の警官と山田との顔を次々に上目遣いで見渡したそうですそれで困っているところなんですよ今度は警部補が答えた私はそれを知っていますえっ !?3 人はびっくりして同時に顔を見合わせた 昨日父と羽鳥さんとがお会いになったよう向きもその時にわかりました山田の顔色はこの時さっと変わった彼は思わず椅子の上で体を動かしながら口をとがらしていったそれはお嬢さんのご結婚についてのお話だったことは今私からお話ししたところなんです。 いいいえ、それは違います。彼女は興奮してオウム返しに言い放った山田は土のように青ざめてきっと彼女の方を睨んだ彼もひどく興奮していることは明白だった二。清子には一人の恋人があった。 彼女がトキワクラブのダンサーをしていた自分に時々彼女のパートナーとなって踊ったことのある青年だった初めて踊った時にいきなりいわば肉体的に彼女はその青年が好きになったのであるダンスホール取り締まり規制はまだフレーされていなかったがダンス上の不分率として踊っている間に相手と話をすることはできなかったしダンス上以外で2人が会う機会はなかったので この青年は彼女にとってただ好きな相手であるというにとどまっていたところが半月とたたぬうちに2人は偶然銀座で出くわした2人は顔を見合わせてしばらく人違いではないかと逡巡したあとで同時に挨拶を交わしたそして2人で線引き屋の奥に会で1時間足らず話し合ったのである その時に取り交わした名刺によると青年は脳認証の技師をしている山村滝太郎という学校を出たばかりの功学士であることが分かったそれから2人は手紙をやり取りするようになり2人の手紙はだんだんただの手紙ではなくなってきたしかしもう既に傷つけられてしまった清子は山村を対象として純真な愛を感じることはできなかった 彼女には何もかも信ずることができなかった全世界が彼女にとっては恐ろしい罠の集まりで男というものはか弱い女の前に罠を仕掛けて回っている老練な漁師のように思われた真面目な愛なんていうものはこの世の中にはありえないと彼女は信じていた山村は 彼女のこの進行を動揺させたことは事実だが一面においては山村のことを考えるたびに彼女は自分を恥じていたそしてこれこそ最も巧妙な致命的な罠に相違ないと考えて燃え上がろうとする愛の炎に水を注ぎかけていたのであるというのは山村の態度がどれほど真面目であったにしてもいや 真面目でああればあるだけ、ダンスホールなどへ出入りする男であるということそのことが全てを裏切っているように思われたのだもし万に一つも真面目な男があるとしてもこんなところへ出入りする男の中にはそういう男は一人もいないと彼女は決めてしまったのであるそこで彼女は羽鳥しししゃくに身を売ったのだ そして死者を全ての男性の代表者として公然と彼女の体のある部分を貨幣で取引する代わり彼女自身の自由は完全に保留しておいて女には男の力や金の力だけではどうにもならない部分があることを最も巧妙に最も残忍に辞意してやろうと決めたのである彼女は鉄のような意志を持って この予定の計画を今まで実行してきた羽鳥主尺は彼女の生活の一部を買うには買ったがそれは時間の不正確な時計のようにただそれを持っている当人をイライラさせ不快にさせるだけであることを発見したのであるその結果は買い手が奴隷となり買われた方が女王となりきってしまうことになったのであるだが 清子も人間であったまして女であったそういう生活にいつまでも満足していられないことは言うまでもない3年ぶりで真ち子と会って彼女を上野まで送っていって別れて帰ってから清子は急になんとも言えない寂しさにうなだれて一人で机にうつぶして泣いたのであった彼女は彼女の生活のどこかに 非常に不自然なものがあることに気がついたのだそしてその不自然を取り除いてしまわない限りはもう一刻も生きていかれないような気がしてきたそのためにはどんな犠牲を払っても仕方がないと彼女は決心した裸のままで明日の糧もなしに道端に放り出されても今の濁った腐った生活の深快さに比べれば ななでもないような気がした一人で泣いているうちに彼女の気持ちは妙にすがすがしくなってきたまるで破れた草履でも吐き捨てるように今の生活を捨ててしまうことが何でもないことのように思われてきた女中のめ子が帰ってきた時には彼女はすっかり明るい気持ちになってまるで重大な用事の報告でも聞くように熱心になってめ子から「 きょう見てきた活動写真の筋書きを聞いたほどだったあのねトメちゃんと彼女はトメ子の話が終わるとしばらくたってから言ったあしたきりで私あなたにも分からなくちゃならないことになったの彼女の言葉の調子はまるでウキウキしているくらいだったどうしてデスン奥様 とめこの方は急に孫となって聞き返した奥様なんていうのはもうそれっきりでよしてちょうだい私奥さんじゃないのだからそんな言葉を聞くと虫歯が走るわよもう今の生活が嫌になったの急に嫌になってしまったのそれでこの家はもう出て行くのそれっきりよ私明日の朝になったら起き抜けにあの人にそのことを話してしまおうと思っているの 今晩はいいけないわ。今晩は私まだ興奮しているかもしれないから興奮した勢いでそんなことを言っちゃ卑怯でしょそれに興奮が冷めれば私の気持ちだって変わるかもしれないでしょ明日朝になったら保険の話でもするように冷静になって何もかも話してしまおうと思うの私すっかりあなたにおしゃべりしちゃったわねでも 誰かに話さなくちゃじっとしていられなかったのだもの。私、今嬉しいのよ。生き返ったようにせいせいしているのよ。どうしてもっと早くその決心がつかなかったのか、それが不思議だわ。とめこは首をうなだれて何とも答えなかった。ごめんなさい、ひとめちゃん。彼女は早口に言葉を続けた。私、 あななたにはすまないわね。でも管理してちょうだいそれにあなただってこんなところにいちゃいけないのよ本当はこの家は濁ってるわ隅から隅まで空気が腐ってるわ彼女は急に言葉の調子を変えて低い優しい声で言った私あなたのためにできるだけのことはしてあげるわしてあげなくちゃいけないわ こには清子のお話があまり突然なので本気なのか冗談なのかわからなかった私のことなどはどうでもいいのですけれど奥様こそ彼女はどう言ってよいか分からないので曖昧に答えたもうおやすみとめちゃん私も寝るわよく頭を休めておかなくちゃならないから。 清子は急にじらったそうにこう言って立ち上がった本当にもう寝てもいいのよでも御前様がいいえあの人のことなんかいいわよきっと遅くなるでしょうから清子はどこについても容易に寝つかれなかった考えてみれば明日からの生活も心配だった 何のあてがあるわけでもなかったけれども彼女の頭の中はハトししゃくとどんな別れ方をしようかという最も差し迫った問題でいっぱいだったししゃくが手記を帯びて帰ってきたのは12時少し前だったとめ子は清子の言葉があったにもかかわらずまだ起きていたししゃくは清子の姿が玄関に見えないので不平らしかった 奥様はどうしたんだい。彼がとめ子につっけんどんに言っている声が神経過敏になっている清子の耳にははっきり聞こえた奥様は今しゅがたお休みになりました少しお気分が悪いご様子でございます何ではなぜ看病してあげないんだ酒癖のあまりよくない一尺は 女中の言葉尻をとらえてひと言ひと言に言いがかりをつけていた清子はそれを聞くと胸がムラムラするような気がした彼女は「今夜はどんなことがあってもひと言も磁石に口をきくまい」と決心していた三翌朝清子は いつももより3時間も早く目を覚ました目を覚ましたというよりも眠られないので早く床を抜け出したのだ彼女は昨晩の決心を勇敢に完全に履行した試写が何と言っても後ろ向きになって気分が悪いからという口実一点張りで何とも答えなかったそればかりかとうとう試着が我慢しきれなくなって 彼女の唇へ彼の唇を持っていこうとしたとき彼女は力いっぱい無慈悲に紫爵を膝で押しのけた何をなさるんですその声はいつもの清子の声とは違っていたので紫爵はヒステリーの細君を持つ賢明な世間の夫のように黙ってすごすご彼女のそばを離れて野犬のようにみすぼらしく自分のベッドの中へ潜り込んだのであった。 低気圧をはらんだ悩ましい夜が明けた。夜が明けると彼女は床を抜け出した酒に疲れた紫爵はだらしなく口を開いた形相を朝の明かりに丸出しにして動物のようにのうのうと熟睡していた彼女は紫爵の寝顔をちらりと見て何か汚いものからでも逃れるように大急ぎで着物を着替えて寝室を抜け出し 女中もまだ起きていなかったので誰にも何にも断らずに家を出た初週の朝の空気は冷え冷えと肌に寒かった彼女は今までのだらしない生活で汚れた全身を腹の中まで消毒したような清々しさを感じた用のない人はまだ一人も通らなかったただ馬力を引いてゆく馬方や 遠くへ仕事に出かける職人などがまばらに歩いているだけだった彼女は涼しい風に吹かれながら静かに忍ばず池の周りを散歩した池の周りを半分ばかり歩いた時やっと町の屋根に日が照り染めた人影は1分ごとに増えてきてそのころはもう普段の雑踏が始まりかけていた彼女はシャナ朝日を背中に浴びて 周は急ぎ足で家へ帰ってきたどこへ行ってきたの試写は彼女の足音が聞こえると玄関まで出てきてこう聞いた目が覚めてみるとあんたがいないのでびっくりしたちょっと散歩に行ってきたのよ彼女は下駄を脱いで座敷へ上がりながらおとなしく答えたちょっとお話があるからお耳を貸してちょうだいね もうお顔はおすみになっていやまだ今起きたばかりだなんだね朝から用事なんて野球のことなら覚えていますよ必ず音もをしますよ早くお顔を笑ってきてちょうだい彼女はさっさと居間へ入って座った5分もたつと試着は引き返してきた昨晩から家にご機嫌斜めだね 何何かかああっったたの？の、昨日何かあったの僕の留守に彼は清子の前の座布団にドかりと座ってスリーキャッスルの缶を引き寄せながら言ったえ彼女はきっぱりと答えたどうしたっていうの試写の額は少し曇った私今日は野球見物はやめようと思うの。 なんだそんなことか何かと思って心配したらそれならこちらも願ったりかなったりだでどこか他に用事ができたんだねええ<っ>彼女は子供投げに行ったついでに私この家を出て行くことに決めました今日これからすぐに試着の顔は土のようになって 唇が経年的にブルブルと震えた。何この家を出て行くって彼は早口に言った。他に隠し男でもできたんだなできたらどうしたの私初めからあなたのものになる約束なんかした覚えないわ。私にどんな愛人ができたって、それは私の自由よ。でも、今はそんな人ないわ。 彼女は一段と声を励まして歌うように言った私もう嫌になったのこの家がそしてあなたと一緒にいることが嫌になった磁石は肉肉しげに相手をにらみつけながら言ったえすっかり嫌になったのもう一日だって我慢できなくなったの 清子は落ち着き払って押収した試写は無言でスリーキャッスルを吹かしていた彼はもう自分を去ろうとする女をこれ以上追うことはとろうだと諦めていたしかしこういう別れ方は彼には到底辛抱ができなかった惨めな敗者として女から愛想づかしを突きつけられてそれでそのまま引き下がることは彼にとっては そして一般に男子にとってはたうべからざる屈辱であったかなり長い沈黙が続いたあなたが今何を考えていらっしゃるか私にはよく分かるわ彼女の方から沈黙を破ったこの話を私の方から言い出したのであなたの自尊心が傷つけられたのでしょうでも 私から言い出さなければ早晩あなたから言い出されることは分かりきってるわおまけに私の体をあなたに許してしまってからじゃ私の方がなおさら取り返しがつかないでしょあなたは今飢えた狼のように私の自由を奪おうとしていらっしゃるそして一旦私の血を吸ったらさっさと私を捨てて次の犠牲者を探しに出かけるつもりなんです 私に先手が打てるのは今のうちですわ。女だって自尊心を傷つけられるのは嫌なんですからね。今のうちなら、二人の間の関係は綺麗なものです。五分五分ですわ。お互いの心には耐久関係はないでしょで、今すぐ、綺麗に別れようじゃありませんか。 どうせあなたのものでないことがはっきり分かってしまえばあなただっていつまでもこんな女を飼っておくのは割に合わないでしょう彼女は大胆に相手の顔を見つめた磁石は石のように黙って巻きたばこをふかしていたさっき他の愛人はないと申し上げましたが彼女は言葉を続けた実はあるのです その人は試着でもなければ金持ちでもないんですけれど私をすっかり理解してくれているんです彼女は立ち上がってタンスのおこ引き出しから小さい貯金の通帳を取り出してまた元の座に座ったこの通帳はお返しいたします私は本当に生活に必要なだけしか使っていませんからよくお調べなすってください 彼女は通帳を試写の前へ出した試写は相変わらず一言も口をきかなかったおお食事のお支度ができました。この時留子が愛の襖を開いて少し震えのかかった声で言った彼女もひどく心が動揺していることが一目で分かったとにかく今朝は一緒にご飯を食べよう。 そしてゆっくりと話を決めよう試写が初めて口を切ったこれだけのことを言うのに二度も声が喉に引っかかるほど彼は興奮していたのだった2人は無言で食前に向かった清子は言いたいだけのことを言ってしまったのでせんせいした気持ちだった試写は 突然思いがけない壁にこっぴりく頭をぶっつけた時のようにものを考える余裕も持たなかった2人は黙ってオートミールを吸ったちょうどその時前の通りで自動車の止まる音がしたしばらくすると玄関に足音が聞こえて戸が開いため子は座を立って玄関へ出た2人は無言のままさじを置いて 聞き耳を立てたこちらに羽鳥磁石はいらっしゃいませんかどなた様でいらっしゃいますかこういうものですがちょっとお目にかかりたいとお取り次ぎください玄関で客人とトメ子との応対する声が聞こえたトメ子はすぐに引き返してきたこの方がちょっとお目にかかりたいと言って見えました ししゃくは名刺を取り上げてうるさそうに字面を見た警視庁捜査課長警部塚田弘吉今食事中だから応接室でちょっと待っていてもらってくれ女中はまた玄関へ引き返して客を応接室へ案内していった羽鳥ししゃはもう食事どころではなかった 彼の頭の中には稲妻のようにいろいろな考えがひらめいて過ぎた秘密の上にも秘密にしておいたこの隠れ家がどうして分かったろうしかも人もあろうに警視庁の役人に知れるなんてことによると清子との関係の問題で何か調べられるのかもしれない時もあろうに彼女との関係がめちゃめちゃに破損して もう数時間で何もかも終わろうとしている矢先に災いというものは単独でやってくることは滅多にない一つの災いの門が開かれると災いは次から次へとやってくる彼は彼自身の生活の総崩れの第一歩が始まったような予感を感じて全身がしびれたような気がした彼は 清子には目もくれないで立ち上がってふらふらと別室へ歩いていったおやあこれは失礼彼は加えようじで応用に行った突然お邪魔いたしまして誠にすみません実は船木正蔵さんのことでちょっとお尋ねしたいと思いまして船木君がどうかしましたか の顔面筋肉は急に緊張して顔色がさっと変わった昨晩自宅の門前で何者かに殺されました塚田警部はこう言って穴の枠ほど磁石の顔を眺めた第八章 1昨日一日の僕の同棲を話してくれと言うんだね羽鳥主役は目を細くしてスリーキャッスルの煙を深く吸い込んでゆっくりそれを吐き出してから言ったそうしながら考えをまとめていたのだああ誠に恐れ入ります 塚田警部の答えは丁寧ではあったがそれでいておかしがたい厳しい調子を含んでいた千鳥を出る時までね。主役は一見ぶっきらぼうに答えたそれからまっすぐここに帰ってきたんだよそれっきりだもう少し前から伺いたいんですが前からというと つまり被害者のフラキと千鳥でどのようなお話をなさったのかということからお伺いしたいのですそんなことは答える必要は認めん主役はオウム返しにほとんど怒鳴りつけるように答えたそれに今日はちょっと取り込んだ用事があるからそういううるさい質問はよして帰ってくれたまえ少しはこちらの神経も尊重してもらいたいもんだ 彼は本当に立ち上がりかけた。警部は相手が興奮すればするほど落ち着き払っていた。お取り込み中を何とも申し訳ありません。しかしこのことは職権をもってお尋ねしなければなりませんので。何食見をもってだって。ししはもう憤怒の色を露骨に示して立ったままで二度見かかるように言った。 では、君は僕を尋問するんだね僕は貴族院議員だってことは知ってるんだろうねよく承知しております警部はバットに火をつけてから言葉を続けたですからこうした犯罪の捜査はできるだけ十分にするのが我々警察の義務だってことを閣下はよく理解していてくださると信頼しているのです ご承知の通り、船木が死んでしまった以上、あの時お二人がどんな話をなさったか確かめる道は、閣下にお尋ねするより他に方法がありませんので。僕は話す必要を認めんと今言ったばかりじゃないか。君は、我々の話がこの犯罪に関係があるとでも思っているのかあるかないかは伺ってみなければわかりませんが、 犯罪の前後の事情は一応何でも犯罪に関係があり得るとみなすことが我々の捜査上の原則になっておりますので君の方の原則などはどうでもよい僕は必要のないことは誰にも言わんことに決めているんだ人間にはやたらにベラベラ誰にでも話せないことがあるからね一体今の警官は無神経で困る とにかく僕はちょっと失礼するから彼は神経的にそわそわしながら部屋を出て行った彼は清子が何をしているかが心配でおちおち警官を相手に話などしていられなかったのだ清子はレインコートを着たまま今に座っていたそばにハンドバッグが置いてあった外出の用意をしていたことは一目で分かった どこかへ出かけるのチカオはあっけに取られながら強いて落ち着いて尋ねたご用心がおすみめになったらおいたましようと思って支度していましたのおいたま彼は思わずきっとなった本当に出て行く気なんだねそれでは私今になって嘘なんか言いやしないわ昨日もうすっかり決心したんですから ではこれで失礼いたします本当に長々お世話様でしたまあ少し待ってくれそんなに藪から棒にあっさりと出て行かれちゃ僕はたまらん本当に別れるというなら止めはせんからもう少し待ってください今すぐに向こうの話を片付けてくるから本当に警官なんてやつは時と,と場合を考えずにずうずうしくやってくるんで困る 本当にちょっと待っていてね彼はあたふたしてまた応接室へ引き返してきた清子はまた座り直った警部は試着が入ってくると立ち上がってうやうやしくおじんした何か用事があるなら急いで聞いてくれたまえ今非常に急ぐ用事があるんでさっさと仕事を片付けてもらわんと困るんだ彼はイライラしながら時計を見た しかし警部は相変わらず悠ゆ々うゆうと落ち着いていた彼はゆっくりとポケットから手帳を取り出してページをめくって中を見ながら言ったお連れの方は船木の他に船木の秘書の山田と閣下の秘書の中井さんと都合4人だったのですね分かっていることはいいじゃないかそれで閣下のご令廷の 警部は手帳のそばへ目を持っていった近ゆきさんと船木の霊場とのご縁談についてお話があったと聞いていますが彼は相手の顔も見ずに事務的に尋ねたそんなことはどうでもいいじゃないかそれからと警部は手帳を見ながらやはり顔を上げずに質問を続行した アジア政党会社の設立のことで、いろいろご相談があったと受け止ありましたが、誰がそんなことを言うた死役は驚きと怒りとで怒鳴った。塚田は何の表情もしなかった。けしからんそんな話はちっとも知らんでも、確かに聞いたものがありますので、そんなことは断じてない はひどく不機嫌に言い放ったが相手がどのくらいの程度のことを知っているかわからないのでヒヤヒヤしたその会社は何でも政党会に革命をもたらすような趣旨で設立されるということですが試写の顔は真っ青になった実はそんな話を船木から聞いたこともあるが僕は真面目に相手にならなかったんだ 彼はむように言った。でも昨日はすっかりご相談が済んで双方の契約書を取り交わされたということですがえっ試着のびっくりの仕方は気の毒なほどだった彼の頭の中へは稲妻のような速さで昨日の記憶がよみがえってきた京阪地方の金融業者から1000万円の出資をさせることを彼が引き受けること 回収された舟木,木は会社の設立に関する一切の事務的方面を担当し旗揚げと同時に現在の政党会社の株を低落させるためにあらゆる手段を講ずること中井は大阪で山田は東京で諸株の下落が底をたたいた時に一挙に買い占めを開始することそしてこの2人は それぞれぞ利益の20分の1ずつを受け取るべきことこれらの事務に関する通信は全て暗号電報によることなどを取り決めた書類を作成してそれを一時船木が保管することになって彼がカバンの中へしまって持って帰ったことを思い出したことによるとそのカバンが発見されて中の書類が参考品として押収されたかもしれぬと彼は考えたのだ いや契約書を取り交わしたというようなことはない彼は汗をふきふきしどろもどろに言ったただ近頃政党会社がどこもここもあまり不景気なので冗談に一つ新しい会社を建ててみたらというようなことを話したことがあったのは事実だそして船木がそれを紙に書き留めていたように思うが あんなものはもちろん本護で実際にあんなことをやるつもりもなければやろうったってやれないことは分かりきっているじゃないか材木から砂糖を作るなんて試着は努めて何でもなさそうに言ったが彼の額には汗が一面ににじんでいたその書類を船木はカバンの中へ入れてあらばん持って出たんですよねかもしれんと思うね だがあれはつまらん保護だよ。今言ったように。ところが昨晩その保護が船木のカバンからなくなって当人は自宅の玄関前で殺されていたんです。こう言いながら塚田警部は顔を上げてじっと相手の顔を見た。その書類は見つかったのかね磁石は思わず熱心になって聞き返したがすぐに気がついて 普段の態度にったそれでも唇の辺りがかすかに震えるのを防ぎ止めることはできなかったしそれを相手に気づかれないようにすることもできなかった彼はこの書類の紛失が彼自身に対して容易ならぬ関係を持っていることをすぐに気がついた万一そんな書類が当局の手に入って世間に発表されたら新聞紙は面白半分に書き立てる。 そしてそれだけで済めばいいがそれが一つの導火線となって本人の暗黒面が次から次へとほじくり出される家庭のいざこざさえ明るみに出されるかもしれないそうなると彼の社会的地位も政治的地位も完全に葬られてしまう彼は自分のすぐ目の前にそこの知れぬ断崖が開けてきたような 何とも言いようのない不安を感じたそれがまだ見つからないのですよ閣下それさえ見つかれば犯人も同時に見つかるわけですがねというのはあの男を殺した犯人がそれを盗んだに違いないのですからというよりもそれを盗むのがあの犯行の目的だったに違いありませんから。 ところで、お急ぎのようですから、大急ぎでもう一つ二つ質問をさせていただきますが、昨夜、千鳥を出てから、まっすぐにこちらへお帰りになったのですね。それはさっき言った通りだ。閣下がこちらにいらっしゃることは誰も知らなかったようですが、どうして居所をお隠しになったのですか。うるさいから誰にも知らせなかったんだ。それだけだ。 では、最後に一つお尋ねしますが、閣下と被害者とでお作りになった書類を手に入れたがっているような人の心当たりはありませんかその書類は、第三者の手に入って何か価値のあるものなんですかそういうことは僕にはわからん。船木の周囲にどんな人間がいるかわからんからね。だが、あの書類は、さっきも言った通り、保護当然のもので、 誰の手に入ったって何の役にも立たんものだ塚田警部が出て行くと磁石は急いで茶の間へ引き返した二。2> 2何か大変お取り込みのようですね清子は真っ青な顔をしてそわそわしながら入ってきた近男の顔を見て尋ねた。 フ木さんが殺されたんですってうーんと彼はうなのように答えただがそんなことはどうでもよいそれよりあんたは本当に僕と別れてここを出ていくつもりなのかいさっきからあんなに言っているじゃありませんか私いい加減なことを言うのは嫌いなんです僕がこんなにがっかりしている時に僕を捨てていくんだね 僕は今までに今日ほどあんたが必要であったことはないんだ彼はちょっと言葉を切って相手の顔を見た僕は今急に僕の周囲がガラガラ音を立てて崩れていくような気がするんだ寂しくて寂しくてしょうがないんだあんたにすがって抱擁されて慰めてもらいたいんだ もうよしてちょうだい。と、女は冷淡に言った。私はあなたのご都合次第で生きていくために生まれたんじゃありません。慰めてもらう人が必要だったら、誰か他の女を探したらいいじゃないの。私はもう、人のために自分を殺して生きていくなんて浄瑠璃のような女の生き方はわっぴらよ。それに、 私が一緒にいたってちっともあなたの慰みなんかになやしないじゃないのかえってあなたをイライラさせあなたを苦しめあなたの自尊心を傷つけるだけじゃないのこれまでだってそうだったんでしょそうじゃないんだとちかおは奴隷のように惨めに言ったあんたがただ僕のそばにいてくれるだけで僕は心強いんだ んがついてくるんだ外でどんなに苦しいことがあってもどんなにめちゃくちゃに打ちのめされてきてもあんたの懐へ帰ってくるとただそれだけできれいに苦しみは去り傷は癒えてしまうんだ僕はこれ以上の要求は何もしない今まで通おりでいいからもうしばらくここにいてくれませんかせめて 今の寂しさが通り過ぎるまででも嫌ですと清子はツっケンドンに言った私こんなことを申し上げないつもりでいましたけれどあなたの態度があんまりだから申し上げるわあなたは忘れていらっしゃるのね私が3年前に京都のあなたのお屋敷へ駒使いとしてお世話になった時のことを3年前だって みそして3日目に私はあなたの家を飛び出してしまったのですあなたの毒がにかかって女にとって一番大切なものを新たに蹂躙されて私にはあの時結婚問題が持ち上がっていたのです私たちは愛し合っていましたし双方の両親も承知し合っていたのですそして行儀見習いのつもりで半年の約束であなたのお屋敷へ奉公することに決まったのです 私の胸の中はその時清らかな希望でいっぱいでした私の未来にはバラ色の世界が微笑んでいたのです学校を出たばかりの私には全世界が美しいベールに包まれているように思われたのですそれが彼女はちからこみ上げてくる劇場のために息が詰まってしばらくの間言葉を切ったが やがて一段と朗らかな声で続けたあなたのお屋敷へ行って二日目世界中が真っ暗なこの上ない醜い恐ろしいものに変わってしまったのですあの広い屋敷のまだ行ったばかりで勝手のわからない密室の中で猛獣のようなあなたの手を肩に感じた時のことを思い出すと 私は今ででも全身のの血がが憎悪とと反逆とのために沸騰すすす。るるような気がするんです私はその日一晩中血みどろに傷ついた魂を抱いて無残に蹂躙された希望の残骸を見つめながら一睡もせずに泣き明かしました磁石はまるで化石したように硬くなって聞いていた清子はクラリネットのような声で語り続けた。 私は私の愛していたたった一人の人のことを考えました。もうその人のそばには資格のない女になったのだと考えると、私は底のない深淵へ落ちてゆくような頼りない物悲しい気持ちがしました。そしてこの家はすぐに飛び出してしまおう。そして自分を知っている人には誰も会うまいと決心したのです。まだ学校を出たばかりの 二十歳になるかならない私にとってそれは大抵の決心じゃなかったのです私は今でもその時の私によくあれだけの立派な決心がついたものだと自分で自分を感心しているくらいです人間が人間に絶望した時の感じくらい悲痛とも苦悩とも赤膜とも言いようのない深刻でそれでいてつかみどころのない空虚な感じはありません 私は人間に絶望したのです特に男というものは毒蛇のように恐ろしいもので自分の勝手な欲望のためには犠牲者を山のように積み重ねても恥としない動物であるとしみじみ感じましたそして翌日予定どおり私は着の身着のままであなたのお宅を飛び出してしまったのです磁石は 下を向いたまま太い吐息を漏らした。それから私は大阪へ行ってダンサーになって、ありとあらゆる男をおもちゃのようにもてあそんでやりました。絶望が大きかっただけ、その反動としての私の決心は強かったのです。少しでも心にゆるみができそうになると、私はあなたの憎むべき所業を思い出して、我と我が心にむち打ち続けました。 まだ世の中へ出たばかりの若い女のことです。ましてダンサーというような職業をしておれば、どんなに堅固に決心をしていても、怪しい心が燃え上がろうとすることがありました。けれどその度に私は、男は私の敵だということを思い出して、苦しい戦いを戦い続けてきました。その頃の大阪のダンスホールといえば、 ご承知のの通りずいぶんいかがわしいものでしもでたホールの中の濁った大敗的な咽頭な空気はムッとするようでした仲間の女たちのだらしない生活をすぐそばで見ているのはたまらないものでしたけれども私はみんな私自身がこれから生きてゆく修行だと思ってどんな嫌なことにもどんな苦しいことにもじっと耐えてきたのです それから東京へ出出て、てて時ははクラブへへるようになっっからも、私はずっと同じ主義を守り続けてきました。東京へ来てからはそうした経験に慣れてきたためと東京のダンスホールはまだ取り締まりが厳しかったためとで大阪にいる時ほど嫌な思いはしませんでしたがそれでも夜一人になってからつくづく考えるともういっそこんな生活をやめてしまおうと思ったことは一度や二度じゃありません。 でも今の世の中ではそこを手立って私たちを待っている社会はどうせ似たりよったりなものであることも分かっていましたのでついそのままにしていたのですあなたにお目にかかったのは東京へ来て間もなくでした彼女はしばらく沈黙して相手の顔をじっと見据えたちかおは目を宙にそらしてスリーキャッスルをふかしていた 私は一目見たとき、すぐあなただということを知りました。しかもあなたはすぐ私を相手にチャレンジなすったのです。そのときの私の驚き方は、まるで心臓がばったり止まりはせぬかと思ったくらいでした。まったく全身がすくむような気がして、ついステップを間違えたくらいです。あなたが私の顔を見覚えていて、わざと私を相手に選んだのか、 それとも私だということは忘れてしまってただ私の踊り方でもお気に召したためなのかが私には分からなかったのです。しかしいずれにしてもあなたの手を背に感じ薄い着物を通してあなたの胸が私の胸に感じられた時私の頭の中には新たな憎悪がムラムラと湧き上がってきてどうしても抑えることができませんでした。 どうしてあなたのようなご身分の方があんなところへ出入りなさるのかということも私は不審に思いましたが私に対する3年前の所業を考えるとあんなところどころかあなたなどはどんなところへ出入りしていらっしゃるか分かったものじゃありませんわねそれからあなたは続けさまにあのダンスホールへお見えになって大部分私を相手に踊られた様子でしたが 私を3年前にあなたに傷つけられた小間使いであることはとうとう気がつかれなかったようですね今までご存じなかったでしょ試作は黙ってうなずいたそのうちにマネージャーからあなたからあるプロポーズのあったことを聞いた時私はもう腹が立って立っておまけに散々踏みつけた上ドブの中へ蹴落とされたような屈辱を感じたのですが やっとのことで昼間あなたにお会いすることを承知したのですただあなたを憎むためにそしてあなたに復讐するために承知したのですそれからあとのことはみんなご承知のことばかりですわね紫貝はまた黙っておなずいたでもとうとう私の敗北ですわ 私は随分あなたをおもちゃにしたり踏みつけにしたりしてきましたが結局あなたの方が強いのですそれに私も東京へ来てから一人の愛人ができてその人のことが忘れかねるのですやっぱり女ですわねでもう逃げてゆくことに決めたのですそうなってみると あなたはまた私の代わりに次の女を探すことは容易ですが、私は、これからどこへ行くというわてもないのです。でも、これで出て行きます。もう何も言わないで行かせてちょうだい。私、別れ際にあなたのお言葉を聞くのは嫌なんですから。私はもちろん負けて逃げ出すんですけれど、あなたに、 私の負けたことをはっきり意識されながら出て行くのは嫌なんですではさようならチカオが何か言おうとするのを遮って彼女は立ち上がってとめ子を呼んだとめ子は目を泣き晴らして出てきた2人が出ていったあとでチカオは暴風の過ぎ去ったあとのような静けさの中に腕をこまねいて短挫していた いるべき人のいなくなった部屋の中はガランとして物置のような感じだった急に畳の上に埃の積もって行くのが分かるような気がした不思議にも彼はちっとも腹は立たなかった彼女が3年前に彼の家を逃げ出した駒遣いであったことを聞いた時は穴へも入りたい気持ちがしたが じっと自分の両親のむち打たれるのをこらえていることは適度の快感をすら与えた「行くものをして生かしめよう」彼はすぐ一切を諦めてしまったこの家ももういらなくなったぞだがそれよりも明日は外務大臣と会わなきゃならんが多分次官の椅子がこちらへ回ってくる相談だろうて。 ところで、正刀会社の一件は困ったことになったもんだな。あの書類が見つかったところで、まさか刑事問題にはならんかもしれんが、どうも厄介だて。船木のやつも、今一息というところで、ハエのように簡単に殺されてしまうなんて、かわいそうなやつだ。だが一体、 誰が何のために殺したのか知らん。警視庁のやつ、俺に嫌疑をかけてるのかもしれん。そうしたらどうして弁明したもんかな。ただ知らんというより他はないんだが、実にうるさい時にはうるさいことが次々起こってくるもんだわい。とにかくこれからちょっと悔やみに行ってこなきゃなるまいからな。だが、 うるさいことはそれきりではすまなかった彼が一人で考え込んでいるさなかに玄関の戸がけたたましいベルの音とともに焼いて中井が血の色をなくして入ってきたからであるどうした中井はがらんとした空き家のような家の中に独身の下宿人のようにぼんやりしている間の様子を怪しむ前に息を切らしていった。 大変ですよ。こういう電報が京都から参りました。彼は封を切った電報を懐から出して渡した。ホテルは手に来たのですが、男らが分かりませんので、どんな用事かもしれんと思って無断で開封いたしました。磁石は電報を手に取ってみた。ナミコ、行方不明。自殺の恐れあり。すぐ帰れ。 彼の顔面筋肉はまるで激しい怒りを感じた時のように緊張したうるさいなあ,あとからあとから彼は苦いものを吐き出すように言ったその前日の午後京都の羽鳥家でのこと 近幸は机に両手を乗せその上へ額を乗せてじっとしていた彼の顔のすぐそばには開封したままの手紙が封筒から出して散乱しておりその上に銀製の灰受け皿が乗せてその中には飲み刺しの敷島からまだ煙が出ていた新京国の梅月で大きくにすっかり幻滅を感じた彼の心はいつとはなしにマチ子に向かっていた 都ホテルのパーラーでの第一印象はお菊のことで濁っていた彼の頭の中が澄み渡ってくるにつれて次第にはっきりと浮かび上がってきたあれっきり何の音沙汰もないということが彼には耐えられないことだった母親の徳子からも何の話もなければ兄の近尾からも何の音沙汰もないついこの間までは母や兄と口を利くのさえうるさく感じていた彼は 今はこれらの人々から何の音沙汰もないのが寂しくて頼りなくていても立ってもいられなくなったことによるとこの縁談には何か故障が起こったのかもしれないもしかすると真智子が自分を嫌っているのかもしれないこのあとの方の考えは彼の心を真っ暗にした彼は見合いの日のことを初めから順序を立てていちいち思い出してみた 彼の記憶している限りでは真知子が彼を嫌っているらしい証拠になるような事柄は何一つ思い出せなかっただがあの態度は若い女が若い男の誰に対してでも取る共通の態度で特に彼を愛している証拠とは言えないかもしれないと彼は思い返したそうだとすると第二の男が現れればその男に対しても同じ態度を取るだろう 第三の男に対しても第四の男に対してもこれは実に考えるだけでもたまらないことだったおまけに一度そのことを考えると容易にそれを否定する材料はなかった彼はトランプを取り出して一人占いを始めたきれいに切れたらあの女は僕を思っている札が残ったら俺はあの女に対して ただの男にすぎない。こう決めて彼はあたかもミコが魂を呼び返す時のように敬験な態度で入念に札を切った4枚ずつ並べて弱い札を落としていってポイントを4枚だけにしてしまえばよいのである初めのうちは都合よく札が切れていって半分ほど進行した時にポイントが4枚並んだ「閉めたと思っていると」 ダイヤのポイントの上へダイヤのキングが重なったそれから次から出る札札が重なってとうとう11枚も残ってしまった彼はこのつまらない遊戯の結果をまるで彼の運命を左右する神の掲示ででもあるかのように熱心になって見つめていたがやがてほっと問息をついていった「もう一度 しかし結果はやはやり思わしくなかった。彼は躍起となってあたかも必要な悪魔と戦う犠牲者のように何十回となくカードを切っては肩を張り目を据えて残忍な運命の札を狂気のように並べていったちょうどその最中に女中が一通の手紙を持ってきたのであるしかもそれは実に思いがけなくも船木真知子からの来診だった トランプの予兆で心の平静を失っていた彼はこの手紙を見ると凶猛な悪魔の最後の斧の一撃を頭上に受けたような気がして封を切るのが恐ろしかったしかし実は1秒間も猶予せずに開封してむさぼるように短い文面に目を走らせた先日は失礼いたしました現在のような立場にいる私から このようなおおををさししげるい許しください実は本日私は旧友に会いまして今度の私たちの演談が実は忌むべき政略の具に強せられていることを知ったのでありますもしあなた様がまだそのことをご存じないなら兄上様よりすっかりお聞き正しくだされたく現在のような事情のもとにありては たとい私がどのようにあなた様をお慕い申していても、この縁談は涙をのんで忠誠いたすのが死闘かと存じます。もしあなた様がそのことをご存じなくて、後になりて悔いを残されるようなことがありてはと存じ、一筆お知らせ申し上げます。末筆ながら、どううぞおお体をお大切に遊ばされるよう祈り申し上げます。 失礼の段くれぐれもお許しくださいましマ町子羽鳥近幸様彼が手紙を放り出して机に顔を伏せてぼ然自失していた時扉を開けて徳子未亡人がそわそわしながら入ってきた近幸さん皆さんをお尻りでないかい今朝ちょっとと言って出て行ったきり。 まだ帰ってこないんだが。近行はそれには答えずに。以前。机の上に顔を伏せていた。第九章。美奈子夫人。一。姉さんがどうかしたんですって。 近きはしばらくしてから顔を上げて鋭い視線をそばに立っている母の顔に送った「もう5時間にもなるのにまだ帰ってこないんですよ」と未亡人はいまいましさと不安さとをごっちゃにしたような表情をしながら言った「こんなことはこれまでにないことですからこんなことがこれまでになかったのが不思議ですよ」と近行きは挑むように言った この頃ののさんのやり方はどうです彼はしばらく間を置いてから続けたそれにお母さんだってあんまり姉さんに同情がなさすぎますよもっと姉さんに感謝してもいいと思う近きは自分の心の中に何か平らかでないことがあると辺りのものに相手構わず当たり散らす癖があったこれは貴族階級に特有の悪徳の一つなのだが今も彼は のの手紙を見てくしゃくしゃしてしいたた矢先だったので、母の言葉を聞くと平素から抱いていた不平が一度に爆発してしまったのであるところが徳子未亡人はまた未亡人で彼女の性格をどんな場合にも一歩も曲げることを欲しなかった子供に対する愛は愛としてたとえどんなに愛している子供でも彼女の自尊心に少しでも触れるような場合があったら 断じて呵責するような女ではなかったこうした家族からなっている羽鳥家には従って平和というものがなかったみんなが天でに固く自分の心を武装してよらば斬らんと身構えていたのだだからちょっとしたきっかけがあるとすぐに喧嘩口論の絶え間がなかったのである何ですってと 未亡人は急にまなじりを怒らして質問した「私が美奈子に同情がなさすぎるんですって?」「もっとあの人に感謝してもいいですって」「近行き言葉というものは考えて使うもんですよ」では私が嫁いじめでもしたというのあんたはふだんなら近きもこんなぐにもつかぬ言いがかりには相手にならずに賢明な沈黙を守っているところなのだが」 虫の居所の悪い日には針ほどの言葉が棒ほどに聞こえるものであるこうなればまるで売り言葉に買い言葉だそうですね必ずしも姉さんに対するお母さんの態度は優しすぎるとは言えませんでしたよいつ私が美奈子をいじめましたさあ言ってもらいましょういくら自分の子供とはいえそんなことを言われちゃ私は黙って済ますわけにはいきません さあ証拠をあげておくれ彼女は相手の返事を催促しながら相手に物を言う余裕を与えなかった一般に女というものは少し興奮すると心の中にありったけのことを一言残らず言ってしまわんと損だとでも考えているらしいそしてみんな言ってしまうとまた前のことを繰り返すものだだからバカでおしゃべりな女は しばらく話していると同じことを何度も繰り返すものだ。あの人こそ、もっと私たちに感謝してもいいはずです。と彼女は少し言葉の調子を変えて続けた。ちかほが嫁の口に不足をしたわけでもないのに、古ほどある縁談を断って、どこの馬の骨かわかりもしないあんな事務員不在を、羽鳥家の制裁にしてあげたんじゃないか。 無事なくして玉のこしたらあの人のこっテす。事務員から試着婦人なんて新聞にまで騒がれてそれで何が不足だと言うんですあの人はまるで生まれながらの試着婦人のような顔をしてシャーシャーしているじゃありませんか私は世間に対してもどんなに肩身が狭いか知れやしませんお父様が生きていらっしゃったら決してこんなことは承知なさりゃしませんよ あんたのおじいさまはご維新の時、岩倉様のご名代で薩摩や長州の。もうわかりましたよと、近ゆきは額にしわを寄せながら、これまでに幾度も聞いたことのある母の毒舌を遮った。祖父が明治維新の更進の端っからだったことは僕も知っています。しかし、それとこれとは別問題ですよ。姉さんは、 何も嫌だというものを家へ押しかけてきたわけじゃないじゃありませんか。兄の方から無理に頼んで来ていただいたのじゃありませんか。そんなことをあの人があんたに言ったんですか。まあ呆れた。い,いえ。と、近雪は慌てて言った。姉さんがそんなことを言うわけはないじゃありませんか。でも僕にだってそれくらいなことはわかりますよ。兄さんは、 姉さんを愛していたからこそ求婚ししたんでしょう,こういうことは女の方から言い出せるものじゃないじゃありませんかしてみれば兄さんが頼んで姉さんに来てもらったのも同じじゃありませんかそれにお母さんは「死者夫人死者夫人」夫人とおっしゃるけれど今時そんな名前をありがたがる女は少し気の利いた女の中にはありませんよおそらく姉さんにしてみれば「ャフでもいいからもっと身持ちのいい」 姉さんを心から愛してくれる夫を望んだかもしれません一年のうちで兄さんが家にいる日ったら数えるくらいでしょうそして芸者遊びをするくらいならまだしもですが二人も三人も隠し女を持っていてそれでもまだ不足だと見えて女中にまで手をつけるなんて肩身が狭いというのはお母さんの方から言うことじゃなくて姉さんの方から言ってこそ当然な言葉じゃありませんかそれに お母さんの姉さんに対する態度も決して感心できませんよ。姉さんは不幸なんです。慰めてあげなくちゃならない人なんです。なのにお母さんは、今もおっしゃったように、まるでお母さんの慈悲心のおかげで姉さんが羽鳥家へ来られたかのような態度を露骨にお示しになるじゃありませんか。あんたはまるで社会主義者だ。とんでもないことを言って。第一、あんたのお友達が悪い。 少しは身分を考えて、あまりうかつな友達と付き合わないようにしておくれでないと困りますよ。ちかおが家を空けすぎるのは、そりゃよくないかもしれません。けれどあの人はせわしいんですよ。女房のそばにベタベタくっついているようじゃ政治家は務まりませんからね。そんなことは政治家の妻になる女は初めから覚悟していなくちゃ。 夫が留守だと言ってしょっちゅうメソメソ泣きっ面をしているようじゃ政治家の妻になる資格はないのです私などはわかりましたよ政治家のせわしいことはでもそれよりも姉さんがどこへ行ったかが今のところ問題なんでしょう姉さんが帰ってこなかったらそれこそ大変ですよ羽鳥家の内幕はすっかり世間へ暴露されてしまいますそうなると 羽家も兄さんの政治的生命も終わりですよ近行はちょっと言葉を切ってタバコに火をつけた僕には少し心当たりがあるんですと彼は続けた昨夜妙なやつが2人兄に会わせてくれって来ましたよそして兄がいないと言うと2人でしばらく相談してからそれでは奥様でもよいと言うんです 生が僕のとこへ相談に来たので姉さんに取り次ぎすると姉さんはぜひと言うなら会ってみようと言うんですそれで僕と諸生の木村とは万一の用心に隣の部屋に控えていて2人を応接室へ通したんです隣の部屋から扉越しに聞いているとその連中は暴力団なんですそして姉さんをゆすりに来たんです とんでもなみぼうじんはあおくなっていったそんなゆすられるようなことをするなんてきっと家へくる前にあのひとに何かうしろぐらいことでもあったんでしょうまあきいてくださいゆすりの種はねえさんじゃなくてにいさんなんですよ嘘かほんとうかぼくはしらないけれど兄のせいかつのうらめんはいかがわしいことだらけなんですよ 女に関係したこともあれば金に関係したこともあるらしいんですそれをすっかり書きつけた原稿の閉じ込みを持ってきてあの2人は姉さんに買ってくれって迫っているんです初めの方を少しばかり声を出して読んでいましたが何でも「下鴨の福魔殿羽鳥四尺家の内幕」というような題でした 姉さんは主人が留守だからという言葉一点張りで対応しておられたようですが暴力団のやつらは3日間に返事がなかったら新聞に発表するって脅し文句を残して帰っていったんです僕は隣の部屋ですっかり聞いていたんですで美奈子さんがどうしたって言うんですあんたは未亡人はもはや不安の色を隠しきれなかったそれは分かりませんが ことによると姉さんは何か容易ならぬ決心をしたのじゃないかと心配になるんです何しろうちのような家庭は誰にだって我慢のできないのが当然ですからね兄と姉さんの生活を見ていると僕だってこれが一体家庭というものかというような気がしますよ兄の報道はまるで公然と認められていて姉さんはそれに対して一言も発言権がないんですからね お母さんまでが兄の側に立って兄の行為を何から何まで擁護しているんですもの来て半年にもならぬ女中に腹まして返したりたまに京都へ帰ってきても家へは2日も3日も過ぎてからほんの申し訳に立ち寄ったりまるでこれは人間の生活じゃありませんよだってお前それは上流の家庭にはありがちなことで何も誓うだけが。 悪いと言うんじゃないとおっしゃるんですかでは、上流の家庭が全部腐敗しているということになるんじゃありませんか姉さんは、そういう上流の家庭の花風と合わなかったんでしょう。僕は、姉さんがもう帰らないつもりで出て行ったということがはっきりわかるんです。すると、新聞の方はどうなるんでしょう新聞のことなど問題じゃないじゃありませんか 《それよりも姉さんの体が大事ですよ》ことによると僕は姉さんはとんでもない決心をしたんじゃないかと思うんですとんでもないというと未亡人はあたふたと聞き返したとにかくすぐに兄のところへ電報を打って帰ってもらう必要がありますよその上で警察へ捜索願いを出すなりなんなりしなければ 取り返しのつかぬことになるかもしれません暗くなるまで待ってそれでも美奈子が帰らなければ電報を打って近男を呼び返すことにともかくも話が決まっただが徳子未亡人は美奈子に対してそれだけの労を取ることすらも内心ではいまいましかった美奈子が 羽鳥家の同じ一つ屋根の下に住んでいるということがすでに彼女にとっては譲歩の限度であったのだから彼女のために色々厄介な問題が持ち上がってその渦中へ自分も巻き込まれるということは何とも耐え難いいいまいましさだったのであるむろん、彼女が近行きの申し出にしぶしぶ賛成したのは少しでも美奈子の身の上を案じたためではなくただ羽鳥家の名誉を傷つけたくないためだったのであるとはいえ 試未亡人は決して悪い人というのではなく交際社会でも最も愛嬌に富んだ夫人として建てられていたし世間からは憲婦人として尊敬されていたことを私は復元しておかねばならないそして子供たちに対しては彼女は実際この上ない良き母であったのだただ羽鳥家結婚という形式で不意に飛び込んできて 彼女の地位にとって変わろうとしている美奈子という異分子に対しては彼女は憲婦人の身だしなみも何も忘れてさながら憎悪の化身となってしまったのである近行きには母の心理が全くわからなかった彼にはなぜあの善良な母が兄嫁に対してだけことごとに毒々しく当たり散らし何かにつけて露骨に憎悪の態度を示すのか不思議でならなかった そして結局は母が善良に見えるのは表面だけで内心には彼女は悪魔の血を受け継いでいるせいだと断定した女と女とのデリケートな心理の葛藤を彼はただ一般的な道徳問題に還元してしか理解することができなかったのだもっと素直な気持ちで平和に暮らしてゆけないものか彼は母の顔を見るたびにそういう気持ちがしたのである したがって機会があるごとにこの気持ちは表面に爆発したのだそれがまた徳子未亡人にとっては不平の種であったしかもこの不平は大抵の場合は直接自分の息子には向かわないで美那子がずるいためにそうなるのだと解釈してすっかり彼女の方へ向けられていったのであるそのために息子に対してはジ母の態度を失うようなことはめったになかった だがが近行きにしてみれればそれはありがた迷惑で、自分などはそれほど可愛がってもらう必要はないからせめてその10分の1の愛でも母が美奈子の方に向けてくれたらと思うのだった羽鳥家の内部にはこうした感情の行き違いが蓄積されてそれがどうにも時がたいまでにこんぐらがっていたのだ美奈子は晩になっても帰らなかったで予定通り まず東京へ行っている地下尾を電報で呼び寄せることに決まった電報はその晩のうちに帝国ホテルまで着いたのであったが近尾の行き先がわからなかったためにやっと翌日の朝中井の手から近尾に届けられたのだった近雪は兄嫁のことも心配になるにはなったが人間というものは2つのことを同時に気にかけることはできないものだ やがてもう一つの心配が第一の心配を圧倒してしまった彼はまち子の手紙をもう一度広げてみた今度の私たちの縁談が実は「忌むべき政略の具」に強せられていることを知ったのでありますこの一句は兄の平成を知っている彼には疑う余地もないことだったそしてここのところを読み返すたびに 兄に対する憤怒がムラムラと彼の神道に沸き起こってくるのを抑えることができなかったどんなことを兄は企んでいるんだろう政略の具とあるからには明らかに相手は真智子の父の船木正三という男に違いない船木は政治家ではなくて実業家であるところを見れば何か金儲けの相談に違いないその相談のくさびに 彼らのが使われているに相違ない。るにな彼は具体的な事実を知る由もなかったけれど当たらずといえども遠からざる推測をすることができたもちろんそういう事情であればマチコがこの縁談を中絶しようと申し込んでくるのは当然だどんなに2人が愛し合っていようとも第三者の道具に使われていることがはっきり分かってみればそういう縁談は ただその第三者に対する面当てだけのためにも涙をのんで中絶しなければならぬだが恋する男の心理はそれほど単純ではありえなかったもしかしたらマチ子は彼との結婚を避けるためにこんなことを言ってきたのではなかろうかたといいくらかそういう事実があるとしても本当に心から愛し合っている2人同士だったらそれくらいのことで きれいに相手を思いれるもるのだろうか。たとえ私がどのようにあなた様をお慕い申しましてもこの文句を彼は20度も心の中で繰り返して読んだこれは彼女の真実の真理を言い表した言葉なのだろうかそれとも仮定なのだろうか実際は慕っているわけではないが 仮に慕っていてもという意味に過ぎんのだろうかこれはいくら考えてみてもわかりっこのない疑問であった恋人というものは愛すれば愛するほど疑り深くなって相手の箸の上げ下げにまで千番無料の意味を付してああではないかこうではないかと憶測をたくましくするものだというが近行きの場合がちょうどそうであった縁談の成否のごときはもう問題ではなかった ただマチコが彼を愛しているか否かそれだけが彼にとっては明日宇宙が破滅するか否かという問題と同じくらい重要な問題であったのだ近行はいくら考えてみたって一人で考えてみるのではどうしたって解決することのできないもどかしさにレターペーパーを述べてペンを取ったせっかちな彼は何事によらず未解決のままで放っておくことができないのであった どんなふうにでもいいから起こってきた問題はその場で一応解決しておかねば気が済まなかったのだ分けても彼の今後の生活を決定する結婚問題を宙ぶらりのままにしておくことは到底できなかったのであるお手紙拝見しましたと彼は書き始めたあなたのおっしゃることはすっかりわかりますそして 多分事実であろうと考えねばならぬ理由を私は不幸にして知っているのですそして私たちの結婚問題が第三者のある手段に使われているということが分かった以上は無論この話は少なくも一時中絶すべきでありましょうというのはこの問題を決定する権利を持っているのはあなたと私との心以外にはないはずであるのに私たち 少なくもあなたの心がそのために動揺したとすればそれが一切の終結だからですでもあなたのお手紙はあまりに簡単すぎてそのためにいろいろ私に疑惑を投げました私にとって今何よりも痛切な問題はあなたが私を愛するか否かという問題だけです結婚問題のごときは二の次の問題で それはこの第一の問題によって必然に解決される問題です僕は正直に言いますがあなたを宇宙の何者にも増して愛しているのですそれでも僕は必ずしもあなたと是非結婚したいというのではありませんというのは簡単な理由からです愛し合わないで結婚するよりも愛し合って結婚しない方が まだしも私には我慢がしよいからです。それにあなたが本当に私を愛しているなら私たちの愛を実現する手段は必ずしも彼らの仲介を経ずともいくらもあるはずです私は愛のないあなたを追うのではありません私がどんなにあなたを愛しているにしろこれは事実なのですが あなたが私にに、対して愛を持たたないといととうことが分かった瞬間に私は完全にあなたを私の脳裏から駆逐することができますけれど第三者のために私たちの愛を犠牲にするということはどんな理由があるにしても私には十分に理解できないのですここまで書いて近行きは急に嫌になってきた これはまるで町子が自分を愛しているということを前提とした手紙だもしそうでなかった場合にはこんな手紙は彼女の霊賞を買うだけのものだ私は愛のないあなたを追うのではありませんなんて書いていながらその実この手紙は彼女の後を野良犬のように追い回していることを立派に証明しているのではないか彼は 書きかけた手紙をビリビリと破ってくずかごへ投げ込んでしまった三美奈子はその朝京都駅から東京行きの一二等特急に乗り込んだ黙って家出をしたことがみちみち彼女の気をとがめた 家で今頃どんなに大騒ぎをしていることだろうと思うと彼女は自分が滞在を犯して落ち延びてゆく亡命者のような気持ちになるのであったしかし彼女はもう生きるということに対する執着を特に失っていた生きているということは彼女にとっては果てしのない苦痛の連続でそれがいつになったら済むという予想は全くつかなかった彼女は いつ何時でも少しの未練もなしに永久に生活の幕を閉じてしまうことができるような気がしていたのだ東京までの切符を買った彼女はとにかく夫に会って昨日の暴力団の脅迫事件の顛末を夫に告げてその上で彼女は彼女自身の行動をとることに決めようと決心していたのであったがいろいろ考えてみるとそれは徒労のような気がしてきた。 もし夫が暴力団の要求を拒絶すれば羽鳥家の内幕は新聞に書き立てられるに決まっているそして世間は彼女に同情するかもしれぬがそんな同情はかえって彼女の生活をますます苦しいものにする以外の効果を持たないことはあまりにはっきりわかりすぎていた彼女は舅人の陰険な目を想像してぞっとしたもしまた 夫が暴力団の要求に応じたたとしたら、彼女の生活は今までどおりで何の変わりもないいつまでたっても生きようか死のうか家を飛び出そうか辛抱していようか同じ反問を繰り返して生きていかねばならないそれはもう彼女には耐えられぬことだったそれに舅に相談もせずに黙って家出をしたという事実は 今後の彼女の自分に対する態度をますます辛辣にますます意地悪くするに決まっているだがそれよりも東京へ行って夫に会った時のことを想像するのが彼女には何よりもたまらなかった彼はたとえ理由があろうとなかろうとこういう場合には頭ごなしに叱りつけるに決まっているそうなると相談もヘチマもあったものではない 彼女はせっかく相談しようと思ってきた容疑を一言も言い出さないで暗い心のわだかまりだけを与えられてすごすご引き返さねばならぬに決まっているような気がしたどう考えても彼女は夫に会うことから何の功名も期待できなかったそうかといって今さら京都へ引き返すことは到底できなかったし 彼女が試着家へ嫁いだことを一世一代の名誉としている名古屋の実刑のもとへ帰ることもできなかったそんなことをすれば兄は門口からすぐに追い返してしまうことは分かりきっていたからだ彼女に残された道は一つしかなかった死不思議にも彼女は死を考えてもあまり暗い気持ちにはならなかった もうすでに死以上の苦しみをなめ死に直面するよりももっと暗い気持ちに幾度もなっていたので今更死の決心をしたとてそれ以上暗い気持ちになる余地がなかったのかもしれぬかえって彼女は死の決心をすると気持ちがせいせいしたくらいだった汽車の窓から見える夕もやの中からくっきりと淡麗な輪郭を表している富士山はこの前見た時よりも一層美しく見えた そして彼女の心を静かに落ち着かせた彼女の心にはもう少しも生に対する未練はなかったと同時に死を急ぐ気持ちも少しもなかったまるでぶらりと新京極へ散歩にでも出かけるような気持ちで死ねると彼女は自信していた大船で停車した時彼女は急に気がついて慌てて下車したそしてただ漫然と横須賀線に乗り換えて 鎌倉駅で降りたただなんとなく死ぬ前に静かに鎌倉の海岸に一日を過ごして心ゆくまで静止してみたいと思ったのだとはいえ彼女は鎌倉という町はまだ初めてだったのでとりあえず駅の前の宿屋へ入って都合を聞き合わせた番頭は彼女の様子をじろりと見てからもみ手をしながら行った あいにく今日はすっかり部屋が塞がっておりますのでどうもおきの徳さまでしかたがないので彼女はそもそも後へ引き返した番頭は彼女の出て行く姿を見送りながら独り言を漏らしたああいう女の一人旅が一番危ないて去年奥の六畳で猫いらずを飲んだのもちょうどあんな女だっためったなことうされじゃ 部屋は汚れるしお客は寄りつかなくなるしその上警察へ呼ばれたり何かされちゃ商売の日上がりだ彼女はタキシーの運転手を捕まえてどっか海岸の見晴らしのいい宿屋はないかと尋ねたそうですねと運転手はちらりと彼女の人柄を寝踏みしてから言ったホテルになさいましたらいかがですあそこなら海もすぐそばです タキシーは5分足らずでホテルの正面玄関へ着いた京都市油の工事三条東呉服商松山中田妻富士、31歳彼女はすらすらと宿泊簿にこう記入して部屋へ案内されたメランダ付きのがらんとした部屋でダブルベッドとクッションの色あせた肘付き椅子が2脚置いてあった彼女はその一つにぐたりと腰をかけた すぐそばで波の音が聞こえたベランダへ出てガラス窓を開けてみると前に松林らしい黒い木立が広がっていてその上にぼんやり水平線が見えたひいやりとした夜風が時々顔へ当たった彼女はそれから夜の化粧を済まして旅で汗ばんだ体を拭いて浴衣に着替えそれからまたぐったりと椅子に沈み込んだ。 彼女は自分でも驚くほど冷静だったいろいろなことが頭の中に浮かんできたがそれらの考えは乱雑にこんがらがってこみ上げてくるのではなくて実にはっきりした輪郭を持って次々に秩序的に交代していった「そうだ今夜はやめよう今夜はゆっくりと最後の眠りを眠って明日の晩すがすがしい気持ちで死ぬことにしよう」と彼女は決心した。 自殺の方法は答申と彼女は決めたそして明日の昼間に死に場所を探して晩になってから結婚すればいいとまるで遠足の計画でもするように落ち着いて自滅の計画を立てた彼女は遺書を書く必要も感じなかった考えてみれば試写に言い寄られた時どうしても断ろうと思えば彼女は断ることができたのだ それを断らないで承知したたのののは自分の勝手だったのだ。っそして彼女が死者夫人という名前に少なからず誘惑されたことも否定することはできなかった死者がああいう人であったことのわからなかったのは彼女自身の不明で誰を責めるわけにもいかない今になって自殺するなんてことは実に卑怯でもあり恥さらしでもある自殺はこっそりとしなくちゃならん 遺書も何も残さないであの太平洋の中へ消えてしまえばいいそれに彼女は誰に遺書を書くというあてもなかった完全に心の離れてしまった夫には今になって何も言い残すようはないはずだし死ぬ時になってまで舅に義理を尽くして自分の心を偽る必要もない実刑にも何も言い残すことはない一人の人間が 生きる必要がなくなって無償の自然に帰るそれでいいのだと彼女は考えたそして彼女はこの数年来初めて経験した自由な平和な心を抱いてベッドの上へ身を横たえたのであった第十章 東京へ1これから船木のとこへもちょっと顔を出しておかにゃならんし外務大臣にも少し打ち合わせせにゃならん用事があるから9時の特急にはとても間に合わんから夕方の5時の汽車で立つことにしよう君もちょっと前方を打っておいてくれたまえそうですね 何と言って打ちますかな今夜五時たつと言ってやればいいちかおはちょっと言葉を切ってから続けた何大丈夫だよ今頃はもう帰っとるかもしれんどこか買い物にでも行って途中で寄り道でもしてるんだろう彼は相手にともつかず独り言ともつかずにこう言ったが その実そんなことはちっとも信じてはいなかった美奈子が行き先も告げずに外出したことはこれまで絶対になかったことを彼はよく知っていた連文は簡単で詳しいことは無論わからなかったが自殺の恐れありという理由は彼には誰よりも一番よく分かった無論彼はこれは実に困ったことになったと思った だが彼がそう思ったのは美那子の一心を思ったからのことではなくて何かしら彼の周囲に厄介なうるさいことが起こりそうなためだった彼は彼の血縁や友人が一人残らず一度に死んでしまってもそのために彼の毎日の生活のプログラムに少しの故障も起こりさえしないなら毛筋一つ動かさずにおられるような人間だった現に 昨日まで彼の事業の相棒だった船木の返死も彼にとってはただ厄介なことが起こったという以外の感じは少しも与えなかった彼は予定通り船木家へ悔やみに行ってその帰りに霞ヶ関へ回って官邸で外務大臣との容談を済まし東京駅から5時の汽車に乗ったその間もそれから先ずっと。 あくる日の明け方記者が琵琶湖の辺りへさしかかるときまで彼は美奈子のことはほとんど忘れていただが列車が京都に近づくにつれて彼の心の平静は少しずつかく乱されてきたもし美奈子が死んでいたらと彼は考えた彼は新聞記者がハエのように彼の周囲に押しかけてくる光景を想像した そして政治の話とは違ってこういう場合には頭から面会を断るわけにも行くまいし会えば何か話さないわけにはいくまいあれは近頃だいぶひどいヒステリーだったから気がどうかなったんではないかと思うと答えたらどうだろうすると記者のやつはニタニタ笑いながら何か家庭生活上の不満というようなものでもなかったでしょうか ななんて反問するかもしれない新聞記者の頭痛しさことに時と場所とをわきまえずにいつでも無遠慮に浮かべるあのニタニタ笑いは想像しただけでも近カにはたまらなかったバカなと彼は自分がつまらない想像をしていたことに気がついて声を出していったそれから彼は大きなあくびを一つして 前夜東京から持ってきた勇敢の束を膝の上に乗せて広げた被害者船木の秘書山田誠太郎は被害当時の挙動に不審があったためついに松岡検事によって起訴され本日午後1時40分直ちに市ヶ谷刑務所に収監された船木の令状真知子も参考人として検事局に召喚されるらしく場合によっては 生前事業上で船木と特別の関係にあった某貴族院議員の召喚を見るらしい形跡である近尾は昨夜20回も読んだここのところをもう一度開けて読んだ某貴族院議員というのはもちろん彼のことに決まっていた彼は自分が船木の死に関係のないことを誰よりもよく知っていたにかかわらずいやそれだからこそ 余計にこの新聞記事が気になった彼にとっては船木の死は路傍のさじでしかなかったそのさじが彼の生活に深い関係を持っていて場合によっては彼の私生活のあることないことを明るみへ出し彼の何よりも嫌いな反類の中へ彼自身を無理やりに追いやりそうな形勢を示してきたことが彼にはいまいましくてしょうがなかったのだ 鹿尾が下鴨の自宅へタクシーで帰った時はまだ5時前だった羽鳥家ではその間にまた新しい事件が持ち上がっていた前夜10時頃まで書斎で机に向かっていた近行が急に背広に着替えて「ちょっと出てくる」と言って出て行ったきり12時過ぎても1時過ぎても帰らなかったのである近行様はまだお帰りになりませんが。 女中の巴は引き続いて起こる事件にすっかりおどおどしてしまって、もう床についていた。未亡人を起こして心配そうに言った。とく子未亡人は床についてはいたが、まだ眠っていたのではなかった。彼女はその前日から奈美子の失踪や。近行きとの口論やいろいろな出来事で神経が高ぶって眠られなかった。彼女は黙って起き上がった。 しょうがないね誰だれもかれも世話をやかせるものばかりでもうあんたはおやすみわたしが起きているからいいえわたしが起きていますからどうぞ大奥さまはそんなこと言わないで昨夜からあんたはおちおち眠っていないんでしょうさ早くおやすみと言ったら。 女中は申し訳なさそうに立ち上がって部屋を出て行った近行きはとうとう夜が明けるまで帰らなかった無論奈美子も帰ってくるはずはなかった徳子は初めのうちはただいまいましさで胸がいっぱいだったが夜が更けて神経が疲れてくるうちに次第に今度の出来事は全て自分に責任があるような気がして 自責の念がチクチクと胸を刺した彼女は朝まで目を覚ましていたチカオが帰ってきた時は羽鳥家の内部はこういう状態だったのであるどうしたんです彼は靴を脱ぐとすぐ母に向かって尋ねたもう帰ってきたんでしょまだ帰らないんですよ本当に人騒がせをするったらありゃしない 私はこの二晩まんじり眠ることもできなかったんですよ何かあったんですか出て行く前に彼は応接室の椅子にかけながら訪ねた徳子は不眠と心配とで内心はひどく弱気になっていたにもかかわらずちっとも弱みを見せず外交官のような冷静さで言った近行きの話では、 なんでも暴力団の連中が2人やってきてさんざ脅し文句を言って帰ったということですかねそれが原因かどうかは分かったことじゃないけれどどんなことを言って脅したんです何でも「下鴨の福間伝羽鳥磁石家の内幕」とかいう原稿を持ってきてそれを買ってくれって言うんだそうですよ私は、 がこちらへ来るまでに何か後ろぐらいことでもしていたんじゃないかと思うんだけれど近行きの話ではゆすりの種はあんただそうですよ彼女はチラリと相手の顔を見た近尾は眉一つ動かさなかった暴力団なんてやつはこちらが下手に出りゃますますつけあがってくるそんなものに相手にならなきゃいいんだどうせ嘘っぱちばかり書いて持ってくるんだから 頭から追いいいしてやりゃいいんです。ぐずぐず言ったら警察へ電話をかけてやりゃ震え上がって帰って行きますよそうなんですよそれをわざわざ座敷へ通してご無理ごもっともでならず者の話を聞くなんて美奈子もよっぽどどうかしていますよ近カオは徳子夫人の絶望がなみこに向かって行くのはいつものことだったのでうるさくて聞いておれなかった 美奈子も美奈子なら、お母さんもお母さんです。と彼は怒ったような調子で言った。近雪はいなかったんですか、その時。近雪は、その時はいたんですが。と彼女は唾をのみ込んで言った。あれがまた、昨夜出て行ったきり帰ってこないんです。本当に、うちの子供たちは。 みんなしてこの年寄りの私をいじめるために生きているようなもんです私はもうナミコが家へ来てからこの56年というもの一日だって心の休まる暇はなかったのですよそれにあんたまでが一緒になってこの老人をいじめるんですからねこんな家に住んでいて貴族院議員にまでなった息子を持っていてそれで私くらい不幸なものがもうたくさんです 神経をピリピリさして聞いていた近カはとうとう我慢ができなくなっていった僕は忙しい体ですからね明日は東京へ帰ってジムの引き継ぎをせにはならんしグズグズしちゃおられないんですで近カユキは昨日どんな様子だったんですかまたおっ母さんと喧嘩でもしたんですか喧嘩というほどでもないけれど あんまり私のことを嫁いじめをするの何のって言うもんですからつい私も一語二語言い返したんですよまるで私のせいであれが出ていったようなことを言うんですもの昨日は朝から一言も口をきかなかったのですが何でも一日中部屋の中に閉じこもって机に向かっていたということですちかおは頭の中を熊手でかき回されるような気がした彼もまた 長いやもめ暮らしと年のために心がひがんで口やかましくばかりなっている母の言葉を聞くに耐えなかったのだ二人はしばらく無言のまま向かい合っていた二。2> 2チカはともかく風呂へ入って着物を着替えた 彼にとっては家庭はもう安息所ではなくて一つの牢獄に等しかったそこには彼の心を楽しませる何物もなかったと同時に彼の心を圧迫し彼の両親をむち打ち彼の平静をかき乱すものばかりが満ち満ちていた部屋の中へ入ると壁と天井と床とが上下左右前後から迫ってきて彼を押し潰すような気がした ああいやだいやだ彼は誰もいないところで思わず大きな声を出して独り言を漏らした彼は一刻も早くこの不愉快な雰囲気の中から逃れて清々した天地へ出てのうのうと手足を伸ばしたかったのだ彼の頭の中にはのんきな政治友達や華やかな東京の夜や金で結ばれているのではあるが 少なくとも彼の心をのんきに浮き立たせてくれる女たちの顔などがひっきりなしに浮かんでいたのだ彼が近雪の書斎へ入るとデスクの上に資本論の第三巻が載せてあってそのページの間から封筒の端のようなものがはみ出していた彼は何気なくそれを抜き取ってみた「母上様」「兄上様」と宛名が2行に並べて書いてあり 左の下に小さく「近雪」としたためてあった近男はすぐに封を切った「今日一日考えた末私はこの手紙を残して当家を立ち去る決心をしました」と彼は読み始めたいつかお目にかかる機会があるかもしれないしまたないかもしれません今のところそれは私自身にもわからないのです 私に分かっていることは、ただこの家にいることがもう我慢できなくなったということです。私はあなたに対して不幸なことならざるを得なかったことを悲しみます。あなたに対しては何とも申し訳はありません。私のこの決心がハトリ家の名誉を少しでも傷つけることになるとしたら、私は全くお詫びの言葉も知らないほど申し訳のないことだと思います。 だが今となってはもはや私の忍耐力の限度を超えてしまってどうにも踏みとどまる余地はないのですこの決心は今突然私の頭の中に浮かんできて私が興奮のあまり前後の見境もなくこの虚に出たのではありませんそれは長い熟慮の結果なのですその原因は次のごときものです第一に 私は貴酒の嫌いなものがどんなに強いられても酒が飲めないのと同じように私は貴族というものがどうしても性に合わないのです。第二に私は働きたいのです。この家にいれば兄上から小遣いをもらって何不自由なく暮らしてゆけるのですがそれが私にはたまらないのです。 何かしたい働きたいということは学校を出てから一日も私の脳裏を去らない念願なのですただこの家にいては働く必要がないので私のようなグズグズした人間はつい環境に引きずられてずるずるべったりに日を過ごしてしまうに決まっていますだから私は進んで私自身をどうしても働かねばならぬようなのっぴきならぬ境遇に置こうと決心するに至ったのです 私の友人は皆働いています彼らの生き生きとした顔を見るたびに私はいても立ってもいられない思いがしていたのです私の生活を恥じていたのです最後にこの決心をこんなに急に促してくれたのは姉上と真知子さんとです姉さんは私よりも先にこのドブのような環境から足を洗いました しかもか弱い女の身で私よりももっともっとこみ入った事情を振り切ってジャンヌ・ダルクのように勇敢に家を出て行きましたおそらくこの計画は姉さんの頭にずっと前から描かれていたのでしょうそして考えに考えた末決行されたのでしょう姉さんはかわいそうな弱い女です そののことはは私よよりもあなた方ご両人がよくご両がく承知のはずです。しかもあの人は頼るところのない人です万一のことがあるかもしれませんからすぐに捜索願いを出しておく必要がありますといってもそれは再び姉さんを羽鳥家へ連れ戻すためではなくてそうするのがあなた方の義務だからです姉さんは決して帰ろうとしないでしょう 見つかって帰るくらいなら出て行かなかったでしょうあの人は弱い人であると同時にまた強い人でもあるのですでなければ今まで黙ってああした境遇に耐えておられるものではありません大抵の女ならもう二三度は飛び出したり帰ったりしているかそうでなくてもしょっちゅう兄上に不平を言い続けて喧嘩の絶え間がなかったことに違いありません あの人はこれまでそういうことを一度もしないでじっとこらえてきたのですそのかわり一度決心したらもう鶴を離れた矢と同じで二度と帰ってくる気遣いはありません無断で家を出たということに対する責任感だけからでも決して帰ってこないに決まっていますそして一度は興奮のあまり死を決心されるでしょうがことによると あのの強いい力で思とどまって、再び生きる道を選ばれるかもしれません。と言ってもそれはあなた方が創作をしなくてもよいという理由にはなりません。あなた方はあの人の体の保護をする義務のある人たちですから。近かはここまで読んで弟の生意気な忠告がむらむらと尺に触ってしょうがなかったが。 彼の言葉に含まれている心理を認めないわけにはいかなかった彼は暗い部屋からいきなり太陽の下へ出た時のようなもはゆさを感じた真知子さんのことについてはと近行きの手紙は続いていた私は特に兄上に向かって深刻な苦言を呈しなければならぬのを悲しみます昨日マチコさんから、 私たちの結婚は一時見合わせなければならぬことになったという来信を得たのです。その理由は私たち2人の全く感知しない外部の理由なのです。というのは兄上は特にご承知のことと思うが私たちの縁談が第三者の政略のために持ち出された縁談であるからというのです。兄上と まちこさんの父親の船木との間の何かの事業上の必要として、私たちの縁談が持ち出されたのであるからというのです。私は誓って申し上げるが、まちこさんは私を愛しているのです。私もまた、彼女を愛しているのです。それにもかかわらず、彼女は切なる愛を犠牲にして、この縁談の中止を申し込んできたのです。兄上、 あああなた方にはあなたたがにはのの道徳があるのでしょう。利益のためには愛娘や弟の結婚をも手段にしてよく自己の不乱した快楽のためには妻を自滅させてもよいという論理があなた方の道徳から導き出されるのでしょうだが私たちには私たちの道徳があることも記憶してください私たちは 時によっては最も熱烈な愛をも犠牲にしなければならぬ場合があることを知っています。だがそれはあなた方の場合のように利得のためではなくて、もっと高貴なヒューマニチーのためです。だが私は兄上がまちこさんと私とを愛する機会を作ってくださったことだけについては感謝しなければなりません。私の彼女に対する愛は 今、いいかななるるもものにによっても犠牲にすす。を許さないほど切実でであり、熱烈です私はあなた方の汚らわしい仲介を経ないでただ私たちの魂と魂との接触によって全てを解決しようと決心したのですたぶん私はあすマチ子さんに直接会うことになるでしょう私が無鉄砲なことを視野しないかという心配は一切ご無用に願います

ただあなた方に従順でなかったという罪の重荷をいくらか感じるくらいなものです。でもそれは仕方がありません。私たちの生きようとしている世界は、あなた方の世界とは全く別の世界なんですから。最後に、母上様、兄上様のご健康を祈ります。近行き。母上様、兄上様。 近は長い手紙を読み終わってじっと名目した彼は不意に自分の立っている足場を奪われた人のような不安を感じた自分の醜い魂が洗いざらい解剖台へのせられて念入りに吟味されているのをじっと忍んでいるような屈辱とくすぐったさを感じただが政治界で鍛えた彼の太い神経は一瞬間でそうした感情を追いやることができた 彼はスリーキャッスルに火をつけて灰まで煙を吸い込んだそしてまるで何事もかつて起こらなかったかのような冷静さを回復して封を切ったままの手紙を持って母の居間へやってきた未亡人は久しぶりで帰ってきた息子のために朝の食事の指図をしているところだった「おっさん近行きがこんな手紙を残していますよ」「東京へ行ったらしいです」 彼はチラリと時計を見てから続けた僕はこれから警察へ行ってとにかく内密に皆の捜索のことを頼んでおきますそして忙しいしそれが済めばこちらには用事がありませんから9時の特急で帰ることにしますまだ急げば間に合うでしょう何を言ってるんですあんたはと徳子はあっけに取られていった まだごはんも食べないでいやもうごはんを食ってる暇なんかありません彼は今脱いだばかりの洋服に着替えながら言った明日の支度が忙しいんでねどうしても今夜のうちに帰っておかなくちゃそれから彼は急に思い出したように付つけ足したところでもう新聞でご承知か知りませんがこないだ船木が殺されたんですよ かわいそうなことをしました。その方の引っかかりもあり、役所の方のことも忙しいので、とにかくすぐ行ってきます。まあ、せっかく私がこしらえてあげた。ごちそ走を食べないで。近江にとって家族の生死のことよりもケチな時間の椅子の方が重大問題であったように。徳子にとっては政治のことよりも船木の死んだことよりも。 久しぶりで帰ってきた息子が朝飯も食べずに出て行くということが重大問題だったらしいそれは我が子に対する自分の愛情が相手に徹底しないらしいというもどかしさと自分のせっかくの心尽くしを相手が一向に感じていないらしいということから来る不満と世界一の料理のように心得ている自分のこしらえたものを食っている暇もなく出て行かねばならぬ相手がかわいそうだという憐憫との混じった 複雑な気持ちだったのだ。母の心は大抵同じようなものだ。近尾が出て行った後で、彼女は彼から渡された手紙を握ったまま、しばらく玄関に立ち尽くしていた。ああ、私の子供たちは、みんな私をひとりぼっちにしておいて去っていく。彼女の目には、大きな涙が浮かんだ。 3美奈子は夜が更けてもいつまでも眠れなかったこの上なく平成だと思っていた気持ちもさすがに死を前にしてはそれほど平成ではなかったのだろう彼女の頭には過去の絵巻きばかりが幾回となく繰り広げられた無理はない彼女にあるのは過去ばかりで未来というものはなかったのだから 明日七里ヶ浜の岩頭から飛び込む瞬間から彼女の未来は断ち切られてしまうのだもの苦痛の連続であった結婚生活事務員時代のこと学生時代のことそれから小学校時代のこと小学校へもまだ入らぬ頃のこと彼女の心は中途でめぼしい記憶へ立ち寄りながら幾回も幾回も過去への遍歴を繰り返した 女学校時代の初めにまだ初う々うしい胸をときめかした自分の胸の中だけでの可愛らしい恋愛事件卒業間近になってからの空虚に向かって叫び続けたいような誰にともなく何者ともない同型心地事務員時代に仲間の女たちと送った罪のない月日過去は全て美しく全て楽しかった ほんのちょっとした思い出でも今となっては千金にも代えがたい貴重なものに彼女には思われたそれは彼女の魂が無垢だったからである彼女の心が無邪気だったからであるそれが現在はどうだろう魂は傷だらけで生々しい血がにじんでいるちょっと触ってもうずくように痛いのだ彼女が彼と知ったことは本当に 悪魔の戯れであった世の中のありとあらゆる尊いものを並べておいてそれを泥だらけの土足で散々に踏みにじられたような痛ましい無残な光景こそ彼女の現在の生活ではないか依然として彼女の心には死より他には道はなかっただが今死ぬことはいかにも残念ではあったただ踏みにじられたままで 自分の心の反発力を一度も試す機会なしにこのままふやけたように死んでゆくのはいかにも不甲斐なく感じられた「死ぬつもりならどんなことでも忍んでゆけるとよく人の言う言葉を彼女は思い出した」けれども今の場合彼女にとっては死ぬことが一番容易で生きてゆくということはその千倍もつらい到底不可能なことであるように思われた。 拭いても拭いても放り落ちる涙のために枕はしっとりとぬれた一緒に事務員をしていたわいこさんは今ごろどうしているだろうこのことを考えた時不意に彼女の頭に未来の考えが浮かんできたそれは思いがけない電光のひらめきのように実に突然に彼女の頭を過ぎたのであった生きてゆくことができない それは彼女が過去のことばかかり考えていたたらだったのだ。っのの過去の生活を続けてゆく以外に生きる方法がないと思っていたからなのだ過去の生活を人思いに断ち切ってしまったら悩める者神を求める者が神の啓示を得た瞬間のように彼女の心にはぼんやりした巧妙がさしてきた不死だらな夫とも離れ邪険な舅とも離れ 牢獄のような下鴨の家とも離れてしまったら光明はますます彼女の心に広がっていったもちろんその時は彼女はこの世界に夜るのないとりぼっちなか弱い存在だだがその時こそ死ぬつもりならどんなことだって忍べるではないか生きようと彼女は決心して思わず床の上へ起き上がった 誰も知らない東京へ出て働こう働くことによって過去に受けた心の傷を癒そうそして未来を建設しよう彼女の心はすっかり明るくなった彼女はもうベッドの上に悠々と横たわっているのがもどかしくなった全身の筋肉が緊張してじっとしていられないような気がした早く夜が明ければいいと思った 明け方近く彼女は実に安らかな眠りを眠って翌朝朝食時間に間に合うように起き9時頃ホテルを出た時は昨夜着いた時とはまるで一変した晴れやかな顔をしていた近雪も東京へ立った近尾も東京へ引き返したそして奈美子も東京へ向かった羽鳥一家から出た3つの魂は かくてバラバラに同じ東京を目指していったのであるだが3人の目的がそれぞれ違っていたように3人を待ち受けていた運命もそれぞれ違っていた羽鳥家の崩壊とともにそれを構成していた元素はそれぞれの自然の位置へ向かってゆくのだ 第十一章申請一玉城検事の取り調べで女中の口から船木正三の殺された前夜十一時ごろに真知子が外出したことが分かった父に宛てた「あなたは当然蒔いた種を刈り取らねばなりません」 という手紙の文句と夜の11時に若い女が1人で外出したということしかもその時刻は検視官の推定した船木の死亡の時刻とほぼ符号するということは真知子の身の上へ濃厚な嫌疑を投げかけたおまけに殺害の現場にピンが1本落ちていたことも発見された検事はこのことが分かると もうこの事件は九分九輪まで落着したものと考えた正蔵が真知子に対して何か不法な行為を加えた真知子はそれを恨んだそしていつか復讐するつもりであの手紙を書いたがそのうちにカッとなって待ちきれないであの夜11時ごろ多分父の帰った物音を聞きつけて玄関先へ出て父の油断を見済まして 強項をあえて下にそういない」と彼は推定した。しかもこの推定は序中の陳述とぴったり符合していた。お嬢さんが出られたときはどんな様子だったね」という問いに対して、トランプの札を配ってから急に何か思い出されたようにいきなり札を下に置いて黙ってお立ち上がりになりました。 そしてちょっとお嬢様の今へお立ち寄りになってからすぐお引き返しになりました私はすぐこちらへ帰られることと思っていますと玄関の戸の開く音がしてそれから10分もしてから帰っていらっしゃいましたと彼女は答えたのだで検事は 敏捷な猫が最初の襲撃によって致命的な傷を負わせたネズミを安心して、歯の間から離すときのような安心しきった態度で、まちこに尋問を始めたのであった。あなたは今月のものがあるようですね。と、彼はとんでもないことを尋ねた。え。彼女は煩悶した。 露骨に申し上げると月経中でしょう彼は親指で顎のの辺りを触りながらわざとらしいほど落ち着いていった彼女はこの馬鹿げた質問には答えなかったドイツの犯罪学者スタンベルグ博士も言っているように平素ごくおとなしい婦人が月経中に途方もない残虐な罪を犯すことは 非常にしばしばあることで、現行の裁判では、その点には十分の上場を酌量することになっておりますので、彼はメガネ越しにちらりと相手の顔を見てから、ことばの調子を変えて続けたところで、あなたは昨夜11時ごろに、どこへいらっしゃったのですか。どこへも。 彼女は相手の出し抜けな問いに面食らって低い声で言ったそれがいけない我々に向かって物を隠すというのは河童と泳ぎらをするのと同じくらい無鉄砲なことですあなたが昨夜11時ごろにトランプの席を駐座して10分間ほど外出されたことは 今私があなたの前に座って話しているということと同じほど確かなことで。ね、外でお父さんにお会いになったでしょうな。すっかり白状なさった方が有利なんですよ。隠そうとしたって隠しきれるものじゃありません。 あの手紙の保護とい,いしかもそれを慌てて隠そうとしたあなたの挙動といいではと真知子はまっすぐに向き直っていったあなたは私が父を殺したと疑っていらっしゃるのですかそうと検事はますます余裕を示しながら満足そうに言った 疑っているといえば疑っている。信じているといえば信じているんですな。どう信じていらっしゃるんです？彼女はきっと相手を睨んだ。どうです。もう冗談はおやしになったら。と健二はずるそうな微笑を浮かべながら相手の問いには応えないで反問した。 あなたこそ冗談をやめていただきたいと思いますわわたしが昨夜ちょっと外へ出たのはボストへ手紙を出しに行ったのですあんなに遅くなってからねそばに女中も所生もいるのにあなたご自身でね検事は点で相手の言うことを信じる気はないらしかったでは なぜ警官に今までそのことを隠していたんですそんなつまらない、誰にも関係のないことを言う必要がないと思ったからですわ。お父さんが殺害された時刻に、殺害された場所を通って外へ出るということが、誰にも関係のないことですかね。一体なぜあんな時刻に、 あなた自身でその手紙を出しに行かれたのです。私はいつでもそうしているのです。それに手紙をどこへ出したなんてことはいちいち人に知られたくない場合もございますから。なるほど。しかし裁判官はそれを知る権利があるということもご承知でしょうな。 あなたが手紙を出したか出さないかということはこの事件で大変重要な問題になっていることはあなたももうお気がつかれたでしょうからねどこへ手紙を出したってことがわからなくてはどこへも出さずにおいて出したって言ってることもできますからねどうしてあなた方は もっと人間を人間らしく取り扱ってくださらないのでしょうねでは申し上げますが私は羽鳥一尺の弟の近行という方に手紙を出したのですついこの間縁談があって見合いを済ましたばかりなんですこれだけ申し上げればもうこの嫌な質問で私を苦しめなくてもよいでしょう殺されたのは私の父なんです彼女は身震いした 娘の私が父を殺すなんてそんな恐ろしいことはもう二度とあなたの唇から外へ出さないようにしてくださいでないと私あなたを人間とは思えなくなってきますから考えても恐ろしいありうべからざることですわ私がそんなふうに見えるでしょうかんじは月光した町子の弁舌に少々へきえきした 彼女の態度といい言葉つきといい恐るべき親殺しの大罪を犯すような女とはどう見ても見えなかった彼の推定が誤っていたのだろうかそれとも彼女は世にも類いなき大胆不敵な独夫なのだろうか玉城検事にはどちらとも見当がつきかねた彼がひとまず尋問を打ち切って帰っていった時は 彼はもう全く自信を失ってしまっていたその間に警視庁の塚田警部の方では初めから真知子を無罪と信じてしまった全く別の方面に捜査の手を伸ばしていた彼は山田に嫌疑をかけていたそして山田の細君の取り調べによって凶行当日山田の帰宅した時刻が 彼の最初の陳述よりも2時間も遅れていたことが判明したで山田はすぐに警視庁へ行員留置されることになった彼は警官の尋問に対しては何も自白しなかったがどうも様子がそわそわしているので警部は彼に対する嫌疑を決して緩めなかったきっと何か知っているに相違ないと彼は信じきって 検事局がマチコを疑っているのを内心でせせら笑っていた。ただ、彼を犯人だとすると、現場にピンが落ちていたことが不思議だった。それは誰でも婦人が頭に使っている普通のピンで、マチコの頭から落ちたものだと断定することはできなかったが、山田を犯人とする説に対しては有力な反証になるものだった。しかし、事件がこうしたごり夢中の状態にあったとき、 製糖会社から警視庁へ驚くべき届け出があった船木の惨殺死体が発見された日の午前10時ごろに依田という大元人風の男が会社の某重役に面会を求めて会社の気球存亡に関する秘密書類を買ってくれるかと申し出てきたというのであった少しばかり内容を聞いてみると有力な競争会社が設立されて ののの基礎が危ななくされそうなものであったので緊急重役会議を開いてその書類を1万円で買い受けることに決めて金品の授受を終わったがそれから2時間ばかりすると勇敢で船木の殺害事件が発表されたので何かの関係がありはせぬかと思って届け出たというのであった警視庁では早速その代言人をインチして取り調べたところが 彼はのの書類の処分をを山田にに頼まれたた。とということをすぐに自白したそこまで分かってきた以上山田はもう隠しているわけにはいかないので例の晩千鳥からの帰りに一旦船木と別れてから言い忘れていたことを思い出して船木邸までタクシーで乗りつけて邸内へ入ると玄関先で「うーん」とうなるような音と ばたと重いもいのの倒れるような舟木が,けけが担当で刺されて倒れていたのでまごまごしていては嫌疑を受けると思ってすぐ引き返そうとしたが思い返してあとへ引き返しかばんの中から書類を抜き取ってかばんに鍵をしていちじくの茂みの中へ投げ捨てて帰ってきその足で大言人のところへ寄って秘密売買の相談をしたということであった。 彼の帰宅が2時間遅れた理由や、カバンの中の書類の紛失の次第はこの自白で明瞭になった。だが、誰が船木を殺したかという疑問はこれによってますますわからなくなったのみならず、彼は最後にこんなことを付け加えたのだった。彼が船木家の門の中へ入ったとき、黒い人影が一軸の茂みと反対側の木立の中へよろよろと隠れたように見えた。 そのの影は女のようであった彼は正蔵と真知子との仲の悪いことを知っていたのでてっきりマチ子が一時の興奮のあまり大それたことをしたのにそういないと思ってマチ子ならたとえ彼がカバンの中身を抜き取るのを見ていたところで彼女の口から自分の犯行が漏れる気遣いはないと思って安心して死体に近づいていったというのであった。 この驚くべき告白によって形勢は逆転して再び真知子の立場は非常に不利になったのであった二。2. 美奈子は生まれ変わったような朗らかな気持ちで鎌倉駅から東京行きの汽車に乗っただが現実の世界は 彼女の決心と調子を合わせてはくれなかった。彼女は大して小遣いを持ってきているわけではなかったすぐに身のよりどころを決める必要があったそれなのにただ漫然と東京へ来ただけで彼女に東京に身を寄せるようなしるべは一人もなかったのであるフランスの小説家ドーデーがロンビンの町へ初めて行った時に夜のように寂しいと言ったというが 東京駅へ下車した時の美奈子の感じもちょうどそれと同じだった大東京も彼女には墓場のように寂しかった駅の前に立ち並んでいる高層なビルジングは墓石のように不気味であったどうしようか彼女は待合室の椅子にぐったりと腰を下ろして思わず独りごちた辺りにいる人々はみんな天でに 自自分自身の用事をを持ち、目的を持って、カタツムリのように各自の生活の殻の中に閉じこもっていて彼女の存在に注意する人などは一人もいなかった彼女の心中にどんな激浪がさかまいていようと彼女の肉体の中にどんな苦悩が包まれていようとそれは彼女自身のみに関わることでたとえ大東京の町が200万300万の市民を抱擁していようと それらすべて縁なき主張であった一人で一人きりで生きてゆかねばならぬという考えが痛切に彼女の脳髄に刻みつけられたこの決心はこれまで少なくも物質的には不自由のない生活に習慣づけられてきた彼女にとっては大変な決心だった「いっそ鎌倉であの時死んでしまっていたら」という気もした。 あの時生き延びたことは秘境彼女にも一つの苦しみを経験させるだけに過ぎないように思われた心の苦しみのほかに物質の苦しみを与えて彼女のか弱い存在を徹底的に打ち壊すだけだったように思われただが何者とも知れない力が彼女の倒れそうになる気力をしっかりと支えていた とにかくどこか宿屋へ行って身を落ち着けなければ彼女はハンドバッグ一つの身軽な体だったので駅の構内を出てあてもなしに丸ビルの方へ歩いていったちょうど彼女が東側の入り口まで来た時断髪の女とすれ違ったすれ違った瞬間にどっか見覚えのある女だと思って彼女は振り返った相手の女も同じことを考えたのか 振り返って彼女を見た。彼女にははっきり思い出せなかった多分人違いだろうと思って彼女はまた歩き出したすると短髪の女が走って彼女のそばへ近づいてきた「羽鳥の奥様じゃございませんか?」と断髪の女は言った美奈子は相手の顔をしげしげ見ながら言った あなた様をまあ随分お久しゅうございました私は清でございます3年前にお屋敷で使っていただいた美奈子は信じられぬもののようになおも見違えるように変わった相手をじっと見ていたがやがて3年前の記憶がまざまざとよみがえってきた記憶がよみがえってくると同時に 彼女のまぶたにはすぐに大きな涙がたまった。すみません。すっかり道がえちまいまして。本当にあの時は？申し訳のないことをいたしまして。彼女は彼女の夫のために無残に虐げられた女性を目の当たりに見て、ひしひしと胸に迫ってくる。同情と開墾とのためにもう言葉が続けられなかった。 1>, 1分間何十人かの割合でこの入り口から出入りする人たちの中には2人の立ち話に後期の流し目を送っていく人もあったどうしてこちらへいついらっしゃったのでございますたった今着いたばかりですのお一人で長くご滞在でございますのええ一人で。 いつまでもこちらにいたいと思っていますの美奈子の双眼からあふれ落ちる涙で彼女の出境が自然な出境でないことを感づいたそれに彼女がつい昨日まで試着とああいう関係を続けていたことも美奈子を不幸にした一つの原因になっているかもしれないという考えは彼女の胸を暗くした「奥様ここじゃ何ですから?」 どっかでちょっと休んでお話が承りたいと思いますがお差し支えはございませんでしょうかお詫びしたりお話したりすることが山のようにございますので奥様のお顔をまともに見られないようなこともしているのでございますよ私は私こそあなたに本当にすまないことばかりでなんとお詫びをしたよいやら ひよこはタクシーを呼んで銀座へ出た2人は食堂の2階のテーブルを囲んで腰をかけたまだ昼食の時間には間があったので食堂には一人も他の客はなかった同じ一人の男の犠牲になった2人の女の間には約2時間にもわたって3年間の物語が交わされた聞き手の目にはいつも涙がいっぱいだった。 しまいには語り手も自分で自分の話に涙を催されるようになった。一通りの物語が終わったから、清子は涙を拭いていった。で私、近いうちに美容院を始めようと思うんですの。これまで働いた金でどうにか店を出すだけの金はございますから。私耳隠しなんて厚ぼったい。重苦しい。 不自然な髪は、せいぜい今年いっぱいだと思うんですよ。近頃のフランスやアメリカの雑誌を見ますと、そのことはよくわかるんですの。日本ではアメリカの流行が、3ヶ月か半年目くらいにやってくることになっていますが、アメリカの流行は、またパリから2ヶ月くらい遅れていますの。ですから、パリの流行を直接日本へ取り入れたら、普通の美容院よりも、 少なくも3、4ヶ月くらいは流行に先んずることができると思うんです。2、3日前に着いたあちらの雑誌を見ると、耳隠しなんて紙は近代の審美眼に反するものだそうですわ。近頃では簡単で便利なものほど美しいということになっているのに、耳隠しは人為的に曲げのところを下げて耳を隠すようにするんだから、不自然で簡単と便利の法則に反するというんですの。 それに何とかいうドクトルの説で耳隠しは不自然に聴覚に妨害を与えるので神経衰弱の原因になり婦人の顔面美を悪変させるそうですわ一体向こうでは何か新しい流行の起こったり伝ったりするたびに最もらしいドクトルの説明がつくことになっているんだそうですけれど向こうの向こうの美容院や化粧品店にはお抱えの医学博士がいて そういう博士はいつも流行の医学的研究ということをやっているんですってね。で医学博士が何かもっともらしい学説を思いついた時が新流行の始まる時だって言いますわ彼女はちょっと口を休めたからつけ出した。で私は「耳隠しの時代は過ぎたり」という標語を掲げて開店しようと思うんですの。 専門の上結を3人も雇って20人も得意をこさえれば楽にやっていけるそうですわ東京というところには歌舞伎座の初日に木戸口へ井の一番に駆けつけるために毎月仕事を1日休む大工さんさえいるんですから流行に遅れないことだけを日課にしているような暇人の50人や100人はきっとありますわですからきっと店はやっていけると思いますの こんなことを申し上げちゃ失礼じゃないかと思うのですけれど奥様も差し当たりお働きになる心当たりがないということでしたら私の方でお手伝いしてくださると本当にありがたいのですけれど私のせめてもの罪滅ぼしにもなりますし美奈子はこの降ってわいたような申し出を聞いて夢の覚めたような気がした砂漠のように頼る人一人ない大都会の真ん中で 偶然に救いの手を差し伸べられた彼女はただもう貫涙にむせびながら相手の行為を受けたのであったかくて虐げられた二人は偶然に巡り合わせたその瞬間から神聖の旅に大きく旅立つことになったのであった三近行きは 東京へ着くととすぐ町を訪ねようと思ったが、東京駅で降りてみると気遅れがしてまっすぐに彼女を訪ねるのはあまり非常識なような気がしたのでひとまず本郷の千田木町にいる友人の町田のところへ身を寄せることに決めた町田はまだ朝飯前だった彼は半年ぶりで友人を迎えて非常に喜んだ勤め先の会社を今日は休んでゆっくり話そうと言い出した 近行きもそれに反対はしなかった彼は自分の決心を一刻も早くこの友人に聞いてもらいたいので胸がいっぱいだった「僕もいよいよ豚のような無為な生活には断然告別の字を告げたよ」としばらくしてから彼は言った「今度東京へ出てきたのは働くためにやってきたんだ僕らの階級は今腐りかかっている」 ああいう環境にいて今までのような生活をしているとどんなに自分では堅固に武装しているようでもつい周囲の毒素が全身に染み込んでくるからね僕は全く彼らと対立する位置に身を置かねばならんことを痛感してきたよそう来なくちゃならんさ君のような進歩的な思想を持っている人間が今までのような生活をしているということは甚だしい矛盾だよ 僕は相晩君がこの矛盾に耐えきれなくなるだろうと期待していたんだしかしこんなに早く君がそれを征服し得るとは信じなかったねそれには一つの動機があるんだがね彼はここのところを極めて自然に語ろうと努力しながら言った僕にこの決心を促したのは一人の女性なんだ君はもう笑っているようだが君が理解してくれないようでは 僕は実に寂しいね。だって君はまだ何も話しゃしないじゃないか話も聞かないうちから理解するも線もないじゃないかそれに僕は何でも理解する準備をしているしまた理解できると思うよ今笑ったのは君がわざと固くなって女のことを話し出したからなんだ実はねと ゆきはやはり窮屈に話し出した僕はその女性を愛しているんだ僕は今その女のことだけしか考える力がないんだ僕の想像力も思考力もその女以外のものに及ぶ力が今ないんだ今君と話しているのも半分は上の空なんだよただその女が僕の頭の中に生きているからこそこんな話ができるといった具合なんだ こんなことを言っても怒らないほど、君は僕を理解してくれると思って言うんだがね。よくわかるよ。それで、どうしようって言うんだい。どうしようというのでもないのさ。ただ事実を君に話しているんだよ。ところで、僕らの愛は実に妙な事情から始まったんだ。見合いからなんだぜ。それまでちっとも知らなかったんだ。 突然見合いをさせらられれて、それから愛し合うようよになったんだ。しかもその時は恥ずべきことだが僕はもう一人の女を愛していたんだその女を野の,の花のように美しい女だと思っていたもんだからねその女そのものを愛していたんじゃなくていわばその女の中に女性の理想を見出してそれを愛していたというわけなんだところが現実のその女は 僕の心の中の理想を残酷にめちゃくちゃに打ち砕いてしまったんだそれで君の愛がもっぱら一方の女の方へ向かったというわけなんだねまあそうだそういうことは無論恥ずべきことだろうと思うが事実のままを話すんだよ何も恥ずることはないよよくあることだ二人の女を愛していて一方に幻滅を感じてくると 他方に対する愛が2倍も3倍にもなってくるということは、まあ言ってみれば2つの愛が1つの対象に向かって合流したというわけだね。いや、合流とも違うんだ。ただ2倍の強さになったというのじゃなくて、無限の強さになっているんだからね。僕は実際、もう自分で自分を支えきれないほどその女を愛しているんだ。わかったよ。 君のその女に対する愛が無限大の愛だってことはそれで町田は少し退屈そうに言ったところが僕らの愛のもとになった見合いが実にゾッとするような加を極まる動機から持ち出されたものだってことが後で分かってきたんだとういうとタヌキとムジナトがある忌まわしい商談を取り決めるために 僕とその女とをくさびに使ったというわけなんだ実に現代ではありうべからざる話なんだが実際そうなんだしかもそれはどうにも動きの取れなくなるほど僕の心がその女のために占領されてしまってからのことなんだそしてそのことを僕に知らせてくれたのはその女自身なんだおお<う>その女は 僕たちは互いに愛し合っていてもそういう不純な動機で結ばれたこの縁談は一時中止しなければならぬと言ってきたんだ神のような勇気と冷静さと思ってねそのために僕はその女をますます崇拝するようになってきたんだがね前へ進めば電流を通じた鉄条網に引っかかって即死するってことがはっきり分かっていても僕は今喜んで進まざるを得ない気持ちになっているんだ 僕はあんな素晴らしい女が僕のような人間を愛しているという理由を随分考えてみたがとうとういまだにわからんでもなんだか僕自身が偉い人間になったような気がするねでなくちゃあの人が僕を愛することなんてありえないからねあの女が見損なうなんてことも考えられない神が人間を見損なうなんて誰にだって考えられないことだからね それにあの女が何一つ取り柄のないくだらない人間を愛することもありえないからねで僕は僕の中には僕自身には気のつかない良いところがあるんだろうと信じているわけなんだそれが君が仕事をしようという決心を起こしたのとどんな関係があるんだい僕らにとっては天国をもたらしたんだが動機においては抱きすべきその見合いを計画したのが実は 僕のの兄とと先方の父親となんだ。このことは大抵の人間の人生観を一変させるに十分じゃないか肉親の父や兄が娘や弟を金儲けの道具に使おうとしているということを知っても平気でその雰囲気の中に浸っていることのできる人間があるかね僕は一も二もなく決心したんだヘドが出そうになったもんだからね。そして重要なことは、 そういういことを成しし得る人間は、僕らの階級にしかないといとう事実なんだ。で僕は直ちに人知を変えて彼らと対立しようと決心したんだ彼らの道徳に対して僕たちの道徳を高く押し立てようと決心したんだだがそうするためにすぐ差し支えるのは生活なんだそこで僕は働こうと決心したんだ どんな困難が待ち受けていていもくは戦っていくよ。もう二度と家の敷居はまたがないつもりだからねそれにいま一人の犠牲者が僕より一足先にあの腐った雰囲気から抜け出したので僕はもう一刻もぐずぐずしているわけにはいかなくなったんだよそのもう一人の犠牲者というのは僕の姉なんだつまり兄の妻なんだよ 今僕は実にいい気持ちでいるんだからね僕のやり方に軽率なところがあってももう少し僕を批評しないでおいてくれたまえただ黙って聞いていてくれたまえこんな話を聞かされる君の迷惑は後になったら僕も気がついてお詫びをするだろうからちっとも迷惑じゃないよ僕は一人の親友が僕らの仲間に加わってくれるようになったことを心から喜んでいるんだ だが、どっか働くあてがあるのかいいや、まだない。しかし、今はそんなことどころではないんだ。これからその女に会ってこなくちゃならんので。その女に会って、彼女が僕を愛しているかどうかを確かめてこないうちは、僕のこの体は死骸当然なんだからね。だって、今、互いに愛し合っていると言ったじゃないか。もろんそうだ。でも、 すっかり信じきって疑いの余地のないことが世の中にあると思うかね君はことに男女の愛の場合なんかに僕は神の前で愛を誓っても1分間たったらまたそれを確かめたいような気持ちになるね愛というやつは境遇だよ地上だよそれに僕らはまだ一度会ったきりなんだからね近雪が また出直してくると言って町田の下宿を辞したのはそれから5分ほどしてからだった第12章構成1近行きはその足ですぐにタキシーを象磁谷の船木家へ走らせた。 船木家の門前には礼服の男女がひっきりなしに往来していた何かあるんだなと急に気くれがして近きはまっすぐに家へ入ることはできなかった彼はいったん門前を行き過ぎて2丁も先の曲がり角を折れたいっそやめようかしらと彼は考えた今までの興奮が急に冷却して なんだかはるばる京都から出てきたりしたのがあまり行々しすぎて決まりが悪くなった手紙でも済むことなのにたった一度しか会ったことのない若い女のところへ未婚の男が一人で訪ねて行くだなんていうことはどう考えても非常識だそれに彼は船木家の門前の人混みを見てすっかり萎縮してしまった頭で考え続けた「あの人一人いるならいいけれど」 自分たちに関係もない人たちが大勢いるところを見ればきっと何か取り込みがあるに相違いないそうだとすると町子は自分のことなどは忘れてそのことで頭がいっぱいになっているに相違いないそんな時に出し抜けに恋愛の話や今度の決心の話なんか子供らしくて気恥ずかしくて切り出せるもんじゃないだがせっかく京都からやってきて 町田にもすっかり決心を告げた後でで町子に会わずに帰ったのでは何にもならない会ってみて何も言えなくったってただ顔を見てくるだけでもよいと彼は考え直した彼の心には興奮がよみがえってきた決まりの悪いことくらいで決心を曲げていたんじゃ仕方がないと自分で自分の心を叱った彼の足は一人でに動いた 彼は後ろ向きになって元来た道を引き返したそしてまっすぐに船木家の邸内へ入っていっただが受付で喪章をつけた葬儀委員の前に立った時彼はあまりのことに呆然として膝頭がガタガタ震えるのを覚えた船木正蔵の死んだことを彼はまだ知らなかったのだそれでも何か不幸があったにそういないことはすぐに感じた だが誰が死んだのかはさっぱり見当がつかなかった彼は名刺を出して受付の盆の上に乗せた委員の一人は名刺を見せると彼の名を知っていたものか特別に丁寧に彼を式場へ案内していった式場には左手に模服をつけた遺族の者が並んでいたその中にマチコの顔を発見したとき彼はほっとした 少なくもマチ子が無事であることだけは確かめられたからである彼は黙ってお辞儀をしてそれから証拠を済ました誰の霊に証拠するのかもわからず厳粛な式場に不似合いな背広を着ていることにも気が付かずに他の証拠者のするようにして遺族に黙霊をして退去したのであった無論マチ子の顔は一目も見ずに しうの運命ををてする決心を告げようそ彼は一途にこう思い詰めてイノシシのように勇敢に舟木家の門をくぐったのだが舟木家の中で彼を待ち受けていた環境は彼の思いもよらないものだった彼はこの運命の皮肉に全く意気消沈して 世の中には自分の知らない厳粛な問題があることに気がついて自分自身のちっぽけな問題に有頂天になっていたことがまたしても気恥ずかしくなったでもこの意外な出来事のために真知子と会って話をする機会を失ってしまった彼は心の中の空虚、を欲するものの満たされない焦燥感をどうすることもできなかった死人のように自分の存在が無意味になったのを感じながら 彼は門を出たのでたた。のあっ舟木家の葬儀委員は近行きを送り出してから20分も経たたなうちに不思議な一人の乗客を迎えた彼女は一見普通の乗客と少しも変わらなかっただがどこかひどくそわそわして何か一つことだけを思いつめてあとのことは点で気に留めるいとまがないといったふうなところが見えないでもなかった。 お嬢様にぜひお目にかかりたいのでございますが彼女は早口に葬儀委員に向かって行ったよしえが来たとおっしゃっていただければわかります委員の一人がいかにも面倒くさそうに立ち上がって奥へ消えたしばらくすると喪服姿のまち子が玄関へ出てきたさあどうぞしばらくでしたわねいつこちらへ マチコはこの場面に不似合いなほど快活に言った相手の女はもじもじしていた彼女の総合は歪んで目には涙が溜まってきた顔一面に悲痛な表情がみなぎったすみませんでした彼女の言葉のしまいの方は口の中に消えてしまった涙が とめどなくまぶたから溢れて恵を伝った。とうとう彼女は声を上げて泣き出してしまった。どうしたんです？そこじゃなんですから、こちらへお上がりなさい。まちコはこう言って、かわいそうな女の手を取らんばかりにした。女は力なく下たを脱いで上がった。人々はこの不思議な光景を好奇の目を見張って眺めていた。 その女はついこの間船木家から暇を取って帰ったはずの家政婦のよしえだった奥の人前通るとよしえはなおも放り落ちる涙の下から苦しげに語りだした許していただきたいとは申し上げませんけれどどうぞ旦那様にお焼香することだけはかなえてください マチコは黙ってこの出し抜けの陳述を聞いていたよしえが何を言い出すかはっきり分からなかったが何か容易ならぬことを語り出しそうな気配が感じられて彼女の全身は妙に硬直するのを覚えた「旦那様を殺したのはこの私でございます」彼女は涙にぬれた目でまっすぐを見つめながら言った。 ちこはあまりに思いがけない自白を聞いてしばらくは返事の言葉も口へ出なかったがやがて同情に満ちた優しい言葉で言ったではあちらへ行って証拠を済ましていらっしゃいこのことは私とあなたとだけしかまだ知らないのですから葬式が済んだら気を落ち着けて自首なさった方がいいでしょうさあもう涙を拭いて。 あちらへ行きましょう。2人の女は式場へ引き返した義えの焼香をする手先は細かく震えていた一旦拭いた涙はまた止めどなく流れてきたそれを見ているマチ子もいじらしさに涙を抑えることができなかった義えは顔を伏せてハンカチで目を押さえながら 祭壇を去ったその日葬儀が済んだから義枝が警官に自白した物語は大体いい次のようなものだった舟木正蔵は崔君に別れたから家政婦のしえに言い寄ったことがひとたびではなかった彼女は夫人の墓標もまだ新しいうちにそういう話をされることを好まなかったので言語左右にして手よく断っていた。 だがそのうちに彫像のあまりの熱心さに彼女はとうとう動かされた夫人の一周忌が住むのを待って正式に結婚をするという約束で2人の間に関係が結ばれてしまったのであったところが肖像は最近柳橋の芸者に夢中になっていることを山田の口から聞かされたそれとなく船木の様子を注意していると 思い当たたる節が多かった夜は12時前に帰ることはめったになくいつも決まって手記を帯びていたそしてあれほど熱心だった彼女に対する態度が近頃目立って冷淡になったとうとう彼女は船木に向かってその疑問を打ち明けて彼の説明を迫ったすると船木の返事は剣もほろろで 結婚するなんて話はあの場限りの冗談だからそんな話を真面目に取られちゃ困る第一主人と家政婦とが一緒になるなんて世間体がみっともないじゃないかというような話だった若い自分からクリスチャンで通してきた正直一途な彼女はこの無責任な乱暴な船木の言葉を聞いて怒り心頭に達しすぐに荷物をまとめて 表面は縁談があるから郷里へ帰ると偽って船木家から暇を取ったのであるだがこれまで青春時代の誘惑の中を守り通してきた処女性を紙くずのように蹂躙されたことを思うと彼女は残念で無念で口惜しくてじっとしていられなかった彼女は毎晩12時ごろになると船木邸の近くをうろうろして船木が自動車から降りるところを捕まえて 彼の不実を責めた。無論船木の方ではそれをうるさがるだけだったこうした関係が積もり積もってあの晩の惨劇となったのである初めから殺意を持っていたのかという係の警官の尋問に対して彼女は答えた事実を隠さず自白するために申し上げますが 殺そうなんて意思は全くありませんでした自分で死ぬと言って旦那様を脅すために担当を買っていったのです手記を帯びた旦那様が私のおなかの辺りを足毛になさったものですからつい前後の見境もなくなってあのような大それたことをいたしました彼女が凶行を遂げた後で山田が入ってきて 死人のカバンの中から書類を盗み出したものであることがこれで明白となった真知子に対する嫌疑は「無論これで晴れた」だが玉城検事の面目はこれで丸つぶれになったわけではなかった現場にピンの落ちていたことから少なくともこの犯罪に夫人が関係しているという推定は正しかったそして スタンベルグ博士の引用も無駄ではなかったというのはよしえは教皇当時月経中だったからである2アジア製党会社の義獄事件は検事局の隠密の取り調べによりて着々暴露されていった大阪方面の実業家をめぐる金銭授受の証拠は 検事局に収集された。中井は検事局に召喚されてすぐに起訴された羽鳥死者の身辺はだんだん危うくなってきた国民のサロンは新聞に反映して新聞は盛んに検事局を激励した暗に死者の検挙を称揚した新聞もあったある朝 それはもう5体転も済んで正解の名士が続々帰京しつつある時だったモナミ美容院の奥の間では美奈子と清子とが朝の食前に向かっていた新聞の産業広告なんてバカにしていたけれど案外の効き目があるわね本当にねさっき来た人は何でしょう若い方はダンサーですよ たしとでばらく一緒にいに向こうでも知ってて知らないふうをしてるのよそれから面長の方はバツバツという代議師のおめかけさんよ清居町の辺りに家を持っているんですよそれよか昨日の朝来た女ねほら耳はなんかつけていたでしょう。あれはどっかのプロダクションにいたんだそうですが今度はいよいよマネキンになって出るんですって マネキンって何ほらショーウィンドウに立って広告になる女のことがいつか新聞に出たじゃありませんかアメリカのデパートでは大流行だって日本でも来年あたりは第五福店ではきっとマネルに違いがないわようちあたりもそうなればマネキン専門でも商売がやっていけると思うわ美奈子は急に顔を曇らした彼女は 時々そういう瞬間に襲われるのだっただけど私こんなことしてていいのかしら羽鳥の家じゃ随分心配しているでしょうねまたそんなことを思い出していらっしゃるのその方は私が引き受けると何べんも申し上げているじゃありませんか試着の方から話があっても私が私しゃしないわ 手切れ金と離縁状等を取って先方に謝らせなくちゃ細工は隆々ですから今に見ててごらんなさい試着は私には偶の根も出ないんですから私はあの人の弱点は何から何まで握ってるんですからでも手切れ金なんて取るのはよしてくださいね私自由にさえなれりゃいいんですから そりゃあ奥様のご随意ですけれども何も手切れ金を取るのが悪いって方はないのよ当然の権利なんですもの奥様の方に何一つ悪いところはないのですから女として忍べるだけのことはじっと忍んで女の盛りをあの牢屋のような家の中へ縛りつけられて目に見えない責めくを受け通してこられたんですものだって黙って逃げ出したのは私が悪いんですから そりゃ人間技で忍べなくなりゃ誰だって黙って逃げ出さずにいられないじゃありませんか他の女ならもう100度も逃げ出していますわでも今ちょうどあの人が困っている最中なんでしょう。中井さんもあげられたそうですしあの人も危ないというじゃありませんかなんだか私あの人の弱みにつけ込むようで気持ちが悪いのよ そりゃ奥様のご存じないことじゃありませんかあの事件が起こってから奥様が逃げ出されたというんじゃないしそれもそうですけれどその時外の通りで号外売りの鈴の音が聞こえた「号外号外東京抜物新聞号外大変だ大変だ」変だハトリしし召喚猿 という侯活字の表題を読んだ時2人はさすがに物も言えなかったアジア政党会社の義獄はますます発展し中井の陳述によりて羽鳥死者の身辺危険を伝えられていたが本日午前8時東京地方裁判所の中山検事一行は麹町三番町バツバツ番地の死者の承諾に臨検し 試着のを求めて引き上げた。今夕までには起訴される模様である。であは豪快な東洋的交渉を浮かべながら事も投げに語る「何でもないよ僕はちょっと口をきいただけだ僕自身は金銭問題には全然関係がない」言ってみればすぐわかることだ。 本当に御前様は無罪なのでしょうか美奈子の顔は曇ったみんな召喚される時はまさかと思ってあんな強がりを言うもんですよ無罪なもんですか張本人だわあの人があの人は中井によっぽど固く口止めしてあるのでまさかと思ってしらを切っているのよところが中井なんてやつが信用できるもんですか もう何もかもしゃべってるに違いないわあの人がどれだけ頑張ったって頑張り通せやしないわ生きた証人がものを言うんですからでもこうなってみりゃかわいそうねあの人もあの人の仲間じゃあのくらいのことをしてる人はざらにあるんですもの私なんだか悪いことをしたような気がするわでもあの人は 小宅から引っ張られたと書いてありますよね試着の小宅はまだ二つくらい私知ってるのよ三番町の方のは初めてだわきっと私が逃げ出したもんだから後釜をこさえたんでしょあの人はよくよく新しいもの食いだからでも奥様はもうあんな人のこと考えない方がいいわ それは奥様の身になってみればあの人をかわいそうだというような気持ちにおなりなさるでしょうけどそれじゃいつまでたってもきりがないんですものもうあの人は奥様には全く関係のない赤の他人だと思いなさらなくちゃそしてすっかり新しい生活に入っておしまいにならなくちゃ実那子の目にはいっぱい涙がたまった長い年月の間 名義だけでもその人の妻として暮らしていた人がたとえハレンチ罪のためにもせよ検事局へ召喚されて取り調べを受けようということは彼女の心をズタズタに引き裂くような思いをさせたのだったしかし今になってこの小さい情けに屈することは彼女のせっかくの決心を保護にし彼女の生活を元の泥沼の中へ引き戻す以外に 何の足しにもならぬことが分かっていたそうね。彼女は細いだが力強い声で言った三。昨日から僕は会社へ勤めることになりました調査部だから仕事は非常に暇です外国の雑誌を 少し気をつけて読んでおればいいんです。そして、月に二度ずつ、三十二ページのパンフレットを翻訳すればいいんです。それを六人もかかってやるんですからね。だが、自分で働いて、その金で自分が生活していくということは、実に愉快です。月給は八十円です。僕は今、この八十円の収入を持って。 いかにしてあなたと二人の生活を営んでいくかを計画中です家賃は25円が限度ですねしたがって市内でそのくらいの家を探すのは困難だからどうしても郊外へ退却する必要があります部屋数は少なくても日当たりのいい家を選ばなくちゃなりません日当たりの良し悪しは肉体の健康にも精神の健康にも大関係がありますからね 明るい家の中では生活も明るいというのはしごんですよあなたにも当分名泉以上の着物を着ることは禁ずるかもしれませんよ芝居だの活動だのという贅沢は断念しなくちゃなりません日曜に2人で散歩すること以外に僕たちは娯楽を求めてはなりませんしかしあなたとの散歩こそは僕にとってはソロモンの映画以上です ところで明日は4時10分に公園の池の東側のベンチに待っていてください4時に医車が引けてそこまで行くには10分の時間があれば僕の足にはたくさんですからあなたが1分間遅れると僕は10年ほど待つような気がしますからね時間の性格これが僕のあなたに要求するただ一つのわがままです このわがままだけは譲歩することはできません。一昨日あなたに別れた瞬間から。僕はあなたのことだけを今まで思い詰めているんですよ。自分だから、これでは健康に良くないと思うくらいなんです。実際、僕たちがこんな風に別々に暮らしているのは不自然だという気がするんです。どうせ一緒になるとすれば一刻も早い方が良いように思うのです。 なんといってもあなたを見ない時間は苦痛の連続ですからね僕は今こんな大胆な手紙を書く自分自身を不思議に思っているんですがごく自然に書いているんですよ多分生活の変化が僕の心を明るくしてジメジメした考えを一掃してくれたせいだと思いますこないただ頂いた写真は勤めるようになったからポケットへ入れて出ることにしています 外へ出てからだって見たくなることがあるからです一日のうちに150たびもキスするのでもう10年も前の写真のように古くなってしまいました明日会った時はきっとこの手紙を出したことが恥ずかしくなっているに決まっていますからこのことはひと言も言い出さないでください近行き真智子さま でがけにこの手紙をもう一度読んでそっと接吻をして懐へしまったいつも2人のランデブーの場所は決まっていてベンチはうまい具合に空いていた彼女にはそのベンチがなんとなく懐かしい一つの表情を持っているように思われたそしてその上に腰をかけることを言い知れぬ親しみを覚えた腕時計を見るとまだ4時5分前だった このベンチで2人が語り合ったのはこれでもう20度近くだったそれでも彼女は初めて会う時のように決まりが悪かった待つ人の来るのが待ち遠しいようでもあり恐ろしいような気もした1月の半ばで気候は酷寒だった4時10分かっきりに近雪が茶の中折れをかぶって黒い街灯の襟を立てて走るようにしてやってきた マチコは彼の姿が木陰から見えるとすぐに目を伏せた待ちましたかええ15分ばかり昨日はお手紙をどうもありがとうございましたこう言いながら彼女は立ち上がった寒いですね今日はあれからお兄様にお会いになってい,いえやっぱりまだ余震中で会わしてくれないんです 今月い,っぱいはまだダメらしいですよ兄貴もああいうところで正月をしたのは初めてで今度はきっといい経験になったと思いますねお姉様にはお会いになって姉さんは相変わらずのようですずいぶん繁盛するんでこないだから2人ばかり人を増やしたとか言ってましたよあそこへ行くとずいぶん変わった女が見られますよ 実業家のめかけだとかマネキンガールだとかダンサーだとかおとといからお勤めになったんですってねおめでとうございますわ月給80円じゃあんまりおめでたくもないんですがねでも試食の次男坊よりよっぽど気が利いていますよもっともあなたがそのために僕に愛想を尽かしてしまわないことを条件としてですかね私ね とマチコは言言いににくそうに言った。タイプライターの稽古を始めようと思うんですけれどあなたがいけないとおっしゃればもちろんよしますけれどそりゃいいですね僕の考えとすっかり同じですあなたが僕と同じことを考えていたということが僕はたまらなくうれしいですよ早速お始めになるといいですね私がこんなことを言い出しちゃ あなななたたが気を悪くなせりゃしないかと思ったのよ。僕もそうなんですよ。僕から言い出すのは変ですからねしかし崔君に仕事をさせるのは夫の恥だなんて旧式な考えは僕たちは打ち破らなくちゃなりません2人は若い恋人同士には全く似合わない事務的な話ばかり続けていたしかし話は事務的でも その事務的な話を通じて、二人の心は微妙に触れ合っていた。二人の間の感覚ははじめ一尺ほどもあったのが、いつの間にかゼロになって、相手の体の温かみが感じられるくらいになっていた。私がタイプライターを始めるのには、もう一つの理由があるのよ。しばらく沈黙のあと、マチコは恥ずかしそうに言った。 将来の準備のためもあるけれどもう一つは現在のためですわ現在どうかしたんですか近雪は真顔になって聞き返した何かのお稽古でも始めたら少しは気が紛れるでしょうと思ってでないと私もうこのままでは苦しくて生きていけないような気がしますわあなたのことばかり考えてて それが考えても考えてもきりのないことなんですからしょっちゅうあなたのそばにいるよりほかしょうがないような気がするんですものですからタイプライターでもやれば少しは忘れられるだろうと思うんですの近行は返事の言葉に困ってしばらく沈黙していたがやがて口を開いたそれだけは。 タタイイプライターの力ではどうにももならんんかもしれませんね。僕もおとといから社へ出ていますが社の仕事をしていてもどんなに忙しい時でもやっぱりあなたのことばかり考えているんですね忘れているように思われる時でも潜在意識に残っているんです1分間でも仕事を休むとすぐ 今あなたはどうしているんだろうなんて考えているんですからねでも何か仕事を始めると忘れることはできなくても確かに気持ちは明るくなりますよ二人はいつの間にかしっかり手を握り合っていた寒い夕方の公園にはこの幸福な男女以外にあまり 人通りはなかった。